Wild One. Wild One. Wild One. Wild 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 マグドのサイキック青年団。この番組はテリとアウトドアのオンラインショップナチュラムがお送りします。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。こんばんは、竹内義和です。この間日テレ の芸能界花の芸能界バトルでね、はいはい、いろいろみんなと喋った時にね、このしんのすけちゃんの問題が出たんですよ。結構 ね隠し子問題ってやつですね。これ市川右近の元恋人やったんですよ ね本当に渡り歩いてるという感じなんでしょうかね。あのね、いましたよね、うん、相撲取りで誰です、水戸泉のね、はいはいはい、あの A 子さんということで出てま、 A で出てましたけどね、はいはい、でも元あのプロ野球選手の西武の誰かと子供作ってないやかんや言うて、なんかどんどんそういうスポーツ選手マニアのようにこう渡り歩いてましたけどもね。どの人もね、付き合った人は悪く言わなかったりとかね、はいはいはい、いい人なんだみたいなね、うん、そうそうそう、あ、何なんでしょうか ねまあでもね、みんな言うんですよ普通はね、うん、そんなんもうで子供3人持って、しかもなんかね、はい、お父さん違うみたいな話だったらもう、もうやーって思うねんけど、みんな、いや彼女はいい人なんだ、ハマり込むんですよね。いや、ハマり込むだって、でも子育てで忙しかったりとかしたら、うん、そない水戸泉と会ってる暇もなかったやろと俺ら思ったりもすんねんけどね。んだけど、はい、なんかこうね、普通どうなんで家で子育てしてると、うん、思いましたよ。そんだけ水戸泉とか行ってたら子育てちゃんとしてた、うん、みたいな疑問がありますよね。そう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 、だから単に遊び好きな女の人なのかなと思ったりとか、ね、いや僕らは普通にその周りの環境から見てたら、はあ、思うねんけどハマり込むのよね。だからこの人はね、ウコンちゃんの元同性恋人やったんをしんのすけちゃんが、うん、はい、ね、手つけて海巫女の母にしてしもた元美人歌手言うねんけど、うん、これもすごい話やな。やなんかね、どうなってんのかね、まあ離縁の中はね、離縁の中はでももうなぁと、もう我々からはね、ねえ、想像もつかない世界ですから。せやのにそんなになんか大バッシュもされることもなく、うん、得な世界やな、この世界っちゅうのは。とか、まあそのしんのすけさんですか、はいはい、がね、やっぱりこう記者会見しててね、はい、まあ1たす1は2の世界ではないんだみたいなこと言ってましたよね。だからもういわゆる講演会のね、承認がなかったら子供なんてで作ったってね、うん、そんなもんねみたいなことを言うじゃないですか。言いますね、堂々と。そう何の詫びれることもなく、それは当たり前なんだ僕らの世界ではという、うん、女子が違うんだよねみたいなね、ええんか国はこれを保護しててという感じですよね。もっとこうきついね、はい、我々よりきついルールの下でセックス管理をしてもらいたいですね。そうや、僕らが言わせてもらったら、ある種守られてるわけじゃないですか。守られてるやろ、でしょ。そうよね。ほんで講演会の方のいるしがなかったらね、うんうん、子供できたってそんなの承認されなかったら無理なんやからみたいな、もうはっきり言ってるわけですからね。言ってるわけでしょ。すごい世界やね、うん、すごい世界ですよね。ねえ、なんか離縁だけはなんかほんまに特別区、今の言われる小泉が推進してる特別区やんか。そう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 、言ってみりゃね、言ってみりゃね、普通こんなんもし芸能人でお笑い芸人こんなことやってみ、ボロクソやで。もう大バッシュ。デーモン小暮がどんだけこんなことやってボロクソされた、お前。デーモンとお前しんのすけと何が違うねんっていう感じで思えへん。だから、まあ、NHK も ね、 ね、はい、武蔵を降板させることもなく、なく、うん、それはまた別問題ですからとっていうね。ねでもそれやったらいろんな人を別問題に慕ってくれよ。そうやんな、もともと芸能界入るっていうのを俺らも含めてやね、うん、そんな、こんなやつらやん、もともとはね、低層管理の薄いやつらやんと俺は思うねんけどね、でも離縁に関してはみんな、まあ離縁やからねっていうところで、うん、離縁の世界っていうのはっていう、なんかなんとなく下り顔で離縁の世界語るやんか。うん、しかも男らしかったみたいなね、なんか記者会見したけど男らしかったみたいなね、みたいなね、はいはいはい、うん、ような意見も出てたし、はい、でもね、普通ね、なんか路上キスとかで言われる人もいるじゃないですか。まあ、フジテレビのアナウンサーとかね、はいはい、まあ言われるって言ったらおかしいけど、まあいろんなところに取り上げられて、まあ、叩かれてますよ。はいはい、叩かれますわね、当然、ね、はい、うん、だからこうなんか不公平な感じはしますよね、なんとなくね、なんとなくね、うん、と思いますけどね、思いますけどね、はい、それでいくとな、なんかなと思いますよね、それも含めて日テレのこのオンエアバトルなんかでね、はい、何がかわいそうや言って、うん、巨乳系セクシーグラビアクイーンが集まっとったんですわ。あ、はいはい、ね、そんな、まあ青田のり子ちゃんがリーダーシップみたいなもんで筆頭で、うん、そんな、はい、いろんなやつが出てくるんですね。あ、もう芸能界のね、そういうで今まで自分がこう偉い目に遭うたっていう中で何がかわいそうやって、うん、大原香織が MH って書きよったイニシャル MH って歌ったね、 MH ですわ、 MH、はいはい、MH 書きますよ。MH ですよ。MH、はい。ね、お笑い芸人ですと。うん。で、クイズ番組とかで一緒に、パネラーで一緒になってねと。はい。
で、なんか言うたら、私の腰に手回してたり、お尻のところに手回してきたりするんですよ、と。やらしいわけや。あ、ほんなら MH や、今をときめく宮迫かなと思って、うん、関西のお笑い芸人なんですよ、って言うんですよ。ね、はい、で、みんなが、あ、ほんで俺らが、俺とそのまま東さんとか松村が、うん、あ、宮迫かと。宮迫くんかと。雨、ね、上がりのと。言うてたやん。宮迫が、宮迫の人の名前になったから忘れたけど、と思って。うん、宮迫くんかと。違いますよ。関西ローカルのお笑い芸人ですよ。やたらもう腰に手回したりとかして、肩抱いてきて、クイズの途中でもね、お前ええ女やな、とかね。届いてくるわけや。届いてくると、本番注意ですよって言うから、ほんまに関西のお笑い芸人はろくないませんよって言うから、はい、誰やに言うてくれ、俺が怒ったるわって言うから、まさかひろしさんですよ。お笑い芸人やないやなみたいな。しかもクイズしんすけくんかいえ、おやつだ、やばいやつだ。ああ、そうなんだ。爆笑や。お笑い芸人。みんなで、あの、山下慎吾さんも、うん、あれ、お笑いちゃうやろ、と俺に言うから、歌手歌手。ヤマハのね、世界歌謡祭グランプリ、中島みゆきと同ランク、うん、で言ってて、ねええ、しかもお笑い芸人扱いでセクハラを散々テレビの全国ネットで言われてる、ハドがヘロさん、許したるよ、しんのすけもやるんやったら、許すんやったら。ねな、どんかい扱いちゃうんやと。音楽の世界ではとかやね、離縁の世界やったら音楽の世界でも終わらせるのも一緒ちゃうんか。そうそうそう。ある種特別なのはね。そうね。ほんで前におった青田のり子が、そういえば私もそうだったんですよ。お前は一度青かけて。あの、ABC の近所の寿司屋で口説かれました。あ、すぐそこの、そこのな。生々しいですね。え、で、どこやったの寿司屋。ああ。あ、ちょっと足か。なあ、はい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 、なあ、すぐそこの寿司屋や。な、そんな近いとこで、しかも大したもん食べてないのに、口説くんですと。ほんで次行ったが、あさり屋。お好み焼き屋、俺もたまに行ってた。あそこね。よく会う。あさみ、あさみ。ABC の近所だけの窓子さんが回ってんねん。あ、そらなんかダメージきついね。しかもね、ノースとかトライベッカーとかワイン飲んでないので、はい、寿司屋と、ちょっと平たい感じのね、というか、落ち着いた感じのとこ狙ってんだ。そうやね、これがおもろい。前の青田のりくもそういうの口説かれましたと。あ、輪かけられて。わかけられてね、言われ放題ですよね、やっぱり。かわいそう。一応範疇お笑いだから。大原香織はやね、お笑い芸人、お笑い芸人、関西ローカルのお笑い芸人、しかも関西ローカルのお笑い芸人ってね、かわいそう、かわいそうでね。まどかさんかわいそうやね。一応は全国区の歌手ですからね。ごめん、そんなもん言うてもね、ね、そんなとんでもそうまなでなんぼ売れた思てんねん。そう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 、もうあれ笑ったわ、スタジオで。俺と松村横におってもってね、でもラサルさんとあのね、はい、そのまま東ちゃんがちょっと近くにおって大爆笑やな、みんなでも。かわいそうやと、まどかさんが。こんなとこでね、まさか名前出されるとは。なぁ、ね、思わなかったでしょ。うん、そのしんのすけの話した後、しばらくした後、そんな話になって、うんうん、うん。離縁の時はみんな守んのにな、終わってからね、離縁の時はみんなで守って。寄ってたかってね。芸能記者もそう、さほど突っ込まず、うん。ね。質問もせずね。そう。いや、ちゃんと養育費払ってますから、威風堂々。とね。なんかそれ男として責任どうするんですかみたいな質問もなくね、ほとんど。ないでしょ、うん、そうそう、養育費払ったなんてしょうがないですよねみたいな。そんなもんね、まどかさんが例えば大原顔でエッチして大原顔よりまどかさんの子供産んだらどんだけ言われる。もう極悪人って言われる。極悪非道やで、そんなもん。ね、はあ、しかも寿司屋で他の女も口説くしみたいなものも付け加わって。しんすけ君に出てる女は全部一回は口説いてみてないやんみたいなね。高橋さん、はあ、ボロクソですね。ボロクソですね、やっぱり。おい、あんで後ろ立てなかったら。本番始まる前に木内明ちゃんとか、うん、はい、松田純ちゃんとかおって、で前僕の場合はあのね、佐藤珠緒に口説かれましたっていっぺん名前出されてるから、うん、一緒にトライトで仕事したことあるから、会った時に本番始まるね、純ちゃん純ちゃん久しぶりやな、あ、兄さん、うん、兄さんって言うねん、純ちゃん俺のことね、トライトでまたデビューしたてる頃ロケ一緒やったから、うん、はいはい、半年ぐらいロケ一緒にしてますから、うん、兄さんお久しぶりですって言うから、おあのところで今日の質問で、うん、俺のイニシャル出ることないよなって聞いたら、純ちゃんが、いや、まさに口説かれませんから、うん、その後木内明に会って、明ちゃん久しぶりやなと、確かトライト俺と一緒に半年ぐらいやったよな、はい、うん、今日の中でイニシャル出ることないよなって聞いたら、ないです。だって私、口説かれてませんもん。とかって。ああ、いっぺん長飯食いに行きましたよ、みんなで。それだけですもん。それだけです、ね。純ちゃん、もう純ちゃんの時はまだ若かったし、はい、子供やったから、うん、その時もなく、いつもロケ終わりで遅かったのお兄ちゃんが迎えに来てましたから、ああ、そのこともなく、はい、よかったなぁ、言うて。ね、ああ、その時ね、ちょっとでもね、お酒とか誘ってたらね、いや、まあお酒は何言われるか、お酒誘っただけでも言われるよ、そういう時は。まあ向こうも逆やったでも、大原香織はまどかさんにはあの本番中に腰を抱かれて、うん、息かかれて、息かけられてました、言ってましたよ。それはほんまやなと。本番中にしんすけ君であんだけみんなわーわー言う時に、まあ何言いそうかなと。
俺はまどかさんってすごいなと思いましたけどね。素晴らしいですね。素晴らしい。うん。はい。そう、君に会うために生きてきた言ってましたから、ね、そこまで言うんや。そう、おもろいな。面白いな、あの人。いや、まどかさんもそんなんね。いや、それ、あれですよ。あの、はい、本人も言ってますけど、うん。あわよかっただけですからね。そうそう。そうそう。案外真剣にね、言ってるわけじゃなくて、ね。そうそう。そんなもん、もし大原からそれで乗ってきたら、くたろかというぐらいのもんで、一応種だけ巻いたということですからね。そうそうそう。悪気ないですよ。そう、アウタドリブでも寿司食いたときに、俺に相談したんですよ。うん。まどかさんとね、ABC の近所で寿司食うたんですよ、はい、と。食いに行こうやーって言われて、いや別にまあと思って、どこなら、うん、まあでもまどかさんがね、美味しい寿司屋知ってんねーって言うから、たっかい寿司屋行くんだ、よっぽど美味しいやろと、タクシー乗るんかもな、歩いて行こうって言うからすぐそこやばで、近場やんと、しかも二人で食うて一枚行ってないんだけど、ああ、うん、で、ね、俺のことどう思うと、いやどう思う言われても言われへんからな、もうそれではねおかしかったわ、あの番組出てたらなんかね、うん、みんなそんなことしてるんやと思って、はいはいはい、あもう最近ね、あの番組でそういうの多なってきましたな、多なってきました、多なってきました、その暴露するのは、暴露はね、でもその方が取れるんですよね、しかも生々しい暴露が多なってきてまんな、はいはい、特にあのお笑い芸人だったら、はい、ほんならなんかレッド吉田なんかものすごい言われてましたな、はい、ああ言われるよな、めちゃくちゃ言われましたよ、はい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 、あの佐藤恵理子に、ああうん、はいはい、あんたはねみたいな、こういうやり方をすると、はいはい、やらしいと、はい、自分の携帯に、はい、いろんな男のタレントさんのイケメンとかのタレントの電話番号全部入れてるのを見せるんだって、はいはい、これだけ俺知ってるからと、はいはい、全部呼べるから、はい、だから君も女の子を調達しておいてっていうのはやり方らしい、なるほど、でつまり合コンしようと言うて、俺はもうイケメン来るよと言うといて、ああ行ったなんか自分の連れみたいなのしか来てなくって、自分が主役で、はいはい、後の女をこうなんかそこから選んで選んでみるなんかちょっと、いうこすい発想やと、あんたはせこいせこいしやらしい下水みたいなこと言ってた、ああ分かる分かる、うん、さんまさんもあの巨乳の女の子にかけられてんでね、はいはい、引っ掛けられてんね、あれもともとね、うん、あれデストライクやってんのね、そう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 、あのこれ浅草キッドにも言ってましたけど、ラサワさんも言ってましたけど、ええ、覆面のかぶった女の子やってんね、斎、うん、藤真澄ちゃんですか、あの東京の、ね、深夜番組で、はいはいはい、キッドの、はい、ずっとアシスタントやってて、はい、でまあ結構そこで有名だったんだけども、そうね、初代デストライクで、うん、あの子は誰やあの子は誰やって言うてたら、うん、覆面取って実はこんな顔でしたにして、はい、そうそうそう、ボーンとなんか比べてたらええやん言うたのも、途中でなんか私こんないつまでも覆面かぶっても嫌だーとか言って、うん、覆面2代目に変わったらしいんですけど、ね、はいはいはい、今度はさんまさんがなんかクラブかなんか飲み行ったらそのデストロイクおったんですね、うん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 、でさんまさんがおいお前怖いなお前博士お前デストロイクのことでデストロイクに、はい、って言ってさんまさんなんでもよう見てんねんなデストロイク夜中の1時半か2時ぐらいの番組でデストロイクにおたでデストロイクですぐ分かるのもさんまさんすごいな思ってなおたで言われてたらしくて、ね、でそれからしばらくしたら結局あの子ねなんかあのさんまさんと仲良くなって、うん、それも同じですよレッドと、はい、さんまさん好みの女の子を連れて行きますわ家にと、3人ぐらいで行きますと言った時に、ええよ連れてこいやって行った時に、うん、さんまさんの部屋行った時にはもう一人やって都合が悪くなったんですよ友達がいう時さんまさんは あやばいなと思ったらしいんですよ、そうやね、これピンときたわけやね、あこれちょっとやばいな、うん、こいつやばいかもしれんなと、うん、はあはあ、と思ったら結局何時間かおってんけど、はあ、さんまさんのサッカーのビデオとか見ながら何もせんまま、うん、帰りやって言ったらあのカメラ捉えてる。だからもうスタンバって、ほんで、だってあんなもん普通に考えたらね、うん、フライデーかなんかそれ捉えた時に、それ1週間後にはね、次の週の午後にはね、もうサイトバスに、デュワーあのサンマーって出てるじゃないですか。今日もそれ、うん、バリガムとかでね、裁判の写真撮ってますやん。うん、それで用意してやったんやもん。だからその時の売り込みの出版社に対して売り込みに対して、スキャンダルを出しますと。はいはい。大物とというのが一筆入ってるみたいですよ。入ってるらしいですね。うん、ああだから AV なんかでも、うん、あの必ず聞かれる面接で言われるのは、ええ、芸能人だけど寝てない有名人とって言われるんでね、うん、出てたらそれで一本取るからって言われますからね、で賢いやつやったら、はい、今はまだですけども今度仕掛けますからという子も出てくるわけですよ、出てくる仕事のためやみたいな、はいはいはい、ことで、はい、だからああいう人となんか甘い言葉かけられても行っちゃうと、はいはい、利用される可能性大なの、そうだからさんまさん引っ掛けられたんですよね、だからあれ怖いですよ、はい、あのやってなかったとしてね、はい、あこれピンときてやばいさんまちゃんやってないとしてもやっぱりそれ引っ掛けられたさんまちゃんはかわいそうやけども、まあ、やることはやってるやろというようなゲスの勘繰りが出てきますからね、はい、当然じゃあそれは世間一般はやってるに違いないと思いますからね、けどでもねあれはね僕はやってない方に指示してるんです、いや僕もラサワさんもやってないでしょと、なぜかといえばあの人がやってないって言うたのは和田アキ子さんと、はい、あとはあの庄司さん、はいはいね、この二人でしょ、はい、この二人に言うてるということは僕はやってない可能性は高いと思う、やってないと思いますよ、うん、いや
そんなん武田さんね、遠回り連れてくるで家来てね、巨乳の100センチであんな格好でね、ええ、ね、もう父もあらわに来よってね、はい、入ってきた瞬間に、うん、あ、これやばいかな、うん、って、あれぐらいの有名人だと思いますよ、うん、僕らやったらそんなこと思いませんよ、ね、もうね、もういくらでもって世界ですよね、そうそう、あ、来た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 、うわーみたいなね、来た、しょうがないなー言ってね、みたいな、はいはい、ちょっともう部屋の掃除も消化と、うん、ね、サバ食いに来たのにトロ出てくるみたいなもんね、あ、そう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 、そ う, うわーみたいなね、うわーっと、まあね、あー、ガボーって世界でしょうね、そうや、え、一人だ、一人おーみたいなね、ほんでほんまにドアの前で確認して、一人かいなーって遅延録音してしまう最初だからねこれが小物の考え方ですわ、大物は違いますからね、大物はやっぱり違いますから、これやばいなと、両部屋の鍵も開けとこうかみたいなもんですから、うん、そう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 、だからさんまさんはほんまにそう思ったみたいですよ、ラスワさんも言ってましたけど、はい、やっぱりやばいと思うでしょう、あれはそうでしょうね、できすぎやもんな、できすぎやもんね、うん、そうだと思えば青田のり子ちゃんが言ってたみたい、人みたいになんかいろ、あ、これクイズの問題しようと思うんだけど、これは多分テレビで絶対流されへんからクイズの問題してあげるんだけど、はいはい、後で言いますけどね、大概おもろい話ありますよ、あ、まあいろいろね、みんな頑張っとるんや、 いやでもね、セクシーグラビアアイドルってどうしてもね、うん、まあなりますわね、あと言うてました山田マリアが、はい、あの古谷一行の、うん、あの温泉シリーズあるじゃないですか、はいはいはい、AV 女優がわー来て、ね、木の実奈々さんと山田マリアが出てて、うんうん、で古谷一行さんの中で温泉ギャルでわー、AV ギャルが来てわーって、俺があれ確か僕噂に聞いたんですよ、スタッフに聞いたんですけど、うん、なんか必ず宴会あるらしいですね、あのシーンの後に、はいはいはい、山田マリアが、うん、はい、そうなんですよって言って、うん、やっぱ宴会って木の実奈々さんと山田マリアがおるときはみんなあんまり乱れてないねって、はい、でもうなんかみんな早くとっとと帰らそうとするんだよね、もう寝たらみたいなね、そう、もう寝たら、うん、ああ、もういいでしょ、もうね、もうこれ木の実奈々さんとかまだアホと下げてるらしいねんけど、なかなかされへんねんけど、ああ、ちょっと鬱陶しいんだ、鬱陶しい、いやもうちょっと、ね、だってあの AV 女優がおさおって、うん、みんなスタッフも男もいっぱいおって、うわって、じゃあ乾杯、じゃあ今日はお疲れ様でした皆さんとかで、古谷さんを中心にまとまってるのに、楽しそうですね、木の実奈々さんと山田マリアがおると、うん、ね、うん、それはもうやっぱり気使うわね、多少は、多少はね、ずーっとこれいつまでんかいんの、いつまでおんねやと、もうさんざん食っとるがなと、はいはいはい、ねえ、今日皆さん、あ、もう踊らんで踊らんで、もうミュージカルでね、もうミュージカルでええねやと、山田マリアも一時、お前はんみたいに一時俺に意見するような名刺だとかね、思うじゃないですか、思いますよね、あ、うん。ね、みんなの目線はもう早く帰れーって、早く帰れーと、うん、誰かちょっともうあのアニサキスでもええって誰かサバッコして当てさせよ、なんかね、下痢させろみたいな、ね、そうそう、もうぶ豚役やでも半豚そうですね、それぐらいの気持ちで、気持ちでしょ、早く帰ってくれと思いますわね、仕掛けてでもいいから早く帰らせたいぐらいの気持ちで、あと AV の人とね、はい、もう二次会って本宴会でね、そうそうそう、本宴会と、うん、ああこれからこれからみたいな、下手したら今度があれちゃいますから、今日の宴会は天丼だけでいいんだね、そうそう、キルミさんとおったらね、天丼だけで15分ぐらいでね、天丼とビールの小瓶ぐらい小瓶ぐらいで漬物とねガーッてくんで、じゃあ今日はおしまいって思って、おや、部屋戻って寝るよ、いや部屋戻ってみたいなやっぱりだからね、みんな、いやー、そんな顔してるらしいですよ。うん。ああ。そうでしょうね。そらせん、AV 女優6人ぐらいおるもんね。そうですね。うん。あの盛り上がるでしょうね。だから、いなかったら、この皆さんとか。そう、いなかったら。それはもう、のっけから。もう古谷さんなんかでもね、ああすごいでしょうな、そうやで、ほんまにね、息子以上に革命を起こそうとしてますからね、息子以上に息子暴れるみたいなね、息子以上に暴れますよね、ああ、はい、もうね、ええ、もうほんまに股間がドラゴンですからね、あれは間違いなくお父さんも息子以上にドラゴン足ですよ、ドラゴン足でしょうね、絶対そうですよ、そら、うん、言うてました、マリアちゃん、もういつもなんかうっとしがられる顔されるっていう、ああでし、まあね、そのみんな口には出して言わないけど、あさらせやん、うん、キラミナナさんとか失礼な、そんなもん、ねえ、あもっと追ってくれていいんですよって言うんだけどね、はいはい、もうお金ですかみたいなトイレ立つため、いやもうお金ですかおられへんかおられへん言われたら気持ちはわかるけども、気持ちはわかるけどもね、ですよね。ですよね、でも古谷さんも言われるんですよね、こうやってね、はい、みんなでやっぱりなみたいな、うん、うん、いやだからまあ俺もね、前のぞみで通路選んでて、ね、古谷さん、はい、でマネージャーのというか、はいはい、あのベテランのおっさんと並んで座ってましたけど、ずーっとその話してましたもん。でしょうね。2時間半。はい。2時間半ずーっと温泉の話、はい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 、いやもっとね脱がしていい子もいるんだけどみたいなね有名だからって率上がるわけじゃないんだみたいなこと言うんですよ、はい、取り方なんだ、うん、設定なんだみたいな、はい、で、うん、あれは極端にエロにしちゃうとダメなんだ、はいはい、チラッと見えるのがって、うん、
古谷さん一回もあんねんよな、温泉に関しての。あれに関して言わせてもらうという勢いで言ってましたね。あ、うん、他の意見は受け付けません、うん、悪いけどっていうような感じで、俺の取り方をちゃんとやれと、うん、そういう監督がいいんだと。だから脚本段階からチェックを入れるよって言ってましたからね、はい、そう、そっからかいな、そっから長いこと考えてねえなえ、そんな長いこと考えたら温泉シートってのあれワーキー言うてだけで。だから、あの、脚本難しいんだって言ってましたよ、マジで。ほんま。うん、あれ簡単に見えるだろうって、はいはい、難しいんだと。どこで温泉のあのシーンを入れるか、はい、どういう形でその女の子たちにはしゃがせるか、はあ、それポイントなんだって、はあ、エロになっていかんのだって。いや、だからチラリズムでしょ。うん、バーッとはしゃいだ時にパパッと映るのがええんやと。で、ちょっとお笑い感覚というのがね、はい、だから温泉でパラパラ踊らしたりとか、はいはい、ちょっとお笑い感覚を入れるということにも、はい、なんかこう、ああ、一回もあるわけ。持ってるみたいですよ。ああ。子供も見てる可能性もありっていうことか。それはまあ晩の10時ぐらいからね。一応、10時またぎやからね、大体あれは。はいはいはい。はいはいはい。そこ問題なんだよ、とかいうようなこと言ってましたね。気合入ってますなぁ。ああ。で、新大阪で降りて、はい、ホテルどこだよって、用意してんの例のものみたいな感じで。ああ、例のものそこ話しながら行きましたよ。ああ。局に初め行かなくていいんだろうみたいな。ああ、はいはい。何出てんのか分かりませんでしたけど。はいはい。そういう謎の言葉を残して。ほう。へえ、なんかもう温泉、それはもう、古谷さんも悩ましてはんねやろね。うん。どうすればあれが延命できて、なおかつ、取っていけるかっていうね。はい。でも、本当にそれなりにプライド持ってるみたいですよ。そりゃそうでしょ。うん。ああ。率はあんまり落ちてないからね、みたいなこと出てた。ああ、そうやね。落ちてない、うん。確かに落ちてない。あの、はい、シリーズは結構撮ってますから。15ぐらい撮るでしょ。撮ります撮ります。ね。そこまで考えたんですね。考えてますね。ああ、はい、なるほどね。熱心ですよ。ああ、熱心やね。ね、まあ、木の実奈良さんぐらいは早めに帰ってもらうことも熱心にしてるんですよね。そうですよね。よく考えてるんですよね。どうして早く晒すかということもね。そうやんな。ええ。はい、まあ、女の子のスタッフとかマネージャーにて早2時間行かすんですよね、うん、多分、まあ、女性同士でみたいなね、そうそうそう、まあ、AV の方は残ってもらうけど、うん、あのスタッフそうか、まあ自分の部屋一番広いでしょうから、うん、よしじゃあ今日はもう宴会終わりで、うん、麻雀するよみんな、あの男のやつ集まれとか言うて麻雀するようなふりしてAD とかに走らせて部屋においでみたいなかもしれないね。麻雀のパイの音を録音しといてね、それをずっと流しっぱなしにしといてね、はい、エンドレスで。エンドレスでね、ちょっとうるさいぐらいにしといて、ね。まあ、パイはパイでも違うパイですけどね、ものすごいベタなオチ。以前ね、はい、まあ、うちのスポンサーはツイートアウトドアのオンラインショップナチュラムですけども、はいはいはい、清水邦明さんが琵琶湖の条例で、リリースを、釣った魚をリリースを禁止するという、うん、まあ、滋賀県が琵琶湖の条例を作ってですね、はい、ブラックバスを釣ったら、全部リリースしたらあかん、持って帰れ、うん、それは殺せということですけどね、うんうんうん、まあ、それに対して反対するっていうので、で、今今回ですね、はい、釣り人社という本屋さんから、出版社から、釣りの戦う木と書いて、挑戦木というのはですね、ほうほうほう、本出版社だったんですけど、で、ね、それはまあ、いわゆるリリース禁止に対する、まあ、訴訟を起こしありましたよね、はい、まあ、僕らもあんまり詳しくないんで、釣りのことに関して言うと、はい、詳しくないんで、まあ、もうほとんど僕はこの番組で取り上げなかったんですが、改めてその本を読ませていただいたら、うん、あの戦いっていうのは、すごい国明さんがちゃんと真面目に戦ってあるっていうのがよく分かってね、なおかつ、うん、ブラックバスが全ての外来種の敵や、みたいなことを言ってるんですけどね、はい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 、向こう側は。だから殺せというか、もう戻すなと、うん、でもブルーギルなんの方がもっと下道種な、まあ、生態系を乱すという意味ではもっとブルーギルの方が凶悪なとこあるんですよ。例えば大阪城公園のお堀なんかで、うん、ナイトスクープで、はい、このお堀にどんな魚がいますかって言って許可もらって網でこうやってバンバン取り上げた時に、うん、ブルーギルが一番締めるんですよね。あ、やっぱりね、強いんだ。強いんです、うんうんうん、一番だから卵もブラックバスというのはある程度稚魚とか当然食べますけど、意外と知られませんが、アユとかも他の魚食ったりしますからね。はい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 、はいはい、種類のあれは種類のアユなんかも他の魚食ったりはするんですよ、うん、当然、まあ、生態系ですからね。そうなんです、うん、ほんで、まあ、その中にはブラックバスが全ての環境や害悪やっていう、ね、壊すという学者もおれば、うんうん、そうじゃないんだと。もうブラックバスなんて今日本に来て何年も入ってきて、はい、そのうちだんだん落ちてきて、それほどの害も与えてないんだと、うん、まあこうね、まあバランス取れてくるんだと。いうことね、自然界というのは生き物はね、例えば、じゃあ外来魚は全部あかんのか言ったら、うん、まあ、いつから下がるか言ったら、うん、台湾土壌もそうやし、はい、まあ言うてみたら、鯉も日本古来のもんではないし、例えば琵琶湖特有のなんとか、アユとかを他の川に移すと、それは外来種なんですよ、はい、その川にしては、うん。その時代でね。うんうんうん、うん。って言われてるんですわ、はいはい。だからその辺のことを深く考えると、
マンダラ、なんですか、国明さんがやってることも、うん、あ、そういうことなんやと。はいはいはい、はい、うん。まあ意味のあるというかね、考えて考えてやってるわけで。しかも、琵琶湖自体に魚が減ってるのは全部ブラックバスのように言ってますけど、うん、あれはほとんどが一番減ってるのは護岸工事であったり、はいはいはい、いわゆる卵を産むとこの一番ね、岸壁のところに護岸工事やって、足と言われてるね、水生植物なんかを全部潰してしもたりとかして、撤去することによって、ね。撤去することで護岸工事でコンクリートで縁回り固めることによって、もう自然の形が壊れますからね。今の琵琶湖なんかは琵琶湖の、ね、日本中の沼とか湖を守る会みたいなので起こしていてシンポジウムやりながらね、うん、琵琶湖を元に戻すんだとか言うてんねんけど、それはお前ら行政もブラックバスが来るまでの間にやってきたことなんやろ、護岸工事とか。それはそうですよ。でしかもブルーギル話したらお前らとこちゃうのって噂もあるんですよ、うん、はいはいはい、一部、ね、証拠もだいぶ結構上がってるらしいんですけどね。だから行政ってね、都合のいいふうに解釈しますからね。ほんでさほど漁業権ずっと持ってて、ああ今釣れなくなったのは全部ブラックバスのせいやで、税金を下ろして漁業保証をもらおうとしてる釣り人とかも結構いるんですね。やっぱりまあね、そうまあなってきますよね。うん、いろいろまあ理屈つけたら、そうそう、だからそんなのを全部ブラックバスのせいにしてしまうっていうのも、一緒に報道メディアもどうなんやと思ったりもしますけどね。はいはいはい、はい、まあ僕らも一時ね、そういう報道を読んだりしてたら、ブラックバスってひどい魚なんだみたいなね、うん、思いをちょっと持ちましたからね。いや持ちました持ちました、テレビの映像なんか見たらブラックバスの腹かっさいたら、ちっちゃい魚の稚魚とかが入ってて、うん、ほらこんな風に稚魚を食い寄るんですわ言うけど、はい、まっアユとかなんかでも腹かっさばいたら多分食うとるんですよね。まあいろんなもの食べてますよ、そら。さ食べてますね。ね、水質ってわかりますやん。魚釣って後でさばいたらいろんなの出てくるじゃないですか。そうそう。あんこうなんかたまに揚げた時に、トリックでうまいらしいですね。うわ、それすごいっすね。いや、ほんまほんま。あんこうとかなんかは。だから美味しいね。いわゆる雑食というか、いろんなもの食べるから。うん、でだから海面に浮かんで掴んできたら、そう逆に食うたりするんですって、鳥とか。怖いですね。すごいですよ。すごいね。腹かっさばいた中の鳥の骨出てきたとかあるらしいんですか。そんなんこう食ってみたいね。美味しいかもしれないね。そうだからね、そう一概にはだから言えんってことで、僕らなんかほら、うん、僕らもあんまり釣りとかしないんであれですけど、ブラックバスが全ての眼鏡みたいに言うてる論調もありますけど、ありましたね。いや実際にデータとか調べていって、データもそんなにね、出てないんやと、はい、だから実際にブラックバスがどんだけ生態系に悪影響を及ぼしたかっていう、ちゃんとした調査もせん、もうブラックバスが悪いんやーって、なんかさ、うん、そういうのあるやんか、イルカは正しいみたいなね、うん、そうそうそう、クジラは優しいみたいなね、うん、そういうブラックバスは凶暴みたいな、うん、なんかそういうのありますよね。あるよ。だから例えば淀川なんかでも、ある時本読んでたら、ワンドって言って、うん、はい、淀川も護岸工事するために魚が激減したんですけど、はい、それをちょっとやめて、うん、足を作って川の流れじゃないところのちょっとたまりを作っていくと、そこに魚が、川の流れの中の早いところでは魚って卵を産みつきませんから、うん、こっちの方の端っこの方の岸壁のところで、うん、足とかあって魚の水生植物があって、そこに卵を産みつけて、はい、そこで大体みんなが魚を生活をしていくというね。それがなくなったら住むとこがなくなるわけだ。だから淀川の寝屋川 の堤防沿いとかの淀川べりの、寝屋川市のね、淀川長瀬のところにワンドって、うん、内側に、はい、地方環状線通ったら見えますけど、結構ね、ええ、こうやって川の流れじゃないところにちょっと内側にちょっとワンドを作って、ええ、作ってそこに水生植物植えて、そこに魚がたまるようにして淀川に魚の生態系を守っていこうという動きが。そういうやり方をしてんだ。ところが、生態系が壊れるって言って、ほんで、ものすごく僕も前から新幹線のね、うん、グリーン車のところに貼ったんですよ、琵琶湖を元に戻そうとかね、400万年前の琵琶湖に戻そうとか、そどないやねんな。あの主張もね、俺かなり怪しいと思ったんです、自分で見ながら、はいはい、400万年前ってそれっていつの時代みたいな、うん、ねえそれやったら鯉とかもおらんかったんちゃうみたいな。それって別のものがおったでしょ多分ね、うん、そん中に淘汰されていって今の形になってるわけやから、うん、だってね、魚なんてせいぜい、ね、うん、何年か前うまい環境は育って初めて生きていくわけやから、うん、だから絶滅する魚とかいっぱいいますからね。だから400万年前に戻せ、400年前、400万年前でしょ、うん、それやったら500万年前に戻せという人も出てきますよ。そう、そんなのって言ったら、何代前やったら琵琶湖はここにあったことじゃないか、もっと動かなあかんしね、うん、琵琶湖自体も動いてますからね、ね、あ、もともと陸は続いてたわけだから、うん、元々の地球はね、はいはいはい、うん、そこまで言い出してキリがないし、ね、だからそんな風にしてね、だから僕らが日本全国回ってきてね、よくほんまにみんな、うん、高速道路のことも言い過ぎちゃうかとかいう意見もありますけど、うん、いやほんま日本ぐらいね、うん、大阪湾かとしたけど、ようあんだけコンクリートで固めたなと思いますよはいはい、はい、それはもう氾濫が起きたらあかんからやとかいろいろ立ってるのも、言いますけど、行くとつけてますけど、うん、それね100年に1遍ぐらいの氾濫のこととかいろいろあってね、ほとんど日本って護岸工事とか河川の浚渫工事とかやりながらね、うん、ほとんど
ドの背丈に人間が壊してるんですよ一番、はいはい、まあ、だからものすごいそれが大量にね、あの公共事業でやってた頃っていうのは、はい、みんなそれで潤っててもうイケイケやったわけですから、はいはい、ね、自然とか帰り見てなかったわけ、帰りじゃない、だからな、俺なんか一番思うと長良川の河口石もそうやし、あそこのね有明の海のあのギロチンみたいな音したかもしれないけど、結局あれのことすれば一番持ってる生態系壊しますからね、そのブラックバスどころの話じゃないわけですよ、はいはいはい、はい、うん、結局だから調和でしょ必要なの、バランス、そうそう、バランス、バランス、今アメリカなんかもダムどんどん壊してるのは、うん、結局調和やと、自然はありのままの姿に戻すという作業が一番大事なんやと、うん、だからそれをこう人間にとってね、あるいは生物にとって適切な自然ってあるわけじゃないですか、はいはい、自然っていうのをほっとけばもう歩けなくなっちゃうわけでしょ、はいはい、木とかが密集しすぎて、はいはい、でも人間というのはそこを開拓して畑を作ってということをやってきたわけじゃないですか、はいはい、だから自然とか生物にとって、まあ、特に主役の人間にとって快適な場を作ろうということでしょ、はいはい、それはいわゆる人間にとっての自然なわけじゃない、はいはいはい、それを今やりすぎてるから、うん、便利にしすぎてるから、はいはい、もう自然じゃなくなってるということでしょ、うん、だからやっぱりある程度は不自由な目しても自然を守るというぐらいの気持ちが一番大切なわけでしょ、うん、そうそうそう、ね、それぐらいの気持ちが、そうだからそういう意味で言うと、なんか全てをブラックバスでって形づけるっていうのも、うん、俺はかなりあれは読んでても思いましたし、あのいろんなもん文献見てて、うん、かなり乱暴な意見なんやろなと思いますね、象徴が必要なんですよね、なんか運動するときには、そうこの人が悪いんだっていう、うん、それがあれば動きやすいわけですよ、はいはいはい、だそのクジラを守ろうっていうのは、はい、一つのスローガンとして立派だとは思うけど、はい、俺なんか知ってたらそのクジラを守ろうとしたらもう幾多あまたの他の別の魚は食われるっていうのがあるじゃないですか、はい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 、すごい、まあまあまあ、食料です、やっぱ食われるっていうか、まあまあそうですね、ね、はい、どうしてもこう入っていくじゃないですか、はいはい、口の中にね、はいはいはい、そういうことも含めて考えたら、はい、じゃあそのイワシはの命はええのかみたいなことになってきたら、まあ、ちりめんじゃうことからね、うん、はいはいはい、ちっちゃいエビはとか、はい、これはぐる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 こう回転してね、まあ、植物連鎖ですからね、ある部分のね、クジラも守ってたらあと100年200年したら海が埋まってしまうとかね、極端な話、はいはいはい、何千年かしたら、はい、そういうこともあり得るわけだから、それだったらまた一つ一つね、殺しがないといけないわけでしょ、はいはいはい、やっぱり適切なものっていうのはいいんじゃない、過剰になったらダメだけど、だからね、読んでて思ったんやけど、ブラックバスさえいなくなれば日本の生態系は守られるみたいな論調の人も結構いるんですよね、うん、でも俺はそうは思わんねんけどな、俺は日本の川とかがなかったら一番大きなのは公共工事だと俺は思うんだけどな、うん、まあ、やらなあかんとこも当然あると思うんですけども、ただその中で あるどっかの、うん、あそうか、四万十川もそうやったし、ロケ行った時も、うん、うちこの川の一番やとこは、まあ、こっちは見てくれ、なんでここにこんなメダカがおると思う、うん、日本、まあ、メダカ今絶滅危惧種ですからね、ここは護岸工事してないからね、うん、って言われるんですよね、はい、護岸工事しないとこはこうやってメダカはちゃんと巣を作って、うん、自分で卵を産んで育っていっちゃうんだよ、うんうん、ずっとねそれを繰り返していくんだよね、そうそう、でそんなことは反省もせんとね、琵琶湖も今まで護岸工事もしまくってきたのにっていうのはあると思いますけどね、まあまあその辺の問題は僕も全部語り尽くせるわけじゃないし、うん、そこまで知識ないですけども、その清水さんの書いた朝鮮記という本は非常に、はい、なんていうかな、ブラックバスのことだけじゃなくて、日本のこの今持ってる産業構造みたいなもん、に対しても、なんかね、非常に面白い本やし、国明さん真面目に取り組んでますよ。うん、ちょっとさすがに読んだ時も、あんまりよく、これは国明さんすごいなと思って、はい、先輩やってからこんなこと言うの失礼ですが、見直しましたというメールを打ちました。なるほどね、やっぱ真面目にね、やっぱりそういうところは取り込んではんねや。普段楽屋ではセクハラ大魔王なんですけどね、ほんまに、しょうもないエロいことしか言ってないんですけど、うん、でも頭の中ではね、うん、やっぱりこういうことも含めて、いろいろ考えてると。股間の頭は別名というだけ分かりましたけどね。まあまあ、釣り人社から出てる朝鮮記という本を、はい、一度もしそういうのに興味ある方がおられましたら、うん、読んでみてもらったら面白いと思います。わかりました。さて、秀明先生。どうもこんばんは。サイキックが始まった時、高校生だった私も、今は結婚し 3歳と1歳の娘を持つ父となりましたが、妻への理解を得て、うん、毎年イベントに参加しているサイキッカー消防士です。おお、はいはい。はい、今回導入しました記事を見ていただきたいのです、うん、記事の内容は教師同士で付き合っていたカップルが、ありましたな、女教師の友人を誘い、その友人に言葉巧みに民剤を飲ませて錯乱状態に落ちたところで、うん、男教師がその女の友人をもてあそぶのでなく、うんうん、なんと女教師が実行役となり友人とレス行為にふけた模様で2人とも逮捕されたということです。そうそうそう、それビデオで撮っとけたやつでしょ。まあそうですよね、うんうん、もちろんこの記事だけでは真実は見えてきませんが、うん、男教師がレズっていうのを見て、オナニーをしていたのか、はたまたレズる様子を見て中を明らばりにブランデーを飲んで甲骨感に浸り、その後仲間に加わり三品に受けたか分かりません、うん、ただ一つはっきりしているのは、助教師と友人がレズっていたのは確かなようです、うんうん、私は
この記事を読んでふと思ったのは、教師2人の年齢なんですが、ひょっとしたら2人は高校教師の京本政樹と真鍋香織のような、以前は教え子と恩師の関係だったのではないかと考えましたと、うん、いうことですね。はいはいはい。はい、これ、まあ、男の先生が44歳で、はい、27歳の女教師ですね、女の教師は。27ね。はい。はいはい。で、この、言えるね、友達と言われるこの27歳の女教師の友達を呼んで、二日酔いの薬、やって言って、民剤の睡眠薬飲ましたんですね。睡眠薬ね、飲まして、その間にいたずらしたんでしょ。そうそう。うん。レズってたんですよね。普通男が行くんが、はい、レズってたんですよね。うん。はい。それ弱み用のためにビデオ回して、それでこう 3P に持っていこうとしたんじゃないんですか、はい、からそうか、まあビデオ回して撮っとけって言われたら、そうそう、撮っとけば指示はしてるんですよ。ああ、もう女教師の方、女教師の方に撮っとけと、はい、お前の友達をあのとエッチな恋をしてそれを撮っとけと、はい、俺に渡せと。あ、渡せと、うん、いう指示してるんですよ、これ。ああ、うん、じゃあそれを、うん、まあ、今後交渉条件の一つとして、一つで、もし交渉が決裂してもおかずにはできるみたいな。ああ、はいはい。まあ、2枚面にね、両面を、ええ、ダブルスタンプ。これはあの男の教師側は、うん、その女教師なんかあったんですか、関係が。その時やってたわけですよ。ああ、付き合った。もう44と27ですよ、これね。うん、だからやっぱりその言われる通り、航空教師みたいにかつての先生と生徒かもしれませんね。ああ、なるほど。十分ありますよね、年から。付き合ったと。で、まあ、なんかちょっとおもろいことしようやと。うん。友達おるがなと。ああ。3P やろうやと。はいはい。なかなかの子、言うこと聞かないわよってなって。はいはい。じゃあお前、ちょっと睡眠薬入れて。はいはい。なんかちょっといたずらしたとこ取っときゃ、ああ、言うこと聞くやろ、みたいな。ああ、なおかつ、そんな、こんなこと言うたって、うん。うん、それビデオさえあればこっちのもんやったし。うん。いうことでね、これだいぶ前の事件ですよ、だから撮ったのは、うん、そうやね、2月18日ですよ、だから、ね、撮ったのはだいぶ前ですね、だいぶ前です、だから、はいはい、なんかでバレたんですけど、その時に全部そのような告白したんですよ、はいはい、かつてこういうこともしましたと、あ、それで問題になったんですよ。ああ、なるほど、うん、ねえ、はい、あ、これはだから学校としては生徒にどういうふうに説明するかという事件ですよ、はいはい、そうですね、すごい事件でしょ、学校からしたら、はい、まあ、教鞭に立つべきものがね。ものがね、なるほどね、うん、妄想モードでちょっとここに文章書かせてもらいますが、大学卒業後、女教師が赴任した学校には中学時代に片思いしていた恩師の、あ、男教師がいて、憧れの先生も少しそっちを取ったけど、やっぱりダンディでいいかなと思い、男教師の方も中学時代に比べて色気出とったなと、どんな教師の昼の手取り足取り教えたろかいと思い、二人は自然に付き合い出したと。最初は残業で夜遅くなど誰もいない学校の教室や体育館の廊下といった施設内でのエッチに夢中になっていましたが、慣れてくると飽きてきて、より快楽を求める気持ちになって、今回のケースに至ったんではないでしょうかと。うんうんうん、ところでこの記事を見た私の女友達の大阪府内の公立中学に勤める現役教師は、うん、この二人はきっと暇な中学校に勤務してるから、ぐーたら教師のどっちかで出て怒ってましたと、うん、怒るのは当然、なぜなら彼女が勤務する中学校は大阪南部でも有名な荒れた中学校で、夜遅く学校から帰宅しても携帯電話連絡があり、クラスの子が警察に補導されたからすぐ警察行って引き取ってとか、うん、3年の子は家でしたから教師全員学校に集合とかですね、そういうのがさらにあるらしくて、うんうんうん、ほんまにプライベートなんかないでと。まあせやから教師同士で付き合うケースが増えるんかもしれんけど、うちの中学校はおっさんばっかりで若男先生なんかおらんでと嘆いておりましたと。はい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 、堺、うんうん、のラーメン大好き消防士さんですけどもね、はい、まあでも多分そうでしょうね、もともと生徒だったかもしれませんね、お前 ね、その関係はね、まあ2人が付き合っててだん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 過激になってきてね、はいはい、刺激が薄くなってくるじゃないですか、はいはい、ちょっと今までと違うことやりたいなと、そうそうそう、もうあの体育館、ほんま言うた通りね、行動のカーテンの奥でもやったとか、うん、やったし、もう全部やってるんですよね、バラエティーことはやってきたわけでしょ、屋上、もうやそれは屋上なんて、それ最初でしょ、もうかなり初期ですよ、はいはい、初期、初期は初期ですか、屋上は初期ですよ、怒らんでいいから、いや、まず最初屋上からぐらいですか、屋上、まあちょっと誘いやすいやん、星でも見ようかみたいな、ああ、はいはいはい、ね、まあ、なんか文化祭の撮影とかやった後ね、ええ、天球をねこう持ってきて、あの冬の星座を観察しようとかね、はいはいはい、なんとでも言う、なんとでも言うて屋上にはそれでこれもって、OK ね、あのなんかね踊り場とかね今ちょっと難しいんですよ、はい、どうして踊り場なの、行かないといけないのっていう反応があるじゃん、でももうまず屋上でやってしまったら次踊り場って、まあ、いいな、これはもう検体、検体、検体だから、いくらでも言えますね、最初の屋上さえクリアすればもう体育館とこを込め、トイバコの中とかも OK、 もう OK、 トイバコの中がなり OK じゃない、8段ぐらいの中やったらいけるやろぐらいのね、かなりスキルアップしてますよね、スキルアップね、まあ最初だからやっぱ屋上でしょうね、屋上でしょ、これは屋上、屋上からスタートやね、俺たちの筋肉番付みたいな感じ、そうそうそう、あるからね、あるから、種目をね、まあこんなとこでやってるけども、明日この上をあいつらが飛び降るんだよねみたいなこと言いながら、言いながらね、授業中勃起するみたいな、
ぶるものすごい事業になるよね。まあ、わかるわかる。わかるよな。わかるよ。理科室も行きたいよね。理科室行きたい。理科室。ね、いい形だな、ビーカーみたいな。いや、それはもう、シリンダーみたいな。あの骸骨が私たちを見てる。そうそう、見てるぞ、みたいな。そう、みたいな。で、内臓がちょっと肝臓がなんかポロンと出てきたりとかね。そうね、いい感じなんでしょうな。人体模型が見ててね、人体模型私たちを見つめて見られてるみたいな。人体模型も入れてね、 3P だみたいなね。そうそうそう、あれ本当のうちに感動とか取れる。今でコロコロ見てあれ、あのはめ込み式の人がそうそうついてないから取り外せるようだったみたいなね。ああ、そんなのがあって飽きたんでしょうね。人体模型では飽きてからず。でもここまで、でも男教師の言うことはあれかな、やってしまうってのもすごいな。他のこともいっぱいやってるんですよ多分。せやな、それはもう絶対相当できるよね。そこまでやってるということはそれ以下のことは友達に出ずって睡眠薬飲ますっていうのはもう完璧な犯罪もね、かなり厳しいことでしょ。いやもうかなり厳しい厳しい、普段普通言うたらそんなこと考えてるのあんたはとか言われるもんね、なんか発言することすらはばかられること。人体模型の前はまだしも、まだね、まだね、ノリですけど、ノリですし、二人だけのことやからと思うけど、友達巻き込んで、友達巻き込んでてな、もう睡眠薬も用意してて、それも犯罪やもんな。だから二人どもが盛り上がってるという証拠ですよ、ね、ああそうや、ね、これこんなんやろうか、おそうしょうそうしょうとか、もっと言ったれみたいな ね, ね、お互いこうなんかね、はい、エスカレートしたんでしょうな。そうやんな、あそんなに教えられたこの島崎の生徒たちはもうかわいそうやで。ほんまこんな竹内さんがいつもね呼んでるね、エロ小説ですよ。ゴリュウエロ小説ですかね。あのゴッドフィンガートーマーの中の世代ですよね。そうや、ゴッドフィンガートーマートーマーの中の世代ですよ。素晴らしい連載やった ね, ね, ね、うん、はい、これなあ、普通こんなんね、エロ作家、最近のエロ作家考えないね。まあアシットに出てきた遺体とむっちゃんとあの漫画みたいなもんですか。ああ、そうそうそう、このこのあのサイキックにもね送っていただいたんですけどね、コミックドルフィン、その中にあの鳥越睦美という女性、はいはい、まあ若手を映画論家というかね、高井と、高井と広野という男ですね。そうそうそう、はいはい、明らかにね、明らかに、まあ、これモデルになっております、ね、そうなんですよ、笑うよなこれ。ほんで、まあ、鳥越睦美さんっていうのが、まあ、はいはい、昔レズ行為を、まあ、無理やりさせられてたんで、はいはい、それをまあ言うたらあの写真、横写真があるんでね、ゆすったと、ゆすって、はいはい、で広野と酒井が、そうそうそう、これバラされたくなかったら一回言うこと聞かんかいと、うん、そうそう、また俺似とんだよ妙に似とんだよ。これ後ろからごめんやって言ってますね。もう鳥越睦美がごめんやすって叫んでるっていうね。でこの子は東京の子なの。東京の方なんですよ、はいはいはい、でもまあサイキックも多分そうですし、あの足デカ館の方も聞いてくれてるということで、あの彼曰く、あのご本人、あの作者ご本人からも手紙が来たんですけど、はいはい、ゆくゆくは、孫さんと竹内さんを交えた 5P の対策を、ね、これ鳥越睦美が僕らやられるわけですから、これの方がまだ、でもさっき の, あのエロ教師がやってることにこっちの方がマシですけどね。だから事実はもっと超えてるんですよ、小説を。な、小説完璧に超えてるんですよ。これはだからあれでしょ、あの鳥越睦美の昔の写真を持って脅すってことでしょ。そうです、広野と酒井がね、酒井が、うん、だからその先生が考えたみたいなもんさ、ビデオ撮って、はいはい、脅そう脅そうかみたいなもんですよ、ね、はいはいはい、せやけどまた写真撮られるんですね、これは鳥越睦美は、アホねんな、これは。アホですわ、取り返し的なことは写真撮られるという。そうそうそう、でもパターンですね、エロ漫画の、ね、エロ漫画の、これがね、まあ、典型的なパターン、ほんま典型的な実際のエロ漫画が、のような世界がこの女子講師によってあったんですね。しかも両方とも教師やね、教師やね、これがポイント高いっすよね。それも野島のドラマ超えちゃいましたね。超えましたね。いや、それ言われてますね。高校教師がいまいち盛り上がらないのは、はいはい、うん、今やってることが、はい、今の女子高生からしたら、ごくごく当たり前のことで、ぬるいと、うん、かなりぬるいんちゃうかって言われてるんですよ。うん、そうや、野島さんの中では、これぐらいやったらすごいやろと思ってても、はいはい、こんなね、地方都市でもうこんなすごい事件がもう起こってるわけですから。それをいつまでな、そうそうそう、僕はこうなんやかんや言うても、まあ、ぬるいよなと、うんうん、思われてまうんですよね。ガンガン行けと、うん、いうことは、まあ、あんまりガンガン行ってもらっても困るんですけどね。困るけど、うん、だからびっくりした。これはほんまびっくりしたね、びっくりしたね。普通に、なあ、本当にね、生殖と言われてるね、そのまあね、生殖だってな、まあそうなんですけど、はいはいはい、基本建前上は生殖じゃないですか、うん、それがこういうね、やっぱり、自分だけ楽しんでれば何の問題もないんだけどね、だから本当最近ね、日本で刑事アクションドラマがねあんまりないで、なんかあったら刑事一郎、はいはい、誰が見とんねんとか思いながら、はいはい、ぬるいじゃないですか、あれも結局なんかこう、はい、まあ、メッセージも伝わらなかったしね、メッセージも伝わらないですね、全く伝わりませんし、はいはい、あれも言うたらその過激
的な写真週刊誌みたいなとこで、はい、えぐい事件に遭遇して、いや世の中の方がえぐいでみたいなね、一郎もほのぼのしてるしね、うん、当たらへんのはやっぱりそのね、もう現実社会が全てそうパワーショベルでドカドカ ATM はやられとるしね、そう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 、ね、うん、もう窃盗団、大窃盗団この間も捕まってましたけど、はいはい、中国と日本の混成チームで、はいはいはい、あの通帳を換金しに行くのは日本人みたいなね、はいはいはい、でその記事のすぐ下にはあの通帳換金信者捕まってる日本人がいるわけですよ、はいはいはい、であの同じその通帳の銀行行ったらその盗まれた通帳がその銀行の行員さんの通帳だったよね、はい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 、ほんでバレて捕まって、なるほど、はいはい、で何やねん、いや僕は頼まれただけです、中国人の人に頼まれただけですっていうね、うん、ほんまそうこれ並んで乗ってるからすごいなこれ、うん、毎日のようにこんなことになってるから、そう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 、もう今もシステムですからねそういう犯罪は、うん、だから一人捕まえてもダメなんですよ、あ、うん、いやあのね、うん、分業やっぱりワークシェアリングしてますからね、うん、今のところ殺人事件がなかなか解決しないのも結局みんな分担してやってるから、はいはい、分かんないんですよ、あ、実際実行犯してる人が動機ないわけだから、あ、だからあの実行犯にたどり着くまでの間にその動機を探るでしょ、うん、まず、うん、殺人事件っていうのは、うん、そこまでいかない、いかないんですよ、うん、だ全くやるやつはヒットマンとしてやってるわけで動機がないのよ、うん、どっかのルートで、ね、複雑なルートでそこにたどり着いてるのヒットマンまでは、うん、あのだから今ねルールがかなり厳しくなってきてるじゃないですか、世の中っていうのはこう、まあ、例えば芸人はこんなことしてあかんとかいっぱいルール決められてるよ、はいはい、それと同じで大体テロリストとかねテロとか起こったりするじゃん、だ大体 FBI とか、 なんか CIA とか掴むでしょ、はい、あれなんで掴んでるかって言ったら僕らコンピューターでなんか掴んでるように思うけど、実はテロリストの仲間からその情報を買ったりとか、はいはいはい、そういう付き合いで掴んでるんですよ、あ、まあ言うたら公安警察だね、ええ、はいはいはい、だからそういうとことの付き合いがなかったら未然に防げないわけですよ、はいはいはい、必要悪なんですよ、はいはい、だからそういう裏の経費みたいなのも必要悪として必要なわけですよ、はい、公安調査費とか言われるやつ、ね、秘密費って言われてるやつは、はいはい、それをみんな競馬馬買ったりするからあかんわけですちゃんと使うちゃんとあれは使わないと、例えば凶悪犯とかがどっかに潜り込んでるってなった時に、はいはい、潜り込んでかくまってるとこあるわけですよ、はいはい、そのかくまってる人に聞かない限り分かんないわけですよ、あ、そうやな、うん、いわゆる、まあ、アジトって言われるとこですよね、だからそういう人との付き合いもやっぱり警察持ってかないといけないのに付き合いがあっただけでどんどん叩かれるから、でもあのいつも思うけど競馬ってあのいつもイメージ悪なる事件ってそうそうそう脱税したらみんな競馬買ってんねんな、うまい、はいはい、TBS のせいばやおい、あれまさあのな悪徳プロデューサーな問題そうキックバックすげえみたいなさ、はい、7年間で9000何百万ですか、うん、表出てるだけで、はい、あれもんでまた競争分かってんでしょ、競争分かってバレるっちゅうね、そうそうそう、でテレビ局の1回のプロデューサーが競争分かったり、うん、フェラーリ乗ったらバレるっちゅうね、うん、そんなもんそれでもなかなかバレなかったんでしょ、おかしい、しかも TBS 改めて調査しますと、改めて調査しますと分かるやんと、もう絶対分かってるはずですよ、はいはい、うん、ABC でそんなことしやすと思ったらすぐ分かるよ、よほどなんかの御曹司かなんかで、いや昔からなうちは代々みんな競争分かってんねんけどやったら分かるんやろな、そんなもんも ABC とかでこんなにいきなりフェアとかで来てみ、うん、イタちゃんなんかちっちゃい車で来てね、うん、でなんかねみんなで行く時も酒もそんなねええ酒頼まんと僕らやってるじゃないですか、はいはいはい、しまちまと、しまちまとね、キックバックもらっとったら怖いよね、それで怖い怖い怖い、イタちゃんはどんだけ貯めとんねん、知らないようにイタちゃんなんかお前ローンお前5年で終わったってやろなガシやろっていうね、だって今さ関西ローカルさんキックバックするような会社すらないからね、ない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 、みんな困ってんのに、いや今もう関西なんか言うとくけどもう東京もせやけど今関西なんかダダ減りやで、生産にないない、そう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 、もう大変なことになってる、東京でも大概減ってんだよ、ダダ減りしてるよな、その減り方がただもんじゃないですよ、ね、いや半端やない半端やない、ほんまに聞くと聞くとね、なんか半期で半年で5億削減とかね、いやそれぐらいしますよ今も、いやきついのだわ、俺の友達とかやっぱりあの個人でコンピューター関係の会社やってる人多いんですよ、はいはい、みんな忙しいね、はい、みんな忙しいねんけどガン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 単価が下がっていくわけよ、から同じ仕事をすいませんけどあの前の3分の1でやったら、ああそうや、それはやれないんだったらいいんです、他当たりますから、はいはいはい、やります、そうそうそうなるもん、だから暇じゃないね、はいはい、仕事はいっぱいあんね、うん、でもお金はものすごい減ってんね、いや俺らがそうやで、うん、だんだんあのギャラなんかも上がってないし全く、うんうん、でも、はいはい、夫も天井になっても出るし、はい、でなんか新規でやる番組でこれぐらいの時間やったらこれぐらいもらえるんちゃうのって、以前やったらこれぐらいもったやんっていうのが下がってんねもん、うんうんうん、明らかに下がってるよ、申し訳ないですって言うねんて、うんうん、言うねんみんなな、うんうん、でいやもうどうしてもやったらまた他は当たりますわ、そうやります、そうもう街中で小さな叩きがあるんですよね、叩きがあって、お宅商品なんぼですの、あ、ダメやったらこっちに頼みますわみたいなね、そうなんで、もう文房具屋さんとかもどんどん潰れていったりするし、テレビの業界もだんだんそれになってきたらこれでできてたやんと思うからね、だからそれが一番悪いんでしょ、
結局今無理してやってるということじゃなくて、それ慣れてしまってこれできるやん君らみたいなことになると、うん、もう絶対経費なんて良くならないじゃない、うん、そうやね。だからリサイクルショップが安いのと分かるけど、新品売る店がね、例えば1000円均一と500円均一でなんか割と高級そうな手袋とか売り出して、わ安い安いってみんな飛びつくけど、あかんねんって、こんな値段で物が買えたら、うん、ダメ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 、この値段で物が買えるということは、この裏で泣いてる人がいっぱいおるわけやから、そうやね、これはもう考えまで安いだけないと、うんうん、だから古本屋とかね、そういうところっていうのは値段下げるのは商売だから、はいはい、新品というのはやっぱりその価格で売るということが基本じゃないですか、うん、そうやな、うん、新品がこんなに安い、よかった、かっこか安いから買ってきた、ちょっと待てと、うん、もうこれはあかんやろと思うんです、うん、最近ね、うんなうん、とこそこまで行くとな、ね、と思いますけどね、うん、はあ、いやほんまそういう意味ではすごいよ、厳しい業界になってるよ ね、 ね今ね、もう俺らでもさすがにも厳しいと思ってますからね、やっぱりね、俺でもあの TBS とかさ、あんなことになるやろ、そうやね、あんなおっさんおんねん、そうやね、ほんで TBS ももうきっちり肩つけっちゅうね、ああいうおっさんにはもう、うん、あかんね、能力あるからとか、昔からこれからまでの貢献があるからとかね、そうそうそう、はいはいはい、なんねんけど、かっこ悪いで、かっこ悪いですよね、やっぱり、あね、競争は買いよね、もうほんで自分の愛人の名前つけた人に牝馬にもうやめてくれっちゅうね、いつも部屋の中、新馬線の暇とか見てて、怪しいって言われた、怪しい馬の名前あんねん、これなんなんみたいな、そうそうそう、ほんまね、ファイト、めぐみとかね、なんか、なんでここめぐみなんやろと思うことがあるねん、俺、悪いけど、悪いけど、俺もつけてんな、つけてんな、若いお姉ちゃんの名前をね、そうやねん、キラキラ香り、誰やねん、それみたいな、おんねん、ほんまね、怪しいねん、間違っても自分の奥さんの名前とつけないんだよね、つけないねん、つけないでしょ、ほんまね、新馬線見てると、ちょっと、ちょっと怪しい牝馬あるよな、お水系やね、ほんでね、そう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 、うん、あちょっとね気になる、なるほど、気になるとこですね、それあれ見てたほんまにね、これ絶対なんか馬主さんがなんかのあれやなって、愛人かクラブの姉ちゃんの名前やなってわかるもん、うん、あそんなとこに奥さんは名前つけて忘れておらんやな、そうなんかね、ほんまそうやねんで、あの例は明美ジョバンニみたいな、なそうそうこの明美って何って思うねん、ジョバンニはわかるけどみたいな、ね、まあ、香りジョバンニ呼びますけど、香りジョバンニって本当にいるんですけど、そういるんですけどね、これわかんないですけど、だからそれを俺の想像で言うと、馬主席に行って今日お前の名前つけて馬走り呼んでとか言って、うん、馬主席に行って、馬主席が当然入れますわね、当然何人もあの入れれますから、大臣の連絡で行って、その馬が勝って、うん、何やかんやしながらで、まあ、そのまま一緒にクラブ飲みに行くというのが一応まあ基本パターンやろなと思って、ステータスと思ってるんだ、そういう人ね、だから俺はだから牝馬にあの名前つけるのもええねんけど、出どころ聞いてくれていつも思うねん、そうそう、つけるときにね、そう、はいはい、JRA に言いたいねん、はいはい、ちょっと聞いてくれと、まあ、何でもいいと、この名前はどっから来たんですかというのを、出世明らかにしてもらうとね、うん、例えば俺の孫の名前をつけましたとか、うん、なるほどね、うん、まあ俺 JRA で今あの走って絶対買う馬、音羽ちゃんね、あ、音羽ちゃん、ね、音4着やったんですけど、音羽って音羽ちゃんなんで、音羽ちゃんちゃんね、音羽ちゃんはもう無意識にもう手出してますね、僕は、ああ音羽ね、はい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 、あ音羽、音羽を大事にしたいという憧れですけどね、憧れたなんでしょうね、きっとこれはね、多分ね、それは六本がなんかに音羽というキャバクラ嬢がおって、うん、お前のつけといてるよとかなんかでグワーグワー言ってる人かもしれませんよ、音羽はまだ4戦しか、3戦かな、うん、はい、うん、そうやね、まだこれからと、これからと、これからですけどね、頑張ってほしいなと、まあね、だから頼むからどんな贅沢してもら、競争は買うのやめてくれ、俺は思うんですよ、イメージ悪いっちゅう、キックバックもらってる人は特にそうやね、バレるからね、そうやん、そんなもん必ず行くからね、みんな、なんでやろうね、車と馬、馬、うん、女、どうせたらキックバックいう馬走ってる、そうやね、そうやね、キックバック丸儲けという馬ね、キックバック走って走って走って2着丸儲け、嫌な組み合わせや。さあ、はい、ね、エピック25周年が、はいはい、まあ、今日は東京の方で行われておりますけど、はい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 、結局岡村ちゃん出えへんかったな、出ませんでしたね、でもね、すごい面白かったよ、バービーが出て、うん、バービーが出て、はい、とにかくさ、もうマーチンがトップじゃないですか、はい、マーチン出て、マーチンのお姉さん呼んで、はいはいはい、で、マーチンのお姉さんが、そうね、マーチンお姉さんも、で、ロンリーチャップリン、ロンリーチャップリン、はい、からロンリーチャップリン、はい、で、僕がソロになって最初の曲で続いて、ガラス越しに消えた夏を歌うと、はい、それの 作曲者である大沢ゆしがやってくる、ちょっと大沢君カップよくようできてるやん、ようできてんねんこれ、うん、大沢君が出てきて、うん、そっからこのコッヒーが久しぶりに来て、はい、そういうわけで、まあそして僕は途方に暮れるも歌いながら、もちろんそして僕は途方に暮れるで、うん、終わって、うん、はい、でコッヒーが出て、はい、でまあその辺の松岡君とかその辺のラインが出てきて、はいはい、でもなんだかんだ言うのはね、一番かっこよかったのはね、モズ、ああ、うん、
この腐った世界を焼き尽くせて、あの年でまだ劣ってるからね。かっこいいわ、森山。ね、やっぱりもう、森山さすがだ。熱い、熱いやだ、森山怒鳴ってるし、相変わらずやーとか思って。オーディエンスはやっぱり盛り、もうモッズは変わりませんからね。うわなんか一番かっこよかった。スタンスとして一番かっこよかったね。うん、そのバービーもすっごいかっこよかったけど。はいはい。うん。で、バービーの後に、その、TMN ですわ。はいはいはい。ネットワークですネットワークね。ね。これが、あの、やっぱり、B、うん、ゲットワイルドとか、打つ、ちょっと打つかなり大きくなってましたけど。はいはいはい、やっぱり大沢君もね、腹出てたし、テレビで見たら腹出てんの。大沢選手ね、やっぱちょっと、ちょっとかっぽ、うん、で、かっぽくよくなった。スーツ着てたらなんかあのねなんかトレードセンターがなんかのビジネスマンかなみたいな感じがねちょっとかっこいいので打つもやっぱ大きい、ね、でもやっぱりさすがですわ、はい、セーフコントロールで綺麗に終わってその後ミサト登場でしたドーンと、うん、ミサトがいきなりマイレボリューションで、はいはい、パーンとピアノにスポット当たったら小室が弾いとるんですよ、はい、ああなるほど初期の頃やってますからね、はいはいはい、贅沢やからそんで佐野元春につないでいくと、はいはい、言うたねこう夜の引っ張れが全部本物みたいな。ああ、なるほど、ね。全部楽しくないわけないんですよ。そうやな。これ3時間半あったんですよ。佐野元春が歌うと。そう。最後、締め佐野元ですか締めは佐野元で。マーチンから佐野元春。佐野元春。で、全員呼んで、サムデーと。あ、サムデーをみんなでやるんや。サムデーも全員なんですよ。あそこで田代正史は入ってくるんですよ。いえ。さすがにいませんわね。やっぱり面白かったわ。うん。終わってから、コンダさんとかにも、よかったですよ。で、コンダさんがずっと反対してて、はい、やりたくない、やりたくない。頼むから一回だけ、リハに来てくれって、はいはい。リハに来たら、全部、何にも覚えてなかったのに、全部スラスラ歌えて、はい、ソプラノサックスもバンバン吹けて、こっち楽しかったから、やりましょうと。そんなもんなんだな。理屈つけた、お前は何やって、俺らと飲んだ時にさ。よかった、言うたら、よかったって言ってくれただけ嬉しいっすよ。なるほどね。すごかったっす、本当に、はい。楽しいですね。はい、あれたまに見ると楽しいですね、やっぱりね。面白い、やっぱりね。贅沢でした。はい、結局いきましょう。メンバーがね、亡くなってしまいました。ラモンズのトリビュート。これがよくできています。ラモンズトリビュート。すごく素晴らしいミュージシャンがいっぱいいますが、その中で、ビートンドフラット、ユーツ。さて、積み立てクイズですが、先週、物議を醸した問題。はい、はい。あ、よう当てたら、この伊丹市の、初美ちゃん、はい、東海さんですかね。はい。はい。ね、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。よく当たりましたね。当たりましたね。浅草記念の博士が聞いてて、誰ですかって答えた瞬間に、うん、絶対嘘やっていうのと、高橋さんほんま言ったよ。高橋さんそれどっかで言うたら殺されますよ。これあちこち聞かれましたね。誰ですかー言うて。言うても信用せんやろ。で、うん、あまりにこう大きすぎてというか。俺も嘘やと思うけどな。いや、まあね。うん、僕もそうだと思いますよ。思いますけど、まあね、うん、小川と橋本と猪木のスリーショットが実現するぐらいですから、世の中。まあ、わかりませんよね、敵のスリーショットですよ。そうやね。はい。はい、当たった2万円お送りします。はい。はい、今週の問題です。その日程のやつで言った、その青田のり子ちゃんが、はい、なんか、一緒に仕事行って、うん、で、まあ、俺の家に飲み来いよってある人に言われました。はいはいはい。で、まあね、一応先輩やし、行かなあかんかなと思って行って、コンコンとノックして、ホテルドア開けたら、ああ、いいよ、開いてるよって、パッと開けたら、うん、そこには、その男の人はいきなり、腰にバスタオルだけ巻いて、よーって立ち上がったらしいんですよ。もう、仁王立ち状態。玄関開けたらすぐ仁王立ち。すぐですよね。いきなりみたいな。はあ、で、ノブちゃん、これやばいと思うんで、飲みに来ただけですから、いや、飲むだけで、飲むだけで、って言われて、うん、入って行って、飲むだけでなんで、バスタオル1枚に腰に巻いて飲むねやろと思って、はい、そこから2時間半ぐらい飲んでたんですって。バスタオル1枚で。で、その人はずっとバスタオル1枚で、ブランデー飲んだ。まあ、その人は誰かという問題ですね。で、まあ、もう一人やっててほしいんですけど、木内明ちゃんが、うん、同じように、ホテルの部屋、まあ、飲みに行こうって飲みに行ってて、なんか、近くにバーがなかったんで、俺の部屋で飲もうかって、部屋入った瞬間に、部屋来たらもう分かってるやろな、うん、って言われたんですよ、あるお笑い芸人に。対照的やなと、盛り上がったんですよ。はいはいはい。片やね、うん、戦闘態勢に入ったままのに、2時間半かなと飲んで飲んで、片一歩入ってないのに、部屋入ったらもう分かってるやろな、って言うた男、うん、あでこれをラサワさんとみんなですっごい両極端やねと、うん、そうねどちらが男らしいのかってそうやね、部屋入った瞬間にはお前も部屋入ったことは分かってるよなでまあ半分冗談めかして言ったらしいんですけどね、うんまあ、半分冗談めかして言ってもそれは言われた女の子の方はドキってなると思いますよね、うんうん、で言ったんですよな部屋で飲もかってうろろして結局店入ってない部屋で飲もかって部屋入った時にそれ言う男といきなり腰にバスタオル巻いたらお前よって言って上半身裸のことどっちが怖いやろって
さあ、難しいね。まあこれ一人はもう年配でも50いくつの方で、もう一人は30代半ばのお笑い芸人で変わるとかっこいいタイプですけど、この二人を当ててもらいましょう。はい、わかりました。郵便番号530-8012ABC ラジオ、誠のサイキック青年、何答えの言えないツイートで見つかかり、または psy@abc1008.com です。さて、皆さん土曜深夜の NHKBS デジタルスタジアム見られたことでしょうか、はい、お宅の希望、お宅の星、旦那宇多田こと、キリア和明さんがゲストで出ていました、うんうん、キリアは胸の第二ボタンぐらいまで はだけ昔の、ルナオクみたいでした。うん、確かに綺麗な優さ男でいい男ですわ。発言にも自信がみなぎっていて、うん、勝則という言葉を、ガッツ、ガッツリ、ガッツリで読むかな、これガッツリですね、はあ、ガッツリという言葉を何回か口にしたのが印象に残りましたと。あ、うん、この番組はメインのキューレーターが作品を選んだのも選んだものを審査、それにゲストの人が振られたコメントという形で、はい、ゲストは一歩引いてるもんなんですが、旦那宇多田は、うん、振られていないのにしゃべるしゃべる、お前がメインかぐらい一人舞台、宇多田を嫁にした自信みなげるコメントぶりでした。はい、僕はもっと車に構えた格好つけの中でに秋色的な野郎かと思っただけにちょっと意外でした。はにかんだ顔もこれは惚れる的な男前の顔でございました。そうなんだ、顔だけ見たら宇多田にはもったいないぐらい男前ですと。それよりも後半のコーナーでメインキュレーター、森本浩二さんに対していつか、いつから森本さんのファンだったんですが、質問にキリアは、はい、明日のジョー2からのファンですと発言したんです。それは森本氏に原画を担当してた作品では、キリアは、某当時小学生でその森本氏の絵のタッチにエロスを感じていたと発言していたんですと。小学生で原画を担当している人のことに詳しく、タッチにエロスを感じたなんて、これはもう竹内兄貴の言うように 100% オタクの王道ですなと。はいはい、はい、まあ宇多田もいろんな音楽番組見ても、話で漫画のカメレオンやらアニメのアンパンマンやらを引用したり、例えがアニメ漫画ばかりなんですと。作り手もワイプでその漫画を挿入しなくてならなくて大変そうでしたと、はいはい、こっちもいろんなオタクみたいですと。これはサブカルコンサブコンでんなということですね。これはあれやな、キリアがオタクに教えたな。はー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 、そうですよね、まあ、うん、はい、うんうんうん、そういうところがまた宇多田ヒカルさんもグッときたんでしょうね。グッときたよな、自分の知らない世界でなおかつ男前知っててね、はい、男前がポイントですよ ね、はい、よく知ってるのはいっぱいいるんですよ、はいはいはい、男前じゃない、はい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 、ね、お金持ってない2枚目じゃないよく知ってる人いっぱいいますからね。さっきから周りに100人いますからね。いくらでも宇多田ヒカル紹介しますよ。そんなやつ別にね、岡田斗司夫でもよかったんや。いや、まだね、岡田くんなんかまだこう、はい、ある程度小金持ってるだけ、はいはい、まだいいけど、その小金も持ってないよく知ってる人いっぱいいますから、ね。本当にそやね、何百人も、そんなが良かったらもっとお宅を紹介するで歌だっていう世界ですよね。そうそう、いくらでもおいでっていう感じです。はいはいはい、分かります。今何回でもしてあげるから。ああ、そんなが良かったアニメのことしてるから何本でも知ってやと、うん、結局顔が良かったからでしょって言いたいよ。そうやね、しかもなおかつお金持ちだったからでしょ、ということはね、ニューヨーク行ってたからでしょっていうこと言いたいの。言いたいよね。それを宇多田ヒカルは違いますって言うんだったら、そうじゃない人いっぱい紹介します、ね。もっと詳しいやつ。もっと詳しいやつ。キリアなんか日やないでと。そう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 。ね、宇多田旦那、お前の旦那ぐらい出したことないでってす。うん。何ぼでも言いますよと。うん、はいはい、さん紹介しますけど、ね、紹介しますよ、本当来てくれたら、来てくれたら、ね、いろいろでも相談乗りますよ。乗るよ乗る乗る、ね、もっと詳しいこと知りたいんですよ、アニメのこととか、アーキョッケーみたいなね、アーキョッケー会場のこと詳しいやつとかね、はいはい、もう何でもどの分野でも見ますから、はいはいはい、何本でも集めてあげようと、何でも持ってますからね、玉を、玉をね、何本でもカプセル会社いっぱい持ってます、持ってますから大丈夫ですよね、え、でも結構まああれなんですよね、好きなんですよね、やっぱりね、またあれでしょ、男前がね、遠い目でね、熱くアンパンマンを真面目に語ったりするんですよ、またキュンとなるんですよ。これはまたかっこよろしいね、これ多分。これがね、かっこいいか。いや、まだね、まだですよ。はい。うん。このかっこよくないやつが遠い目してね、アンパンマン語るとね、あんまり良くないんですよ。いや、遠い目しようませんからね、あいつは。近い目ですね。食いつきそうな勢いでしゃべるから、ね。そうそうそう。アンパンマン知らないしか大なもんとかね。食われるのちゃうかと思いますからね。話聞いてる女の子、はい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 。はい、怖いですわね。怖いですからね。ある意味。やっぱそういうので、ちょっと涼しい目で言うのがいいんでしょうな。でしょうね。いいんでしょうね。なあ。ね、こんなん言いよるんですわね。言いよるんですよ。まあまあ、なんかね。それはもう、まあ、言うたら自分とは全く対極の世界にいるっていうか、対極の話じゃないですか。うん、アニメとかね、漫画とか。はいはいはい。で、なおかつ同じ志を持ってるみたいな感じが。熱いハートに惚れました、みたいなね。なんか立ってるフィールドは違うけど、みたいな。ベクトルは一緒、みたいな。なんかそういう理屈があるんですよ、多分。なんかね。
そうなんですか。多分ね。いやでもほら、あの俺もさ、この間スチュアーデスのね人たちと飲む機会があって、で、あのどっか外資系のスチュアーデスでしたわ、あの、はいはい、なんで、で、あの最近僕も月刊エアラインとか呼んでた瞬間に惹かれた、たまにそういう人いるんですよみたいな、コンパの席で、ね、お前あれやろ、どうせ夜の11時頃回ったぐらいの時間帯で、あの割と遅くから集まってるやどうせ業界やから、そうそうそう、あの業界って結構遅いもんね、みんな集まるのが、ね、だいたい10時ぐらいからみんな飲んで、たまたまそこに遺体が行った、うん、割とおしゃれかなと思ったら月刊エアライン呼んでるこいつはあかん、いや忘れ340がとか言うた瞬間にピューって言ってしまいました。もうそ聞きたくもない世代じゃん彼女たちが、ね、仕事兼ねてんねんからみたいなね、いや忘れ40でも何乗ってるの知らんやんな、ね、そうそうそう、あ失敗しましたね、うん、もう瞬間もう沈没みたいな、ね、もうそこでこう跳ねられましたね、跳ねられましたね、なんか中途半端なボソ魂ちょっと久保塚教えてかっこいいかな思ったけどみたいな、ワインこう回しながらね、ダメこいつ、いや忘れ40ってそんな知らん世界からいいんですよね。そうそうそう、知らん世界、僕も最近読み立てやって嬉しかったよ、いろいろ聞きたかったけど、聞かれました、全く通用しませんでした。あかんわ、ね、もう飽きませんでした、ね、あかんもう芸合が見えるんですよ彼女からしたら ね、 ね、勉強してきましたね、そんなこと知らんでええねん付き合いたい男は知らんでええねん、うん、知らんと困んねん、逆に困る、知らんと困んねやんな、スッチーのなんか使ってる隠語とかをね、詳しかったら嫌やん、うん、トイレ行くのなんか多分不調あるはずやもん彼女らは。そう、あのなんかしょうもないこと言うね、おっさんがな、あの全日空乗ってな、あのあれ言うらしいわ、あの横のおっさんが言うてたって聞いてた、黒木瞳さんみたいな人はいまへんなとか言われても、もう、まあ、いやな顔されてたみんな、はいはいはい、うん、そんなこと言うとあかんねんってみたいな、はいはいはい、ドラマの話せんとってみたいなさ、はいはいはい、あるんですよやっぱり、はいはいはい、うん、うん、ねえ、あるんですよ。エアバスええよ。いや、だからまあ、そのグッドラックの話でも引くぐらいだから、そうそうそう、月刊エアバスとか、エアラインとか言われたら、もう、それ、すごいことですよ。ああ、本当に。うん、盛り上がれへんかったやろ、全然盛り上がれへんかったな。もう一応、その時、もう、スチュアーデス全員の世界の中で、チェックアウト。アウトやな。アウトのこの人ダメ。こいつダメ、こいつダメ。はい、そう。今いけた。はい、いけた。短いこの人を呼ばないと。そうそう。もう、この後飲み食いどうするっていうぐらいね。そうそう、トイレ行ったらもうメールでやめとこうね、あのエアバス君。エアバス君エアバス君って言われてるでしょ。エアバス君さっきちょっと。エアバス君って呼ばれてる。その時点で。エアバス君やってそんなもん。ジャンプ君と同じやってないの。名前知らんけどみたいな。いやいやもうエアバス君ダメでしょそら。エアバス君ね。ああいうのって難しいよね、あんまり詳しいことを聞きすぎてもあかんし、あかんでしょうね、うん、だからね、スチュアーデスの方に近づいてくるところの体目当てか飛行機目当てかどっちかみたいなはい、はい、あ来たどっちが来ても嫌なんですよ、体目当てなのみたいなのも嫌ですし、うん、あこの人飛行機 の、 あの内部事情のことだけが目当てなのねみたいなのも嫌じゃないですか、なんか機密資料持ってこいで言われるんですね、いきなり行ってね、なんや今日制服ちゃうんや、これブラウンだよ、まずメールで制服やろうはさっきようね、制服やろうやろうね、それも真っ先にアウトですからね、そうそう、あのリゾッチャのビンゴはどういう仕組みなのかなとかそんな言うてもダメでしょ、全くダメ、そういうね業界内部っぽいね、そういう一番嫌われる、そうイベント運営はどうなってんねやろとかそんなこと言うとダメですから、はいはいはい、絶対ダメやろな、ね、はいはい、だから離れた話をしてほしいのよ、そうホッとしたいのホッと、癒してほしいのよ、バカ話するかね、うん、祝い飲んで楽しく喋りたいのにって、そうそうそう、だって言うたら自分の仕事何やってるのかってことを言うた方がまだバシやのにね、まあ、エアバス君ではもう、エアバス君ではもう遠いな、エアバス君では飽きませんでしたね、いやもう遠い目して液晶ディスプレイの話とかしてたらよかったじゃん、まだまだそっちの方がね、いやそれもどうかな、機械系はダメですかね、あんまりだからね、液晶系も飛行機積んでたりするじゃないですか、いやだ基本的にはだからなんかあのあれ上からさ酸素のやつが急に降りてくる時ってどんな時とかの余計あかんよ、余計あかんよ、余計ダメでしょうね、対局の会話難しいっすな、いやだから、あの基本的にはだからどっちかというと自分の業界の声やこういう仕事してるんですけどみたいな、割とあの丁寧な喋り方が好かれますから、紳士として。そうですね。体求めてないんですよ、機密書類もいりませんというのをまず。機密書類でそんな。いやいや、まあ、そういうのをまず出さないといけないじゃないですか。産業スパイみたいなやっとるんですよ。もうそれをまず出さないとダメなんじゃないですか。いろいろ外国にも行ってるしね。そういう話も。
鬱陶しいでしょ。ああそうですわね。あとどっか行ったところね、ワイキキとかどっかで行くところのちょっとこう変わった店でお互いに共通のものを話しするとかね。そうそう、こんなの本当ね、海外系に行っちゃうんですね、みんなね、うん、あの日本でやっぱりちょっと今厳しいじゃないですか、はいはい、今外資系でしょ、みんな、みんな外資系行くんですよ、はいはいはい、あのだって向こうでステイ、例えばほらね、あの今このねグッドラックでえらいことになってるね、全日空ですか、はい、うん、全日空でやっぱりほら上海とか、今上海とかもうすっごいじゃないですか、はいはい、うん、上海、あ、まあ、チワキも行ったりしたな、ね、上海、まあ、上海外に行ったりするんですけど、はい、まあ、ものすごいアホみたいに高いね建物がどこだったって、チワキの前泊まったホテルだから、フロントは35階とか行ったぞ、チワキのデジカメしてもうたけど、チワキ前も言ってたもん、35階ぐらいだったよ、チックが。グランドハイアット泊まったんかな、うん、なんかもう恐ろしい高さやったの、88階建てやもんね、うん、35階ぐらいにホテルでチェックインして、そこから上は客室やったから、うん、一番上のバー行ったら、なんかね、もうなんか酸素薄いんちゃうかと思う、クラウド9とかそうですね、あ、そうそう、87階がバーなんですけど、はいはい、あのプートンっていう、今まで田んぼしかなかったとこに、はい、突然その、うん、ね、資本がドクンドクン投下されて、はい、上海ってとんでもないことになっててね、だからもう半年ごとに風景があったりとかね、うん、もうほんま近未来とはこういうもんかみたいな、うん、それも結体なデザインの建物がチュドンチュドン建ってて、いや、ブレードランナー世界してもブレードランナーなんですね、うん、だから男性夫妻振ればね、そうそうそう言うたら高度、日本の高度経済成長と日本のバブルが一緒に来てるんですよ、うん、はいはいはい、そして凄まじいですね、凄まじいことになってる、凄まじい、うん、億万長者がどんどん生まれてみたいな、はい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 、すごくなってんだけど、はいはい、そこへまず全日空のね、あ、上海便よく飛んだ、ええー、なー、上海どんなとこ、いや、いつも日帰りなんです、ええー、みたいな、うん、きついんですよ。だからみんな外資系で、もう海外に住むと、うん、もうその就職して、はいはい、ね、例えば何シンガポールやったらシンガポールにも住むんですね。住み込んでね。それでいいじゃないみたいな人が多いですね、最近ね。そんなになってんだ。うん、はあ。もうちょっと悲しくなったもん。上海日帰りなんですって言われたら、そうか、今旬の年やのになとか思ってね。ああ、でもまあしょうがないよ。仕事ってのはそういうもんやわ。泊まらせてくれへんもん、今そんな。ね。ヨガとか。うん、まあビジネスも多いから余計にね、はい、ステイしてどうのこうのじゃなくて、今安いしね、ほんでまた、ね、そうですね、言ったよ、ね、安すぎるよね、うん、今ね、ちょっとね、いくらなんでもね、まあ開けとくよりはええかっていう世代からね、うん、だから今なんかもうだいぶ前から予約しとったら、ほんまに飛行機さえキャンセルせんからもう全然安いですよ、オフシーズンは、うん、めちゃくちゃ、ね、うん、だから今はそれでええけど10年後とかどないなんのっていう世代ですやんか、うんうんうん、だからそれはね、武士は食わねえのでやらないといけないのよ、あの映画館もそうでしょ、はい、客席空いてたら10円で座らせた方が10円儲かるわけだから、うん、でもそれやっちゃうとダメなわけよ、ね、だからこれ我慢して空いてても安くしないっていうのが、うん、建前がつかない限り安くしないっていうのが劇場の考え方でしょ、はいはい、あれを守らないとね、どんどん価格破壊するよ、うんうん、まあそれそうなっていくでしょうけどね、価格破壊世界ですからね、価格破壊ですよね、うん、貧富の差も絶対広がってるよね、この日本かなり広がってるよ、今現金持ってる人強いから、現金持ってる人ものすごいと思いますよ、だってよう書かれるやん、丸ビルのねレストラン街が連日満員でみたいな、だからどうなってるんだ、いやそうなっとんねんと、うん、世の中は、うん、そんなやつおんねんみたいなね、はいはい、もう毎日そんなところで飯食えるね、そうそうそう、大層な人がいるっていう、いやほんまにな、どれやってんのって思うときあるよ、例えばなんかちょっとさ、うちの近所のさ、いた飯屋とか昼間バッと行ってなんか飯食おうって飯食ってたら、あ、普通に去年取ったらパッとなんか白ワインを奥さん回してある人もいるからね、昼間から飲んでますね、奥さんは、昼間から白ワインみたいな、うん、行っとこうみたいな世界だよね、うん、そうそうそう、奥さん飲んでますよ、昼間からなんかパロディなんかのパロディかなとか、白がねえで、ほんまにおるからね、おります、うん、おります、今はすごいですね、そういうことがうろうした時に、表参道あたりとか原宿あたりでね、はい、オープンカフェとかで、ほんまに奥様族の30から40ぐらいの奥さんが、ほんまに外でちょっと天気が出てきたらワイン片手に、なんか結構超小さなコース料食べてるよ、うんうん、ミニコース4000ぐらいで、そうそうそう、うん、ランチかなんかね、ランチコースみたいなのが今できてて、そうそう、高めに設定してね、設定しててね、うん、ワイン付きでとか、うん、ああ、ね、行ってます行ってます、おいらその辺で四国うどん食べたりしてるぞ、ね、本当に軽くね、あれじゃ奥さん同士が誘うらしいっすな、だから、うん、そうやってまあ言うたらそれで誘って来れるぐらいでないとあかんみたいな、まあなんか仲間外じゃないですけど、はいはいはい、来れて当然でしょ、お宅だったらみたいな、ああ、うちはパイロット、うん、あなたのところのご主人はみたいな、電通みたいなね、ああやっぱり来年、みたいな、えらかったわさ、ほんで銀座にそのブティックね、あの、うん、世界の高級ブティックがドカンドカンでして、でそれ見て小泉さんがね、日本は決して不景気じゃない、いや違う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 不景気やっちゅうね、おっさんどんだけ外れてきそうね、最近の話、いやいや、だからあれ見て不景気じゃないと思ったら大きな間違いやけどな
さて、こちらはですね、坂谷道彦君ですね。地元尼崎市で居酒屋を発見しました、うん、店の名前が定期預金と言います。お、何を思い何を願って店主はこのような名前の店をつけたんでしょうかと。ああ、はいはい、定期預金といえば無駄な支出を抑えてするものです。居酒屋通いなんて無駄預金が大敵であると言えるじゃないでしょうか。定期預金が大敵であると言えるじゃないでしょうかと。いい会社帰りのサラリーマンがちょっと居酒屋に喜ぶ時にこの居酒屋定期預金の看板見て、ああ俺も定期預金せなから飲むのやめて家に帰ろうと思うんじゃないでしょうかと。一体どういうふうに考えてるんでしょうかね。まあ、逆転の発想なんでしょうね。逆転発想ですよ、ね、きっとね、はい、あの3ヶ月定期とかね、はい、あの6ヶ月金利みたいなボトルキープシステムになってると思う。ああ、ね、うん、それに照らし合わせてなんか作ってるんだ。だからそれでなんか何回か帰ってもでスタンプとか押してもうたら、うん、定期預金満期になりましたで、今日はホッケを一人前たサービスとか、ビール生ビール日本サービスとか、そうそうそう、2杯サービスとか、そういう世界、利子がつくんでしょ。利子がつくんですね、うん、通っていただければちゃんと銀行よりも高い利子つけますってっていう世界じゃん。なるほどね、うん、だからひょっとしたらあの元銀行員の方が会社を辞めてやってるかもしれない、やっておられるかもしれませんな。はい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 、ねえ、しばらくじゃ潰れたら不良債権。ああ、うまいことできるよね。だから、いや、うまない、うまない。笑い事ちゃう、笑い事ちゃう。ね、おい、定期預金潰れたら不良債権やってんなとか。だからあそこに1000万円と渡したらあかん言うたやろみたいな。はい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 。そんなパターンかもしれない。いろんな思いを込めてる。込めてる。なんか今までね、その、うん、結構高値で安定してたのに、急にガーンとこう ね、あの、値下げしてね、なあこれだ、ペイオフって書かれてて。ああ、ペイオフね。ペイオフされてた。時代がと。ね、わしらの時代やと思ってるかもしれませんで、うん、そうやな、うん、おっちゃんは、いや、そういうふうにもっとほんま銀行かもしれませんね。そうだね、定期預金、こんなね、定期預金でも、ね、元の仕事をね引きずる人っていうのがね辛いんですよ。ね、あの、ものぐらいの、あの JR をね、退社された方がね、うん、カレー屋さんとかに勤めてはってね、はいはい、で、まあ屋号に、まあ、それこそ自分が乗ってはった、うん、こう車両のなんか記号かなんかつけてあるんでしょうね。雷鳥とかで、ね、雷鳥とかまだ分かんない E のなんとかとか、 とかね、ほんで、あの写真とか飾ったら、はいはいはい、昔はな、俺も機関車やってんとか言いながらカレーよそられたらちょっとキュンとなって、うん、そうそう、もうお腹いっぱいみたいな感じになりますもんね。一番きつかったのはね、僕ら事務所入った時下にね、うん、キャプテン36ってできたんですよ、居酒屋チックなちょっと、まあ、はい、あのスナックっぽい、はいはい、でそこの、まあ、キャプテンと言われてる、まあ、マスターがね、はい、多分36なのよ、はい、だ36で意を決して会社辞めて、はい、奥さんともども脱サラでやったやな、脱サラでやったから、まず客のサービスの仕方わからへんから、うん、不愛想なわけよ。入れへんわけよ、うん、はいはい。奥さんからケツ叩かれたんちゃう？わざとって無理して愛想するようになってきて、うん、で、カラオケとか一緒に歌うようになって、無理して歌ってるから声が裏返ってくるわけよ。それを上の事務所響いてくるわけよ。夜になると。これが圧迫でね。もう魂の叫びなのよ。キャプテンさん、あの無理してるというのだったよね。あの昔のあの審査場所とかですか。はい、あそこね、あの一番最初、一番最初と僕が行ったとこね、あの下ですわ。ああ、はいはいはい、はい、あのキャプテン36、ありました、覚えてます、キャプテン36、うん、はい、雑居ビルの1階にね、で次には37になるのかな、1年後にはみたいなことを考えたんだけど、36のままなんです、はい、ままですよね、看板作るお金がない、はいはいはい、ね、まあ、36から始めたっていう思い出を、思い出とともに一生刻もうみたいな、はい、頑張っていくよっていうね、あれ辛かったな本当に、はいはいはい、はい、うん、身につまされました。はあ、いやでもね、するとね、実際ね、流行ってない店行くとやっぱりね、ちょっと胸キュンとなるよね、はいはい、で、ああ、まあここ、まあそれなりに味なのになぁと、まあ頑張っててもお客さん来えへんなぁと思ったら、ある日なくなってるじゃないですか、はいはい、あれもうたまらないね、あれね、ああたまらない、あの前まこちゃんね、北海道がなんか行った時にスナック開けたママさんが寝てたとか、はい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 、あれとかちょっとスナック開業ね、開業ね、はいはい、パッと起きてね、引き止めに来られたら大変でしょ、寝たままや、よかった、あんなもん起きててみーな、うん、あー、よう気にさしたーとか言いながら、ええ、腕つかまえた日には一応飲まんわけにいかんから、いかんでしょ、うん、あれね、ほんまあの桜でもいいから店に誰か客を置いとくって気持ちわかるわ、そう、やっぱりそういうこともね、ママとね、うん、あの女の子一人ぐらいカウンターにおらんとね、うん、入られへんわ、うん、ママ倒れてましたからね、あの大阪駅前とか行ってもね、あのカウンターがあってこっち側に出し機があるような、うん、そういう和風の店ってあるじゃないですか、はいはいはい、ね、あそこあんまり人が来てないとこもあるじゃないですか、はいはい、前行ったとこなんかガラッて開けたら客誰もおらへんねんけど、はい、一人客おるのかなと思ったら座席におっさんが座り込んで、マスターが、はいはい、新聞読んでる。これは座りにくいでしょ。座りにくい、座りにくい。これネタも悪いんちゃうかと思いません？そうそうそう、あの雰囲気怖いよな。怖いですよ、怖い怖い、まして大阪駅前とかやったら
入ってなかったらなんかうまないんやろなと思われるし、だからああいうところは店は客来てなかったもテキパキ動いてんだかんらしい。そうやね、わかるわかるわかる、うん、はいはいはい、はい、うん、なんか寝たりとか、はい、新聞読んでたりしたら絶対あかんねん、あかんねん、なんか仕込みやってるかなんか風の店とかなんかも、うん、じゃあ来てなくてもこうトン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 とかね、なんか湯たいとことか湯気出しとことか、はいはい、そこなあかんねん、間違いなく、ほら人来るらしいの、うん、あらもうこう、まあ、と思って新聞とか読んで寝転がって読んだりしてる絶対あかんらしいよ後手後手回っていくいう感じでねねえ、まあそういう感じがしますけども、こちらでございますけどもね、はい、こういうのやってたんですが、時々何をして飯を食ってるのかどうやって来てるのかわからない芸人タレントさんがおられますと、うん、はい、桂金太郎君がポルシェに乗ったり、勝負で小松さんが大和郡山でお城に住んで出演したこともありましたと、うん、立原圭介さんが4億円の豪邸で自分の出演した番組でとの、で嫁とのセックスを録画して女にしたりできるのはなるほどと。それ昔やろ、忘れたれよ、もう。昔撮ってただけのことや。もう今その撮る元気もあれへんから。なるほど、いい谷町がおるのかなと思ったりもします。だってその4億円の豪邸な、すごいな。4億円。すごいね。4億、4億ね。かぶってもらえ。4億円。マジで。すごいな。金額まではおかしらですけど。二世帯住宅やろ。ああ。言うてたけど、建てた。持ってたんだよね。うん。まあ家の大石のテーブルで頭を打って、2週間で終電されましたけどね。死んだらよかったよね。さて、問題と謎とされて叱るべきなのが大空テント、ウィッウィッウィッでございます。年収40万でどうやって生きてるのかと。谷町作るほどの器用さもないやろと。うん、そんな大空テントの NTT の CM 出演、お茶の間ともかく業界内では好ブレイクしました。日の当たる場所へさらされることが多くなりました、うん、特に朝日放送にテントファンが多いのか、うん、ナンバー一番館で大空テント特集、うん、日曜の、1,2 駐在サンダーにもゲスト出演、見上げたいつもの人間パチンコスパイダーネタしかやっていないけど、うん、そしてここに大空テントのオタク訪問がありました。あのテントがどんな生活をしているのか公開したようになりました。2月15日深夜25時朝日放送、夜中の土曜日の1時ですね、うん、発掘エンジンショーテントさんのお宅を訪問しようえと、うん、これ誰ですか、これ後藤博人、合わせた太陽、はい、太陽さん、これ王子めぐみさん、この太陽はあれやろ、あの佐藤智さん、鍋さんの山内の4人が繰り広げる前編ロケのコント、うん、金はないけどアイデアは売るほどあるでという大阪芸人の魂と言ってもいい番組、はい、深夜もとある町練り歩く4人、築36年ぐらいのボロいながらも立派な50坪一戸建ての民家、ほうほう、ピンポンはーい出てきたのは大空テント、うん、テントさん一戸建てに住んどるやん、うん、なんでや、ミスター小倉さんがいまだに踏みの里の家賃1万3000の文化住宅に住み、雨漏れのための部屋の中にでパクったビニール傘を差しているのに、そんなことにしたかったんか。どうもこの家はテントのお父さんが、テントのお父さんの遺産らしい。だが固定資産税は払えてるのかどうか、それすら謎ですと。家に上がらせてもらうように、そこにはテントさんの40年来の友人3人、古い菅原洋一のレコードを見せられ、スゴロク遊びをやらされることになったエンジンショーの4人、うん、そこは大空テントただのスゴロクではない、鉄製の1967年の鉄製のスゴロク、謎の記号に謎のルール、謎のテントワールド、うん、そこへ現れた奥様京子夫人、ほんまに結婚してたんや、どんどこどんでは何度も話題になっていましたが、本当に結婚していたのか、本物を見たテレビは初めてでした、テンチーンとのろける京子夫人、テンチンって言われてもな、生まれて初めてこんな珍獣テントとテントワールドにオロオロする女優、王子めぐみさん、うん、どうしてお付き合いになったんですか、それも失礼やろ言うたらあかんやろ、これからも大空テント注目ですわということでございますね。ああね、頑張ってんねや、はい、加藤郷渡郷さんがもらいましたが、うん、へえ、すごいね、まあ大空テントなどは家実家がテント屋さんやったからね、もともとね、もともとね、そんなもあるんですな、ああでもね、突然ね天海祐希と共演してね、何よこれちょっとびっくりしましたよね、うん、思いました、まあインパクトは当然 CM 用のインパクトがかなりありましたからね、でもね、それよりも俺は奥さんが踏み出さとの家賃1万3000円で雨漏りしてるの若いな、若いな、それそっちの方がちょっとかなり、ね、厳しいもんがありますがね、はい、はい、さて、最近話題になっておりますがファントリーのビーフグライザーがございました、どんなし ペンネームや、資生堂のアネッサという CM ご存知ですか、はいはい、焼けつくような砂漠で露出の多い格好した二十歳ぐらいの女性がたくましい馬にバケツで水をぶっかけては、ブラ
ラシでゴシゴシこすってやってるという大変ワイルドな内容の CM、うん、このお姉ちゃんはカメラに向かってシャツの胸元をグイッとはだけさせたり、眩しそうに少し表情を歪めて太陽を見上げてみせたりするなど相当なエロ汚れっぷりで、最後には半裸のまま馬の背中で目を落として仰向けに横たわるという死体まで晒し、うん、私はおいおいそんな格好をしてたら男に襲われても文句言われへんでと突っ込みながらもスケベ心をわしかみにされたもんでした、うん、それからしばらくしてこのスポーツ新聞の芸能欄にこの CM のことは取り上げておりました。このお姉ちゃんは誰という問い合わせがテレビ局に結構あったそうで、あのイケイケのやりまんの姉ちゃんは誰やと興味津々で記事を読んでおりました。私は間もなく衝撃に襲われました、うん、なんとあのエロ汚れのお姉ちゃんはなんとフッキーこと吹石和江だったんです。びっくりしました。かつてビッグタウンの夏の甲子園出場校応援ポスターやさんまさんと共演したスーパーマイルドシャンプーの CM で見せた清純さからはもちろん、 DVD での少し控えめのセクシーさからは想像もできないような見事なエロ汚れっぷり、うん、いやイメージチェンジではありませんか。おう、うん、残念なのはこの彼女の冒険が世間的にさほどに話題にならなかったことであり、はい、彼女のキャリアにとって何かインパクトがあったのだろうかということですが、うん、それよりはむしろ彼女に恋人が存在していたとしたら、そいつとのプレイにこの CM での変身が大きなインパクトを与えたのは違いない違いない違いないと妄想してしまう今日この頃でございます。はいはいはい。でも確かにこれ色っぽいですよ、これ、うん、これはこれちょっと前やんね、これやってたね。俺見た覚えはある。俺も見た見た気がする。風邪やと思わへんか。思わへんかったな、うん、これはかなりインパクトありますね。ねえ、こんな色っぽいセクションができるんや。うん、ね、あ、かなり目がね、うん、うん、目のこう目線のこう配り方とかがちょっと普通のねグラビアっぽいあれとは違いますよね、ちょっとなんかちょっと違うよね、うん、モデルでこんな顔の子おんな、きっと間違ったな俺あの子と、誰かの名前忘れましたけど、ちょっと違いますね。感じた気がつかなかったね、うんうんうん、変わりすぎて話題にならなかったっていう、逆にね、ねえ、うん、ものすごい化けるかもしれませんね。さらにこれ、この子はこんな表情できるんやったらこの子はもう化けるな、うん、化けるはちょっとあのナオミに電話してちょっとちゃんとしとこ、福岸和江ちゃんと連絡取れるように、うん、今ナオミ共演してますからね、あれで良い、うん、あの良い子のあれで、うんうん、保育園の保母さんの役で、うん、これ化ける、この子化けるな、なんかね、あ、化けるかもしれない、なんかもしれませんね、うん、これはええ感じやな、すごいね。そうそう、そういえばオセロの直美が最近柴田亮さんの龍馬が行く呼んで痛く感動したらしいですけどね。なんでまた、わからん、わからん。遅く来た精神やと思うよ。あ、龍馬が行くっていうのいいじゃないですか、あの、はいはいはい、ね、読みやすいし、うん、面白いし、まあ、青春のね、はい、あのみんな青春の葛藤で一度は通る道、うんね、うん、30何歳にして初めて通った道らしいですよ。ええー、ですよって言いました。言われんでも、ね、君に言われんのよ、分かっとるわって。ちょっとびっくりしましたね。なんでやろ、なんでそんな呼んでよなみたいな。ああ、なんでたまたまなんでしょうね。たまたまなんでから言われて呼んだんでしょうね。大体知られたでしょうね。最近ね、あの東千鶴ちゃんのね、あのアダルトチルドレンの本、うん、たまたま読んだんですよ。で、まああの帯にね、私もういい子やめましたって書いてあったんですよ。もともといい子やないやんと思いながらね。我々はね。思って読んだんですが、あのアダルトチルドレンってなんかややこしいな。ああ、そう。お母さんと一緒にね、精神科医のあの。あれ受けるんです、カウンセリングを、うん、はいはいはい、で千鶴ちゃんは自分のなんか悪かったこういう嫌な性格っていうのかな、自分で自分自身が嫌やと思ってる性格はお母さんの育て方によってあったんちゃうかと、うん、思ってたわけなんですよね、うん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 、でまあお母さんと一緒にカウンセリングを受けながら、うん、まあ、一人のアダルトチルドレンやということを自覚していくという、はい、でまあ心が解放されていくという、はいはい、一応本には仕上がってるんですけどね、じゃあ人のせいってこと、あのね、自分の性格はみたいな、はいはい、読んでるとね、なんかそれね、なんか今までね、ものすごいなんか自分でいやいや世間には頑張り屋さんやと思われたとかね、でも本当は自分の中でもうじうじしたりとかそういうことがあって、そんなね、もうちょっと怒ってしまうとかね、そんなもあるっていうところで、でもそれは私の持ってもらったものが、それとも環境なんかなというときに、お母さんの育て方ちょっと違ったんやとか、例えば端的な例を言うと、小さい時に自分が学校の試験行って勉強頑張ってきて80点取ったとしたら、80点を取って頑張ったね、よかったねっていうんじゃなくて、嘘、もうちょっとできたんちゃうの、なんで80点なんていうのが、自分の心に深く傷をつけた、だからあんまり小学校の記憶はないとか言うねんね、でもなあ、それ言われてもなあ、アダルトチルドレンという言葉が生まれてあるかもしれんけど、うん、それってなあと、うん、そんなやったら多分あの東千鶴よりもっと上の世代の俺らとか板井とか竹内さんの世代やったら、うん、もうそんな普通やったからな、普通やし、
それでね、なんかうじうじしたりとかちょっと怒ったりとかいうの、それ普通やん。普通やからな。アダルトチズロの面でね、親からなんかっていうんやったらもっと何かね、凄まじいことしててね、うん、だからこれなんか理由があるっていうんやったらまだわかるけど、うん、ちょっとうじうじするとか、はい、普通やん、普通やん。今の結果を無理やり何かにこじつけようとしてるような気もします。わかんないけどさ、ね、でも俺らの世代は親は褒めへんもんや。そうやね。特に親父はもう叱る時だけ出てくると。そう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 。ね、基本的に褒めないと、うん。もううちの親父なんかでもね、はい、なんか気に入らんかったね、箸を持ってね、バチみたいにこう。はいはい。それでバーンとつくわけよ。はいはい。で、口癖がね、俺はお前ら一回もとついたことがないっての口癖なのよ。嘘つけやと思いません？いや。そんな育てられ方や。いや、俺の時ね、ほんまにあの家の上がりがまちのドマンとこにね、うん、ほんまにあの、ちゃぶ台があってね、ほんまに親父とおかんが喧嘩したけどが、マジに親父、あの、星一徹のように、ちゃぶ台ひっくり返してましたからね。はいはい、うん。もうええんや、こんな飯食えるかーって。ああ。で、あれ考えたらね、一番楽しみである飯をね、うん、誰にも食わさない権利って親しかなかったよね。 あれが親父の威厳やってな、ね、考えてみれば、うん、腹減るやん、減るよ、ね、子供やねんし、食えないと親父怒ってるし、ね、食えないひっくり返してるしというね、あるよね、あるよな。だってちょっと悪いことしたらね、あの、うん、台風が近づいて坂巻くこうね、あの垂水の海に連れてって、はい、投げるぞ、ここから、ね、それはトラウマやね。それはトラウマだわ。あの板ちゃん坊主にしても OK だわ。それだわ。いやでもね、それだそれだ、鶴ちゃんなんか見たらね、それでね、それは何が問題なんて思うことがものすごく心の闇の中にあるわけですよ。でカウンセリングしながら親と一緒にやっていってね、うん、私のいかんとこはここやったとか言いながらね、お母さんにも反省してもらいたいんだけど、それってな、俺もね、子供育てる人間は、うん、そんなもんやろって、いや、それで当たるとチルドレンに言われてもなと、ね、一緒にカウンセリング連れて行かれてね、うん、親がいろいろ娘から言われるやんか、はいはい、今度親がトラウマになりますよ、それ。まあそれでまあ最後は解放されていくという話なんやけどね、解放されるんですかね、わかる。逆にほんなそんなんちゅうの子育てすごい大変なんや、どうしようどうしよう悩んでるね、若い奥さんがね、内田春吉の本読んで、はい、子育てなんてこんなもんやって読んで、あ、ちょっと救われましたみたいな。そうそうそう、そっちの方やんな。そうだから、千鶴ちゃんの言うてることはみんな立派なんかもしれないけど、それはそうかもしれんけど、それ言うてたら、この子供ってさ、親が子供育てた時に、なんか怒ってはあかんのか思ったら、ごっつビビるで。ビビるね、うん。うん。で、それはお母さんのせいでもあったのよって言われても、ちょっとおかんもそれもそれで、ね、やめてくれよと、私頑張って育ったや、あんたと。うん、なんかそれで芸能界行ったやん、何があかんのって世界の、そう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 、それでもあかんのよね、うん、ドラマやってて相手の芝居やってる子のね、芝居が子役が下手や、子供となってしまって泣かしてしまう、うん、お母さんのせいや、いやお前のせいやね、あれなんかな、読んでてちょっと辛いよなと思って、逆に言うと、うん、なんかアダルトチルドレンっていうのをなんかどっかでみんな便利に使ってますがあるけどね、うん、確かに精神科の先生のカウンセリングを受けててアダルトチルドレンやっていうのはあんのかもしれんねんけど、うん、まあまあね、読んでて打たないのよね、やっぱり胸をこう、うん、これはやっぱどっかにね、やっぱ人間ね、いや何かこうね、こう、うん、精神迷いがあったりした時に、うん、いやそれはね、悪いこともいっぱいしましたみたいなことで、はいはい、いやそれはあなたのせいじゃなくて、うん、それは病気なんですって言われたら、はいはい、楽やね、楽は楽やな、そうやね、これはあんたあかんわと、いやあなたがそんなことを、あなたにそんなことをさせてしまう何かがあなたの中にあるって、うん、それはあなたのせいじゃないんです、うん、って言われたら、ただ病気なんですって言われたら、うん、ちょっと楽やな、ね、楽や、うん、しかも現時点でそのものすごい重たい病気とかじゃなくて、精神的なもんで鬱になってるわけでもないって、そうになってるわけでもなくて、ああそれがだとチルドレンやったやと言ったら心はある種晴れるよね、いやだからそれは そういう意味ではそのある種楽になるからいいことかもしれない ないけどね、ただそれを肩で見ている人は、うん、あれっていうのはちょっとあったりするかもしれない、うちのマネージャー2人もお前のせいで辞めてるけど、あれもアダルトチルドレンやったんって俺なんか思うわけですよね、間近におった分だけ、ああいろんな見てきてるだけに ね、まあ、ね、彼女のエクスキューズとしてはそうなのよってことでしょ、そうやね、うん、だからあの私はママが悪いのよってことでしょ、うん、あるし、それでお母さんのせいにされたらお母さんかわいそうですよね、まあ、全部は全部ママのせいでもないのよ、環境が作ってとかいろいろ書いてんねんけど、うん、なんかなと思ってね、まあ、それで心が晴れ晴れする人もすごいおんねんやろし、うん、それでええねんやろけど、俺はね間近で見てた人間とったら、君のためにマネージャー2人ぐらい辞めてるよ、この小中芸能みたいよ、うんうん、君が会う小中芸能辞めたことによってえらいことになって辞めてしまって、ものすごく悩んで辞めてた子もおって、傷ついたら辞めてた子もおるけど、うん、それもアダルトチルドレンやったみたいな、うん、でね、帯にいい子辞めますって書いてある、いい子やなかったや
だからそこのところね、もっと書いてくれてね、うん、実はこんなこともあった、私はひどい人間ですとかね、うん、そこの部分もごっつクローズアップしてくれて、はいはい、実はいけない子だったんですと、うんうんうん、で、ね、それをいろいろ考えた時に、はいはいはい、カウンセリング受けてアダルトシュートで寝てたって書かれたら、うん、ああそうかなと思うのもあんねんけど、うんはいはい、そこ書い一番俺らがよく知ってる、うん、一番怖かったあんたを書いてへんやんと。一番怖かったね。そう。いやでも本人の中でやっぱ私はすごい頑張ってきたんやってのはまああるんでしょうね。いやあんねん、それは分かんないけどね。だから基本的にはしんどい時でも、しんどくないですよっていうふりしてきたけど、本当は違うのっていうのを言いたかった。いや、そうや。みんなそうやねん、これな。うん、だから、彼女だけじゃなくって、そういう、そのレベルのことっていうのはもうみんな多かれ少なかれ持ってるわけだから。そうそう。だからみんなアダルトチドロデンということになるじゃないですか。そう、そういう意味では。40代なんかもう全部上はほとんど親ね。高度成長期やったし、頑張れしか言わんからね。うん、そう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 。今みたいに、そこにいるだけで、その存在を受け止めてあげるんだよっていう親おらんかったんだよ。とにかく何かと正座させられて、そうそう、服覚えてへんやないかーって。そう、なんか1年は365日とか言われたよね。そうそうそう。で、3年650日だったらお前いくつやねんみたいなことずーっと言われましたよ。そんなこと、ね。だから俺らは今ほら子供がおってね、悩んだ時にね、君の存在があるだけで学校頑張っていかなくていいんだよってみんな言うやんか。俺の時そんなんな、そんなことは言うてもたこと一回もないで。で、あの本読んでるとね、俺らの育て方否定されてるで、ムカつくね、ある部分。いや、そんなね、うん、勉強そんなにね、頑張らなくていいんだよと、こう、なんかそう優しくするとするじゃないですか、はいはい。そんな育てられ方したやつっていうのは、なんか逆境になった時弱いんちゃいますと思ったんですよ。常に逃げ、まあ言うたら他に道があるよ、ね、みんなこう柔らかく進んでくれるわけだから、そんな時に、なんかね、ちょっと理不尽に厳しくされた方が、うん、と思ったりもすんねんで、俺の時はだから周りでみんなそうやったかな。うん。そんなにこう、なんかみんなで守るっていうかさ、それはもう、この子は守ってあげなさいっていう子いるじゃないですか、はいはい、やっぱり。今ね、現時点でね。やっぱり投稿しちゃうといじめられたりとか、よくないんだと、はいはいはい。それはそうですよ。それはもうその通りと、はい。そうそう。でも、みんながみんなね、やっぱりそうやって、こう柔らかく包まれてね、将来どうかっていうと逆に怖いような気がするけどね。そうやんな、腹も痛いみたいな坂幕ね、海の中にね、それはまああれやで、明日にかける橋のって曲の調ちゃうで、坂幕波の中に掘り込んだろうけどね。函館の人みたいなもん。まあ俺を悪さしたからやけど、掘り込むぞ。本当に掘り込まれるんですよ。でもね、この間、昨日の TBS の中で撮った時ね、ね、浅草行ったの玉ちゃんがね、うん、そうや、なんか金儲けしようと思った時ね、友達を集めてね、ボクシングローブのでかいやつ買ってきて、うん、あれや、おもちゃのやつ、あれを買ってきて、格闘技戦、ボクシングをやって、興行をと、うん、で、公園にこう、四角でね、リング作って、うん、そこに入ってくると、紐でこう、入って、100円ずつ取って、4000円儲けたと。これは、儲かりましたよ、マコスさん。学校で大物になってるね。その後、一個も小遣い持って、やつにその4000円どうすると1000円貸そうと、うん、1000円貸したらそいつがバカみたいにもう初めて小遣い持って金持ってなかったから駄菓子で1000部買ってうわーってええよええよもっと買ってよって言った次の日からこのいつ1000円返しないいつ使って返さなあかんぞってやってんでこれが大問題だったたくましい世代や。たくましいっていうか、社会が縮図をそのまま学校に持ち込んで。大人の世界をね、小学校に持ち込んで。そう、だから自分らで工業を売ったわけですよ。工業で儲けた金をもっと儲けなあかんと。なるほど。それだけにちょっとその小遣い持ってないとか、いつも駄菓子とか欲しい思ったやつに1000円貸したと。なるほど。1日で1000円使い切んねん。栄養食べて食べて、仮面やで仮面やで、これ美味しいよ、このチョコレートとか、ぐわーっと食べた時に、壊せ壊せて、1500円して返すよ。で、だって追い込んでいって、そいつが言うて、PTA で大問題なんで、タマちゃんは。吊るし上げられたわけよ。タッチ悪。ところが、実はタマちゃんもそれで、もうそれで終わってよかったと思ったのは、一、うん、年上の先輩にもっとタッチ悪いやつがおって、うん、あいつら儲け取るから何もか上がり取るかと思ったら、上納せえと。さらにさらに上がね。上の方へ上の方へね。上納やと。こんな会話してて、アダルトシートに入る余地がどこにある。そうか。なあ、だから俺、中田の本読んで、こんなんでこんなんなんやと思ってな。まあ、本人自身はね、それだけ悩んでたっていうことなんですよね。本人はすごい悩んだのよくわかんないけど、うん、なんかあれ読んでみんな、ああ、だとチートレンってこんなんなんやと思うんかなと思ったりもすんねんけどね、うん、すごい丸々読んでみて、そうなんかなと思って、うん。俺らの世代って、こんなこと、これよりもっときっと千鶴ちゃんの親よりももっときつかったよなと、うん、そんなレベルじゃなかったから、人多いね。タバコぐらいみたいにリアルに自分で工業売ったやつもいますからね。そうそうそう。だからちょっとサイバーラプチックですよね。サイバーラプチックやね。ママさん、いい考えだと思ったんですけどね、大問題だよ、お前ら。
親が最後に一軒家謝りに行ったらしいからね金工業で金とバッグも全部買ったらしいんで、ちょっと悪すぎるとそうそうそう、じゃあでも工業ずらい俺相手としていいけど次の日に金渡して天狗屋で利息取ろうと思ってるのは怖いよね。まあたくましいだよ、たくましいけどね、うん、でまたしかも上納せなかったものすごい縮図やねこれ、はい、この番組はツイートアウトドアのオンラインショップナチュラムがお送り出しました。でタマちゃんの話はかなり厳しいもんですね、そんな幼い時にそんなこと考えるのが小学校6年でね考えたらすごいな、すごいね、なんか地回りのね役団に見かじめとか持って行ってたらもっとすごかったね。先生大体みんなあそこの駄菓子屋のおばあちゃんいつも寝てるから盗めるべぐらいですよ。ああ、ね、はい、そんな工業って、みんながまたええマッチメイクすんねんで6年何組のこのでかい人と6年中のこいつにしようとかみんなが楽しみにしそうなねあいつあれが強い、これでねもし賭博してたら最悪怖いなそうか、マッチメイクうまい、ジョー小泉並みうまいね、うまいほんまに、俺ほんまにプライド自分が仕切ってるぐらいでしたけど、マッチメイクが早かっただけや、はい、ということでお会いしたギターの誠と竹内義雄と平木優と平野秀明でした。はい、それではまた来週ですって、うん、お前のつけといてるよとかなんかでグワーグワー言ってる人かもしれませんよ。あ、元はまだ4戦しか、3戦かな、うん、はい、そうやね、まだこれからと、これからと、これからですけどね、頑張ってほしいなと、まあね、だから頼むからどんな贅沢してもさ、競争は買うのやめてくれ、俺は思うんですよ、ね、イメージ悪いっち、キックバックもらってる人は特にそうやね、バレるからね、そうやん、うん、そんなもん必ず行くからね、みんな、なんでやろうね、車と馬、馬、うん、女、どうせだキックバックいう馬走ってほしい、そうやね、そうやね、キックバック丸儲けという馬ね、キックバック走って、走って、走って、2着丸儲け、嫌な組み合わせや。さあ、はい、ね、エピック25周年が、はいはい、まあ、今日は東京の方で行われておりますけど、はい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 、結局岡村ちゃん出えへんかったな、出ませんでしたね、でもね、すごい面白かったよ、バービーは出て、うん、バービーも出て、はい、とにかくさ、もうマーチンがトップじゃないですか、はい、マーチン出て、マーチン のお姉さん読んで、はいはいはい、で、マーチンの姉さんが、マーチンのお姉さんも出るで、ロンリーチャップリン、ロンリーチャップリン、タクシーがロンリーチャップリン、はい、で、僕はソロになって最初の曲ですって、ガラス越しに消えた夏を歌うと、はい、それの 作曲者である大沢良樹がやってくる、ちょっと大沢君カップをようできてるやん、ようできてんのよこれ、大沢君が出てきて、うん、そっからこのコッヒーが久しぶりに来て、はい、そういうわけで、まあ、そして僕は途方に暮れるも歌いながら、もちろんそして僕は途方に暮れるで、うん、終わって、うん、はい、でコッヒーが出て、はい、でまあその辺の松岡君とかその辺のラインが出てきて、はいはい、でもなんだかんだ言うのはね、一番かっこよかったのはねモズ、あ、この腐った世界を焼き尽くせて、あの年でまだ劣ってるからね、かっこいいわ森山ね、やっぱりもう森山さすが熱いやだ森山怒鳴ってるし相変わらずやとか思って、オーディエンスはやっぱり森山もモッズは変わりませんからね、うわー、なんか一番かっこいい、スタンスとして一番かっこよかったね、うん、いやそのバービーもすっごいかっこよかったけど、はいはい、うん、でバービーの後にその TMN ですわ、はいはいはい、ネットワークですわ、ネットワークね、ね、はい、これがあのやっぱり、うん、ゲットワイルドとか打つ、ちょっと打つかなり大きくなってましたけど、はいはいはい、やっぱあの大沢君もね腹出てたし、テレビで見たら腹出てんの、大沢選手ね、やっぱちょっとカッポ、うん、でカッポよくなってスーツ着てた、なんかあのね、なんかトレードセンターがなんかのビジネスマンかなみたいな、カバンがね、ちょっとかっこいいので、打つもやっぱ大きい、ね、でもやっぱりさすがですわ、はい、セーフコントロールで綺麗に終わって、はい、その後ミサト登場ですわ、ドーンと、ミサトがいきなりマイレボリューションで、はいはいはい、パーンとピアノにスポット当たったら、はい、小室が弾いとるんですよ、ああ、なるほど、贅沢初期の頃やってますからね、はいはいはい、贅沢やから、そんで佐野元春につないでいくと、はいはい、言うたね、こう夜の引っ張れが全部本物みたいな、あ、なるほど、全部ね、楽しくないわけないんですよ、そうやな、これ3時間半あったんですよ、で佐野元春が歌うと、そうそう、最後締め佐野元ですか、締めは佐野元で、マーチンから佐野元春、佐野元春で全員呼んでサムデータ、あ、サムデーをみんなでやるやん、サムデーも全員なんですよ、あ、そこで田代正史は入ってるんですよ、方によってあったんちゃうかと、うん、思ってたわけや、思ってたわけなんですよね、うん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 、でまあお母さんと一緒にカウンセリングを受けながら、うん、まあ、一人のアダルトチルドレンやということを自覚していくという、あ、でまあ心が解放されていくという、はいはい、一応本人は仕上がってるんですけどね、じゃあ人のせいってこと、いや、あのね、自分の性格はみたいな、はいはい、読んでるとね、なんかそれね、なんか今までね、ものすごいなんか自分でいやいや世間には頑張り屋さんやと思われたとかね、でも本当は自分の中でもうじうじしたりとかそういうことがあって、そんなねもうちょっと怒ってしまうとかね、そんなもあるっていうところで、でもそれは私の持ってもらったものが、それも環境なんかなという時にお母さんの育て方とって違ったんやとか、例えば端的な例を言うと、小さい時に自分が学校の試験行って勉強頑張ってきて80点取ったとしたら、うん、80点を取って頑張ったね、よかったねっていうんじゃ
ゃなくて、嘘もうちょっとできたんちゃうの、なんで80点なんという、なんていうのが、うんうん、自分の心に深く傷をつけた、うん、だからあんまり小学校の時の記憶はないとか言うねんね、うん、でもなそれ言われてもな、うん、アダルトチルドンっていう言葉が生まれてあるかもしれんけど、うん、それってなと、うん、そんなやったら多分あの東千鶴よりもっと上の世代の俺らとか遺体とか竹内さんの世代やったら、うん、もうそんな普通やったからな、普通やし、それでね、なんかうじうじしたりとかちょっと怒ったりとかいうの、それ普通やん、普通やからな、アダルト千鶴の面でね、親からなんかって言うんやったらもっと何かね凄まじいことしててね、うん、だからこれなんか理由があるっていうんやったらまだわかるけど、うん、ちょっとうじうじするとか、はいはいはい、普通やん、普通やん、今の結果を無理やり何かにこじつけようとしてるような気もしわかんないけどさ、ね、でも俺らの世代は親は褒めへんもんや、そうやね、特に親父はもう叱る時だけ出てくると、そう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 、ね、基本的に褒めないと、うん、もううちの親父なんかでもね、はい、なんか気にならんかったね、箸を持ってねバチみたいにこう、はいはい、それでバーンとつくわけよ、はいはい、で口癖がね、俺はお前ら一回もとついたことがないっての口癖なのよ嘘つけやと思いません、ね、そんな育てられ方 や俺ら時にはほんまにあの家の上がりがまちのドマンとこにね、うん、ほんまにあのちゃぶ台があってね、ほんまに親父とおかんが喧嘩したけどが、マジに親父あの星一徹のようにちゃぶ台ひっくり返してましたからね、はいはい、もうええんやこんな飯食えるかーって あれ考えたらね、一番楽しみである飯をね、うん、誰にも食わさない権利って親しかなかったよね、あれが親父の威厳やってな、考えてみれば、うん、腹減るやん、減るよ、ね、子供やねんし、食えないと親父怒ってるし、ね、食えないひっくり返してるしっていうね、あるよね、あるよな、だってちょっと悪いことしたらね、あの、うん、台風が近づいて酒巻くこうね、あの垂水の海に連れてって、はい、投げるぞここから、ね、それはトラウマやね、それはトラウマだわ、あのいたちゃん坊主にしても OK だわそれだわ、いやでもね、それだそれだ、ずるちゃんなんか見たらね、それでね、それは何が問題なんて思うことがものすごい心の闇の中にあるわけですよ、でカウンセリングしながら親と一緒にやっていってね、うん、私のいかんとこはここやったとか言いながらね、お母さんにも反省してもらいたいと言うけど、それってな、俺らみたいに子供育てる人間は、うん、そんなもんやろって、いやそれ、すごいね、まあ大阪だったとか、家実家が鉄砲屋さんやったからね、もともとね、もともとね、そんなもあるんですな、あでもね、突然ね、天海祐希と共演してね、ちょっとびっくりしましたよね、思いました、まあインパクトは当然 CM 用のインパクトがかなりありましたからね、でもね、それよりも俺は奥礼さんが文雄里の家賃1万3000円で雨漏りして高いな、高いな、それそっちの方がちょっとかなり、ね、厳しいもんがありますがね、はい、はい、さて、最近話題になっておりますが、ファントニーのビーフグライザーがございました、どんなし ペンネームや、資生堂のアネッサという CM ご存知ですか、はいはい、焼けつくような砂漠で露出の多い格好をした20歳の女性がたくましい馬にバケツで水をぶっかけては、ブラシでゴシゴシこすってやってるという大変ワイルドの内容の CM、うん、このお姉ちゃんをカメラに向かってシャツの胸元をグイッとはだけさせたり、眩しそうに少し表情を歪めて太陽を見上げて見せたりするなど相当なエロ汚れっぷりで、最後には半裸のまま馬の背中で目を閉じて仰向けに横たわるという死体まで晒し、うん、私はおいおいそんな格好をしてたら男に襲われても文句言われへんでと突っ込みながらもスケベ心をわしかみにされたもんでした、うん、それからしばらくしてこのスポーツ新聞の芸能欄にこの CM のことは取り上げておりました。このお姉ちゃんは誰という問い合わせがテレビ局に結構あったそうで、あのイケイケのやりまんの姉ちゃんは誰やと興味津々で記事を読んでおりましたら、私は間もなく衝撃に襲われました、うん、なんとあのエロ汚れのお姉ちゃんはなんとフッキーこと吹石和江だったんです、うん、びっくりしました。かつてビッグタウンの夏の甲子園出場校応援ポスターやさんまさんと共演したスーパーマイルドシャンプーの CM で見せた清純さからはもちろん、 DVD での少し控えなセクシーさからは想像もできないような見事なエロ汚れっぷり、うん、いやイメージチェンジではありませんか。おう、うん、残念なのはこの彼女の冒険が世間的にさほどに話題にならなかったことであり、はい、彼女のキャリアにとって何かインパクトがあったのだろうかということですが、うん、それよりはむしろ彼女に恋人が存在していたとしたら、そいつとのプレイにこの CM での変身が大きなインパクトを与えたのは違いない違いない違いないと妄想してしまう今日この頃でございます。はいはいはい、でも確かにこれ色っぽいですよ、これ、うん、これはこれちょっと前やんね、これやってたね、俺見た覚えはある、俺も見た今日なんで吹き風やと思わへんかった、思わへんかったな、うん、これはかなりインパクトありますね、ねこんな色っぽいセクションができるんや、うん、ね、あかなり目がね、うんうん、目のこう目線のこう配り方とかがちょっと普通のねグラビアっぽいあれとは違いますよね、ちょっとなんかちょっと違うよね、うん、モデルでこんな顔の子おんな、きっと間違ったな俺あの子と、
誰かの名前忘れましたけども、はいはいはいうん、ちょっと違いますね。気がつかなかったね、変わりすぎて話題にならなかったっていう、逆にね、ねえ、ものすごい化けるかもしれませんね。さらにこれこの子はこんな友情できるんやったらこの子はもう化けるな、バゲルはちょっとナオミに電話しな。あれだ、中学校で夜遅く学校から帰宅しても、携帯電話連絡があり、クラスの子が警察に補導されたらすぐ警察行って引き取って、とか、うん、3年の子は家でしたから、教師全員学校に集合とかですね。そういうのがさらにあるらしくて、うんうんうん、ほんまにプライベートなんかないでと。まあ、せやから教師同士で付き合うケースが増えるんかもしれんけど、うちの中学校はおっさんばっかりで若男先生なんかおらんでと嘆いておりましたと。あはい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 、うんうんうん、堺のラーメン大好き消防士さんですけどもね、はい、まあでも多分そうでしょうね、もともと生徒だったかもしれませんね、お前ね、その関係はね、まあ2人が付き合っててだん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 過激になってきてね、はいはい、ちょっと刺激が薄くなってくるじゃないですか、はいはい、ちょっと今までと違うことやりたいなと、はいはい、そうそうそう、もうあの体育館ほんま言った通りね、行動のカーテンの奥でもやったとか、うん、やったし、もう全部やってるんですよね、バラエティーことはやってきたわけですよ、屋上、もうやそれ屋上なんて、それ最初でしょ、もうかなり初期ですよ、はいはい、初期は初期ですか、もう屋上は初期です、怒らんでいいからいや、いや、まず最初屋上から行くらいですか、屋上、まあ、ちょっと誘いやすいやん、星でも見ようかみたいな、ああはいはいはい、ね、まあ、なんか文化祭の撮影とかやった後ね、あの天球をねこう持ってきて、あの冬の星座を観察しようとかね、あ、はいはいはい、なんとでも言う、なんとでも言うて屋上に連れてこれますね、あのなんかね踊り場とかね、今ちょっと難しいんですよ、はい、どうして踊り場なの、行かないといけないのっていう反応があるじゃん、でももまず屋上でやってしまったら次踊り場って、まあ、いいな、これはもう県体、県体、県体だから、いくらでも言えますね、最初の屋上さえクリアすれば、あとは、OK、もう体育館とかを追い込む、鳥箱の中とかも OK、鳥箱の中が、かなり OK じゃない、8段ぐらいの中やったらいけるやろうぐらいのね、かなりスキルアップしてますよね、スキルアップね、まあ最初だからやっぱ屋上でしょうね、屋上でしょ、これ屋上、屋上クラスターだよね、俺たちの筋肉番付みたいな感じ、そうそうそう、あるわけね、種目をね、まあこんなとこでやってるけども、明日この上をあいつらが飛び降るんだよねみたいなこと言いながらね、授業中勃起するみたいなものすごい事業になるよね、まあ分かる分かる分かるよな、分かるよ、理科室も行きたいよね、理科室行きたい、理科室、ね、いい形だな、ビーカーみたいな、ね、それもシリンダーみたいな、あの骸骨が私たちを見てる、そうそう見てるぞみたいな、ね、みたいなで内臓がちょっと肝臓がなんかポロンと出てるそうね、いい感じなんでしょうな、いやいや人体模型が見ててね、人体模型私たちを見つめて、見られてるみたいな、人体模型も入れてね、3P だみたいなね、そうそうそう、まるで本当のうちに感動とか取れて、いいことがポロンと見て、あれあのはめ込み式になってるから、そうそうそう、ノリついてないから、取り外せるようになってるからね、そうそうそう、ああそんながあって飽きたんでしょうね、人体模型では飽きてたらね、でもここまででも男教師の言うことはあれかな、やってしまうってのもすごいな、ということはね、他のこともいっぱいやってるんですよ、多分。せやな、それはもう絶対想像できるよね、そこまでやってるということは、それ以下の友達に出ずって睡眠薬飲ますっていうのはこう完璧な犯罪もね、かなり厳しいことでしょ、いやもうかなり厳しい厳しい、普段普通言うたらそんなこと考えそう思うので、ちょっとここに文章書かせてもらいますが、大学卒業後助教師が赴任した学校には中学時代に片思いしていた恩師の男教師がいて、憧れの先生も少しそっちを取ったけど、やっぱりダンディでいいかなと思い、男教師の方も中学時代に比べて色気出とったなぁと、教師の色の当て取り出したり教えたろかいと思い、二人は自然に付き合い出したと。最初は残業で夜遅くなった誰もいない学校の教室や体育館の廊下といった施設内でのエッチに夢中になっていましたが、慣れてくると飽きてきて、より快楽を求める気持ちになって、今回のケースに至ったんではないでしょうかと。うん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 、ところで、この記事を見た私の女友達の大阪府内の公立中学校に勤める現役教師は、うん、この二人はきっと暇な中学校に勤務してるから、ぐーたら教師のどっちかで出て怒ってましたと。うん、怒るのは当然、なぜなら彼女が勤務する中学校は大阪南部でも有名な荒れた中学校で、夜遅く学校から帰宅しても、携帯電話連絡があり、クラスの子が警察に補導されたらすぐ警察行って引き取って、とか、うん、3年の子は家でしたから、教師全員学校に集合とかですね。そういうのがさらにあるらしくて、うんうんうん、ほんまにプライベートなんかないでと。まあせやから教師同士で付き合うケースが増えるんかもしれんけど、うちの中学校はおっさんばっかりで若男先生なんかおらんでと嘆いておりましたと。あねえ、はい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 、うんうんうん、堺のラーメン大好き消防士さんですけどもね、はい、まあでも多分そうでしょうね、もともと生徒だったかもしれませんね、お前ね、その関係はね、まあ2人が付き合っててだん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 過激になってきてね、はいはい、ちょっと刺激が薄くなってくるじゃないですか、はいはい、ちょっと今までと違うことやりたいなと、そうそうそう、もうあの体育館ほんま言った通りね、行動のカーテンの奥でもやったとか、うん、やったし、もう全部やってるんですよね、バラエティーことはやってきたわけですよ、屋上、もうやったら屋上なんて、それ最初でしょ、もうかなり初期ですよ、はいはい、初期は初期ですか、屋上は初期です
怒らんでええから。いや、まず最初屋上から行くんですか。屋上、まあ、ちょっと誘いやすいやん。星でも見ようかみたいな。ああ、はいはいはい。ね、まあ、なんか文化祭の撮影とかやった後ね、あの天球をね、こう持ってきて、あの冬の星座を観察しようとかね。はいはいはい。なんとでも言う。なんとでも言うて、屋上には連れてこれますね。あの、なんかね、踊り場とかね、今ちょっと難しいんですよ。はい、どうして踊り場なの、行かないといけないのっていう話もあるじゃん。まず屋上でやってしまったら次踊り場って。ああ、いいな。これはもう検体、検体。検体だから。検体、検体。いくらでも言えますね。最初の屋上さえ、クリアすれば。クリアすれば。あとはもう体育館とかを、飛び箱の中とかも OK。もう OK。飛び箱の中、かなり OK じゃない。8段ぐらいの中やったらいけるやろ、ぐらいのね。かなりスキルアップしてますよね。スキルアップね。まず最初だからやっぱ屋上でしょうね。屋上でしょ、これ。屋上。屋上クラスターだよね。俺たちの筋肉番付みたいな感じで。そうそうそう。あるから。そういうことある。種目をね。なかなか。まあこんなとこでやってるけども、明日、この、この上をあいつらが飛び寄るんだよねみたいなこと言いながら、その授業中勃起するみたいなも、ものすごい授業になるよね。まあわかるわかるわかるよな。わかるよ。理科室も行きたいよね。理科室行きたい。理科室。ね。いい形だな、ビーカーみたいな。ね。それもシリンダーみたいな。あの骸骨が私たちを見てる。そうそう。見てるぞみたいな。みたいな。で内臓がちょっと肝臓がなんかポロンと乗っけから。もう古谷さんなんかでもね、ああすごいでしょうな。そうやで、ほんまにね。息子以上に革命を起こそうとしてますからね。息子以上に息子暴れるみたいなね。息子以上に暴れますよね。ああ、もうね、もうほんまに股間がドラゴンですからね、あれは間違いなく。お父さんも、お父さん。お父さんも息子以上にドラゴン足ですよ。ドラゴン足でしょうね。絶対そうですよ、そら。言うてました、マリアちゃん。もういつもなんかなんかうっとしがられる顔されるっていう。ああ、でし、まあね、そのみんな口には出して言わないけど。あ、そらせやん。ちなみに奈々さんとか失礼な。そんなもんねえ、あもっと追ってくれていいんですよって言うんだけどね、もうお金ですかみたいな、トイレ立つためいやもうお金ですかおられへんかおられへん言われたら気持ちはわかるけども、気持ちはわかるけどもね、ですよね。でも古谷さんも言われるんですよね、こうやってね。みんなでやっぱりな、みたいな。いや、だから、まあ俺もね、前のぞみで、あの、通路を開けて、ね、古谷さん、で、マネージャーのというか、あの、ベテランのおっさんと、並んで座ってましたけど、ずーっとその話してましたもん。でしょうね。2時間半。はい。2時間半ずーっと温泉の話。はい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 。いや、もっとね、脱がしていい子もいるんだけど、みたいなね。有名だからつって率上がるわけじゃないんだ、みたいなこと言うの。ああ、はいはい。取り方なんだ。設定なんだ、みたいな。はい。で、あれは極端にエロにしちゃうとダメなんだ。はいはい。チラッと見えるのが、古谷さん、一回もあんねやな、温泉に関しての。あれに関しては言わせてもらうという勢いで言ってましたね。ああ。他の意見は受け付けません。悪いけどっていう感じで。俺の取り方を、ちゃんとやれと。そういう監督がいいんだと。だから脚本段階からチェックを入れるよって言ってましたからね。あ、そう。そっからかいな。そっから。長いこと考えてねえな。え、そんな長いこと考えたら温泉シートってのあれワーキャー言うだけで。だから、あの、脚本は難しいんだって言ってましたよ、マジで。ほんま。うん、あれ簡単に見えるだろうって。難しいんだと。はいはい、どこで温泉のあのシーンを入れるか。はい。どういう形で、その女の子たちにはしゃがせるか。はあ、それポイントなんだって。はあ、エロになっていかんのだって。いや、だからチラリズムでしょ。うん。バーッとはしゃいだ時にパパッと映るのがええんやと。で、ちょっとお笑い感覚というのがね。はい。だから、温泉でパラパラ踊らしたりとか、はいはい、お笑い感覚を入れるということにも、はい、なんかこう。ああ、一家言、一家言あるわけ。持ってるみたいですよ。ああ。子供も見てる可能性もありっていうことか。それはまあ、晩の10時ぐらいからね。一応、あの、10時またぎやからね、大体あれは。はい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 。あそこ問題なんだよ、とかいうようなこと言ってましたね。気合入ってますなぁ。で、新大阪で降りて、ホテルどこだよって、用意してるの例のものみたいな感じで。例のもの話しながら行きましたよ。局に初め行かなくていいんだろう、みたいな。ああ、はいはい。何出てるのか分かりませんでしたけど。はいはい。そういう謎の言葉を残して。ほう。なんかもう温泉、あ、それはもう古谷さんも悩ましたはんねやろね、うん、どうすればあれが延命できてなおかつ一緒に取っていけるかっていうね、はい、でも本当にそれなりにプライド持ってるみたいですよ。それはそうでしょ、うん、率はあんまり落ちてないからねみたいなこと言ってた。ああそうやね、落ちてない、うん、確かに落ちてない。あのシリーズは結構取ってますから、はい、15ぐらい取るでしょ。取ります取ります。でもきついんですよ。だからみんな外資系でもう海外に住むと、うん、もうその就職して、はいはいはい、ね、例えば何シンガポールやったらシンガポールにも住むんですね、見込んでね、それでいいじゃないみたいな人が多いですね最近ね。そんなになってんだ。はあ、もうちょっと悲しくなったもん。上海日帰りなんですって言われたら、そうか今旬の年やのになとか思ってね。でもまあしょうがないよ、仕事ってのはそういうもんや。友達くれへんもん今そんなね、ヨガとか、うん、まあビジネスも多いから余計にね、指定してどうのこうのじゃなくて今安いしね。ほんでまたね、そうですね。言ったよね、
安すぎるよね。うん、今ね。ちょっとね。いくらなんでもね。まあ、開けとくよりはええかっていう世代からね。だから今なんかもうだいぶ前から予約しとったら、ほんまに飛行機さえキャンセルせんから、もう全然安いですよ。オフシーズンは。うん、めちゃくちゃ。ね、うん。だから今はそれでええけど、10年後とか、どないなんのっていう世代ですやんか。うんうんうん、だからそれはね、武士は食わねえのでやらないといけないのよ。あの映画館もそうでしょ、はい、客席空いてたら10円で座らせた方が10円儲かるわけだから、うん、でもそれやっちゃうとダメなわけよ、ね、だからこれ我慢して空いてても安くしないっていうのが、うん、建前がつかない限り安くしないっていうのが劇場の考え方でしょ、はいはい、あれを守らないとねどんどん価格破壊するよ、うんうん、まあそれそうなっていくでしょうけどね、うん、価格破壊世界ですからね、そうそうそう、価格破壊ですよね、うん、あの貧富の差も絶対広がってるよねこの日本、かなり広がってる、広がってる、今現金持ってる人強いから、現金持ってる人ものすごいと思いますよ、だってよう書かれるやん、丸ビルのねレストラン街が連日満員でみたいな、だからどうなってるんだ、うん、いやそうなっとんねんと、うん、世の中は、うん、そんなやつおんねんみたいなね、はいはい、もう毎日そんなところで飯食えるね、そうそうそう、大層な人がいるっていう、いやほんまにな、どれやってんのって思うときあるよ、例えばなんかちょっとさ、うちの近所のさ、いた飯屋とか昼間バッと行ってなんか飯食おうって飯食ってたら、あ普通に常連取ったらバッとなんか白ワインを奥さん回してある人もいるからね、昼間から昼間から飲んでますね奥さんは、昼間から白ワインみたいな、うん、行っとこうみたいな世界よね、うん、奥さん飲んでますよ昼間から、なんかパロディなんかのパロディかなとか、白がねえでほんまにおるからね、おります、うん、おります、今はすごいですね、だからそういうことがうろうした時に、あの表参道あたりとか原宿あたりでね、はい、オープンカフェとかでほんまに奥様族の30から40ぐらいの奥さんがほんまに外でちょっと天気が出てきたらワイン片手になんか結構超小さなコース料食べてるよ、うんうん、ミニコース4000円ぐらいで、そうそうそう、うん、ランチかなんかね、ランチコースみたいなのが今できてて、ちょっと高めに設定してね、高めに設定してね、うん、ワイン付きでとか、ああ、うん、ねえ、行ってます行ってます、おいらその辺で四国うどん食べたりしてるぞ、ねえ本当に軽くね、あれじゃ奥さん同士が誘うらしいっすな、だから、うん、そうやってまあ言うたらそれで誘って来れるぐらいでないとあかんみたいな、まあなんか仲間外れじゃないですけど、はいはいはい、来れて当然でしょお宅だったらみたいな、うん、ああ、ね、ナウシアパイロットうん、あなたのところのご主人はみたいな。電通みたいなね。ああ、やっぱり来年、みたいな。ね、すみません、本田も銀座にそのブティックね、あの、うん、世界の高級ブティックがガンドッカーでして。早く帰れと、うん。誰かちょっともう、アニサキスでもええって、誰かタバコして当てさせろ。なんかね、下痢させろ、みたいな、ね。そうそう、もう、豚役でも、半豚。そうですね、それぐらいの気持ちで、でしょ、早く帰ってくれと、うん、思いますわね。仕掛けてでもいいから早く帰らせたいぐらいの気持ちで、はい、あと AV の人とね、もう二次会行って。本宴会でね。そうそうそう、本宴会と。うん、ああこれからこれから、みたいな、ね。下手したら今度があれちゃいますから、今日の宴会は、天丼だけで、ね、そうそう。キルミさんとおったらね、天丼だけで。15分ぐらいでね。天丼とビールの小瓶ぐらい。小瓶ぐらいで。漬物とね、ガーってくんで、じゃあ今日はおしまいって思って。おや、部屋戻って寝るよ、部屋戻ってみたいな。やっぱりだからね、みんな、いやー、そんな顔してるらしいですよ。うん。ああ。そうですよね。そらせ、AV 女優6人ぐらいおるもんね。そうですね。うん。あの、盛り上がるでしょうね。だから、いなかったら、この皆さんとか。そう、いなかったら、それはもう、のっけから。もう古谷さんなんかでもね、ああすごいでしょうな、そうやで、ほんまにね、息子以上に革命を起こそうとしてますからね、息子以上に息子暴れるみたいなね、息子以上に暴れますよね、ああ、はい、もうね、ええ、もうほんまに股間がドラゴンですからね、あれは間違いなくお父さんも息子以上にドラゴン足ですよ、ドラゴン足でしょうね、絶対そうですよ、そら言うてました、マリアちゃん、もういつもなんかうっとしがられる顔されるっていう、ああでし、まあね、そのみんな口には出して言わないけど、あさらせやん、ちなみに奈々さんとか失礼な、そんなもんねえ、あもっと追ってくれていいんですよって言うんだけどね、もうお金ですかみたいな、トイレ立つためいや、もうお金ですかおられへんかおられへん言われた気持ちはわかるけども、気持ちはわかるけどもね、ですよね。ですよね。でも古谷さんも言われるんですよね、こうやってね。はい、みんなにやっぱりな、みたいな。いや、だから、まあ俺もね、前のぞみで、あの、通路開けて。ね。ねえ、古谷さん、はい。で、マネージャーのというか、はいはい、あの、ベテランのおっさんと、はいはい、並んで座ってましたけど、ずーっとその話してましたもん。でしょうね。2時間半。はい。2時間半ずーっと温泉の話。はい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 。いや、もっとね、脱がしていい子もいるんだけど、みたいなね。有名だからつって率上がるわけじゃないんだ、みたいなこと言う。ああ、はいはい。取り方なんだ。
設定なんだみたいな、ね、はい、で、うん、あれは極端にエロにしちゃうとダメなんだ、はいはい、チラッと見えるのがって、うん、古谷さん一回もあんねんよな、音声に関してのあれに関して言わせてもらうという勢いで言ってましたね。ああ、うん、他の意見は受け付けません、うん、悪いけどっていうような感じで、俺の撮り方をちゃんとやれと、うん、そういう監督がいいんだと、だから脚本段階がチェックを入れるよって言ってましたからね、はい、そう、そっからかいな、そっから長いこと考えてねえなそんな長いこと考えたら音声シートってのあれワーキー言うだけで、だからあの脚本難しいんだって言ってましたよマジで、ほんま、うん、あれ簡単に見えるだろうって、はいはい、難しいんだと、どこで温泉のあのシーンを入れるか、はい、どういう形でその女の子たちにはしゃがせるか、はあ、それポイントなんだって、はあ、エロになった、そう、あのなんかしょうもないこと言うね、おっさんがな、全日空乗ってな、あのあれ言うらしいわ、あの横のおっさんが言うてたって聞いてた、黒木瞳さんみたいな人はいまへんなとか言われて、もう、まあ、いやーな顔されてたみんな、はいはいはい、そんなこと言うとあかんねんってみたいな、はいはいはい、ドラマの話せんとってみたいなさ、はいはいはい、ね、あるんですよやっぱり、はいはいはい、うん、うん、ねえ、あるんですよ。いや、そういうの。だから、まあ、その、グッドラックの話でも引くぐらいだから、そうそうそう、月刊エアバスとか、エアラインとか言われたら、もう、それ、すごいことですよ。ああ、本当に。うん、盛り上がれんかったやろ、うん、全然盛り上がれんかったな。もう一度、その時、もう、ミクスチャー全員の世界の中で、チェックアウト。アウト。アウトやな。アウトのこの人ダメ。この人ダメ、この人ダメ。はい、そうそう。今行けた。はい、今行けた。短いこの人を呼ばないと。そうそう。もう、この後飲み行くどうするっていうぐらいね。そうそう。トイレ行ったらもうメールでやめとこうね、あの、エアバス君。エアバス君。エアバス君って言われてるでしょ。名前も覚えてもらう。エアバス君さっきちょっと。エアバス君って呼ばれてる。その時点で。エアバス君やってそんなもん。ジャンプ君と同じやってない。名前知らんけどみたいな。いやいやもうエアバス君ダメでしょそら。エアバス君ね。ああいうのって難しいよね、あんまり詳しいことを聞きすぎてもあかんし、あかんでしょうね、うん、からね、スチュワーデスの方に近づいてくるところの体目当てか飛行機目当てかどっちかみたいなはい、はい、あ来たどっちが来ても嫌なんですよ、体目当てなのみたいなのも嫌ですし、うん、あこの人飛行機 の, あの内部事情のことだけが目当てなのねみたいなのも嫌じゃないですか、なんか機密資料持ってこいって言われるんですね、いきなり行ってね、いきなり行ってね、なんやけど制服ちゃうんや、これブラウンね、まあ、まずメールで制服やろうはさっきかけようね、制服やろうよやろね、それも真っ先にアウトですからね、そうそう、あのリゾッチャのビンゴはどういう仕組みなのかなとかそんな言うてもダメでしょ、ああダメダメ、全くダメでしょ、全くダメ全くダメ、そんな、うん、あそういうね業界内部っぽいね、そのうん、一番嫌われる、そうそうそう、そうそうイベント運営がどうなってんねやろとかそんなこと言うとダメですわ、はいはいはい、うん、うん絶対ダメやろな、ね、はいはい、その離れた話をしてほしいのよ、そうそうそう、ホッとしたいのホッと、うん、癒してほしいのよ、はいはい、バカ話するかね、うん、祝い飲んで楽しく喋りたいのにって、例えば自分の仕事何やってるのかってことを言うた方がまだバシやのにね、うん、エアバス君ではもう、エアバス君ではもう遠いな、エアバス君では飽きませんでしたね、いやもう遠い目して液晶ディスプレイの話とかしてたらよかったじゃん、まだまだそっちの方がね、いやそれもどうかな、でも機械機はダメですかね、あんまりだからね、液晶系も飛行機積んでたりするじゃないですか、ああ、いやだから基本的にはだからなんかあのあれ上からさ酸素のやつが急に降りてくる時ってどんな時とかあ余計あかんよ、余計あかんよ、ね、余計ダメでしょうね、対局の会話難しいっすな、いやだから、いやだからあの基本的にはだからどっちかというと自分の業界の子、いやこういう仕事してるんですけどみたいな、割とあの丁寧な喋り方が好かれますから、紳士として、うん、そうですね、だから体求めてないんですよ、機密書類もいりませんというのをまず機密書類でどんなやつ、車に構えたカッコつけの中谷明宏的な野郎かと思っただけにちょっと意外でした、うん、はにかんだ顔もこれは惚れる的な男前の顔でございました、そうなんだ、顔だけ見たら宇多田にはもったいないぐらい男前ですと、うん、それよりも後半のコーナーでメインキュレーター、森本浩二さんに対していつか、うん、いつから森本さんのファンだったんですが、質問にキリアは、はい、明日のジョー2からのファンですと発言したんです、うんうん、それは森本氏に原画を担当してた作品では、キリアは、某当時小学生でその森本氏の絵のタッチにエロスを感じていたと発言していたんですと、うん、小学生で原画を担当している人のことに詳しく、うん、タッチにエロスを感じたなんて、これはもう竹内兄貴の言うように 100% オタクの王道ですなと、ね、はいはい、はい、まあ宇多田もいろんな音楽番組見ても話で漫画のカメレオンやらアニメのアンパンマンやらを引用したり、うん、例えがアニメ漫画ばかりなんですと、作り手もワイプでその漫画を挿入しなくてならなくて大変そうでしたと、はいはい、こっちもいろんなオタクみたいですと、これはサブカルコンサブコンでんなということですね、これはあれやな、キリアがオタクに教えたな、はあはあ、そうですよね、まあ、うん、はい、
うんうん、そういうところがまた宇多田ヒカルさんもクッときたんでしょうね。クッときたよな、自分の知らない世界で、なおかつ男前知っててね、はい、男前がポイントですよ ね、はい、よく知ってるのはいっぱいいるんですよ、はいはいはい、男前じゃない、はいはいはいね、お金持ってない2枚目じゃないよく知ってるやついっぱいいますからね。そう、竹内さんの周りに100人いますからね。もういくらでも宇多田ヒカル紹介しますよ。そんなやつ別にね、岡田斗司夫でもよかったんや。いや、まだね、うん、岡田くんなんかまだこう、はい、ある程度小金持ってるだけ、はいはい、まだいいけど、その小金も持ってないよく知ってるやついっぱいいますから本当にそやね、何百人もそんなのよかったらもっとおたくを紹介するで、歌だって世界してね、いくらでもおいでっていう感じで、はいはいはい、合コン何回でもしてあげるから、ああそんなのよかったアニメのことしてるんだよ、何もでも知ってやっと、うん、結局顔がよかったからでしょって言いたいよ。そうやね、世界もなおかつお金持ちやったからでしょ、ちょということはね、ニューヨーク行ってたからでしょっていうこと言いたいの。言いたいよね。それを宇多田ヒカルは違いますって言うんだったら、そうじゃない人をいっぱい紹介しますよ。もっと詳しいやつ。もっと詳しいやつ。キリアなんか日やないでと。そうそうそう。宇多田旦那、お前の旦那ぐらい出したことないでってやつ。うん。何ぼでも言いますよと。うん、はいはい、田さん紹介しますけど、ね、紹介しますよ、本当来てくれたら、来てくれたら、ね、今でも相談乗りますよ。乗るよ乗るなるね、もっと詳しいこと知りたいんですよ、アニメのこととか、オッケーみたいなね、オッケー、会場のこと詳しいやつとかね、はいはい、もう何でもどの分野でも見ますから、はいはいはい、何ぼでも集めたるよと、何でも持ってますからね、玉を、玉をね、何ぼでもカプセル会社いっぱい持ってます、持ますから、大丈夫ですよ。ねえ、でも結構まああれなんですよね、好きなんですよねやっぱりね、またあれでしょ、男前がね遠い目でね、熱くアンパンマンを真面目に語ったりするんですよ。またキュンとなるんですよ。これはまたかっこよろしいね、これ多分。これがね、かっこねえか。いやいや、まだね、まだですよ。はい。うん。このかっこよくないやつが遠い目してね、アンパンマン語るとね、あんまり良くないんですよ。いや、遠い目しませんからね、近い目ですね。食いつきそうとかね、食われるのちゃうかと思いますからね、話聞いてる女の子は、はい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 、はい、怖いですわね、怖いですからね、あやっぱそういうのでちょっと涼しい目で言うのがいいんでしょうな、でしょうね、いいんでしょうね、うん、なあ、ね、こんなん言いよるんですわね、言いよるんですよ、うん、まあまあなんかね、もう、ま、言うたら自分とは全く対極の世界にいるっていうか、対極の話じゃないですか、うん、アニメとかね、漫画とか、はいはいはい、でなおかつ同じ志を持ってるみたいな感じが、熱いハートに惚れましたみたいなね、なんか立ってるフィールドは違うけどみたいな、うん、ベクトルは一緒みたいな、うん、なんかそういう理屈があるんですよ多分、なんかね、そうなんですか、多分ね、いやでもほら、あの俺もさ、この間スチュワーデスのね人たちと飲む機会があって、で、あのどっか外資系のスチュワーデスでしたわ、なんで、で、あの最近僕も月刊エアラインとか呼んでた一瞬間に惹かれた、たまにそういう人いるんですよみたいな、みたいなね、コンパの席で、それお前あれやろ、どうせ夜の11時頃回ったぐらいの時間帯で、そうそうそう、あの割と遅くから集まってるよ、どうせ業界やから、そうそうそう、あの業界って結構遅いもんね、みんな集まるのが、ね、だいたい10時ぐらいからみんな飲んで、たまたまそこ遺体が行った、うん、割とおしゃれかなと思ったら月刊エアライン呼んでる、こいつはあかん、エアバス A340 がとか言うた瞬間にピューって言ってしまいました。もうそんな聞きたくもない世代じゃん、彼女たちが、仕事跳ねてんねんからみたいなね、エアバス A40 でも何乗ってるの知らんやんな、失敗しましたね、もう瞬間もう沈没みたいなね、もうそこでこう跳ねられましたね、跳ねられましたね、なんか中途半端なボソ魂、ちょっと久保塚教えてかっこいいかなと思うんだけどみたいな、ワインこう回しながらね、ダメこいつ、エアバス A40 ってそんな知らん世界からいいんですよね、知らん世界。最近読み立てだって嬉しかったのに、いろいろ聞きたかったけど聞きたかったから、全く通用しませんでした、あかんあかん、うん、あかんわ、もう飽きませんでした、あかんあかん、もう迎合が見えるんですよ彼女からしたらね、勉強してきましたね、そんなこと知らんでええねん、付き合いたい男は知らんでええねん、知らんと困んねん、逆に逆に困るぐらい、知らんと困んねやんな、スッチーのようなんか使ってる隠語とかをね、詳しかったら嫌やん、トイレ行くのってなんか多分不調あるはずやもん彼女らは、そう、あのなんかしょうがないこと言うねん、おっさんがな、あの全日空乗ってな、あのあれ言うらしいわ、あの横のおっさんが言うてたって聞いてた、黒木瞳さんみたいな人はいまへんなとか言われて、もう、嫌な顔されてたみんな、そんなこと言うとあかんねんってみたいな、はいはい、ドラマの話せんとってみたいなさ、はいはいはい、あるんですよやっぱり、はいはいはい、ねえ、あるんですよ、エアバス A40、 だからまあそのグッドラックの話でも引くぐらいだから、そう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 、月刊エアバスとかエアライン、エアラインとか言われたらもうそれすごいことですよ、ああ本当に、うん、盛り上がれんかったやろ、全然盛り上がれんかったな、もう一応その時もうミックスチャー全員の世界の中でチェックアウト、アウトだよな、アウトのこの人ダメ、こいつダメ、こいつダメ、今いけた、はい、今いけた、短いこの人を呼ばないと、そうそう、もうこの後飲み行くのどうするっていうぐらいね、そうそう、トイレ行ったらもうメールでやめとこうね、あのエアバスけどね、ね、
はい、それで行くとな、なんかなと思いますよね。それまで日テレのこのオンエアバトルなんかでね、はい、何がかわいそうや言って、うん、あの巨乳系セクシーグラビアクイーンが集まっとったんですよ。あ、はいはい、ね、そんな、まあ、青田のり子ちゃんがリーダーシップみたいなもんで筆頭で、うん、そんな、はい、いろんなやつが出てくるんですね。あ、もう芸能界のね、そういうで今まで自分がこう偉い目に遭うたっていう中で何がかわいそうやって、うん、大原香織が MH って書きよって、イニシャル MH って歌いたね、 MH ですわ、 MH、はいはい、MH 書きますよ、 MH ですよ、 MH、 はい、ね、お笑い芸人ですと、うん、でクイズ番組とかで一緒にパネラーで一緒になってねと、はい、で、なんか言うたら、私の腰に手回してたり、お尻のところに手回してたりするんですよ、と。やらしいわけや。あ、ほんなら MH や、今をときめく宮迫かなと思って、うん、関西のお笑い芸人なんですよ、って言うんですよ。ね、はい、で、みんなが、あ、ほんで俺らが、俺とそのまま東さんとか松村が、うん、あ、宮迫かと。宮迫くんかと。ね、雨上がりのと。言うてたやん。宮迫が、宮迫の人の名前になったから忘れたけど、と思って。うん、宮迫くんかと。違いますよ。関西ローカーのお笑い芸人ですよ。おうおう、やたらもう腰に手回したりとかして、肩抱いてきて、クイズの途中でもね、お前ええ女やな、とかね。届いてくるわけや。届いてくると、本番注意ですよって言うから、ほんまに関西のお笑い芸人はろくないませんよって言うから、はい、誰やって言うてくるやん。俺が怒ったるわって言うから、まさか広瀬さんですよ。お笑い芸人やないやなみたいな。しかもクイズ新助くんかいえ、おやつだ、やっぱやつだ。ああ、そうなんだ。爆笑や。お笑い芸人。みんなで、ね、あの、山下慎吾さんも、うん、あれ、お笑いちゃうやろ、鳥に言うから、歌手歌手、ヤマハのね、世界歌謡祭、うん、グランプリ、中島みゆきと同ランク。うん、って言ってて、ええ、しかもお笑い芸人扱いでセクハラを散々テレビの全国ネットで言われてる、あとヘロさん、許したるよ、しんのすけもやるんやったら、許すんやったら。ね、などんかい扱いちゃうんやと。音楽の世界ではとかやね、離縁の世界やったら音楽の世界でもお笑い世界でも一緒ちゃうんか。そうそうそう。ある種特別なのはね。ほんで前におった青田のり子が、そういえば私もそうだったんですよ。お前はかけて。あの、ABC の近所の寿司屋で口説かれました。あ、すぐそこの口説、そこのな。生々しいですね。え、どこやったの寿司屋。ああ。あ、ちょっと足か。なあ。はいはいはい、はい。なあ、すぐそこの寿司屋や。な、そんな近いとこで、しかも大したもん食べてないのに、口説くんですと。ほ、うん、で次行ったが、あさり屋。お好み焼き屋、親もたまに行ってた。ああ、そこね。よく会う。あさみ、あさみ。ABC の近所だけはまどかさんが回ってんねん。ああ、そらなんかダメージきついね。しかもね、ノースとかトライベッカーとかワイン飲んでないので、はい、寿司屋と、ちょっと居らたい感じのね、というか、落ち着いた感じのとこ狙ってんだ。そうやね、これがおもろい。前の青田のり子もそういうの口説かれましたと。ああ、輪かけられて、輪かけられてね。言われ放題ですよね、やっぱり。かわいそう。一応、半中お笑いだから。大原香織はやね、お笑い芸人、お笑い芸人。まだね。まだですよ。はい。うん。このかっこよくないやつが遠い目してね、アンパンマン語るとね、あんまり良くないんですよ。いや、遠い目しませんからね、近い目ですね。食いつきそうな勢いでしゃべるから、ね。そうそうそう。アンパンマン知らないしかないな、ワオとかね。壊れのちゃうかと思いますからね、話聞いてる女の子は。はい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 。はい、怖いですわね。怖いですからね。ああ。やっぱそういうので、ちょっと涼しい目でいいのがいいんでしょうな。でしょうね。いいんでしょうね。なあ。ね、こんなん言いよるんですわね。言いよるんですよ。まあまあ、なんかね。それはもう、まあ、言うたら自分とは全く対極の世界にいるっていうか、対極の話じゃないですか。うん、アニメとかね、漫画とか。はいはいはい。で、なおかつ同じ志を持ってるみたいな感じが。熱いハートに惚れました、みたいなね。なんか、立ってるフィールドは違うけど、みたいな。うん、ベクトルは一緒みたいな、みたいな。なんかそういう理屈があるんですよ、多分。なんかね。そうなんですか、多分ね。いやでもほら、あの、俺もさ、この間スチュアーデスのね人たちと飲む機会があって、で、あの、どっか外資系のスチュアーデスでしたわ、なんで、で、あの、最近僕も月刊エアラインとか呼んでた一瞬間に惹かれたたまにそういう人いるんですよみたいな、コンパの席で。それお前あれやろ、どうせ夜の11時頃回ったぐらいの時間帯で、そうそうそう、あの、割と遅くから集まってるやどうせ業界やから、そうそうそう、あの業界って結構遅いもんね、みんな集まるのが、ね、だいたい10時ぐらいからみんな飲んで、たまたまそこ遺体が行った、うん、割とおしゃれかなと思ったら月刊エアライン呼んでるこいつはあかん、エアバス A340 がとか言うた瞬間にピューって言ってしまいました。もうそんな聞きたくもない世代じゃん、彼女たちが、ら仕事跳ねてんねんからみたいなね、エアバス A40 でも何乗ってるの知らんやんな、そうそうそう、
失敗しましたね。たうん、もう、はい、瞬間もう沈没みたいなね。もうそこでこう跳ねられましたね。跳ねられましたね。なんか中田原ボソ魂。ちょっと久保塚教えてかっこいいかなと思うんだけどみたいな。ワインこう回しながらね。ダメこいつ。エアバス A40 って。そんな知らん世界からいいんですよね。そうそうそう。知らん世界。僕も最近読み立てだって嬉しかったのに、いろいろ聞きたかったけど聞かれました。全く通用しませんでした。あかん。あかん。あかんわ。もう飽きませんでした。あかん。あかん。もう迎合が見えるんですよ、彼女からしたらね。ね勉強してきなさいね。そんなこと知らんでええねん。付き合いたい男は。知らんでええねん。うん、知らんと困んねん、逆に。逆に困るね。知らんと困んねやんな。うん、ああ。スッチのようなんか使ってるインゴとかをね、詳しかったら嫌やん。トイレ行くのとなんか多分不調あるはずやもん、彼女らは。そう、あのなんかしょうがないこと言うねん、おっさんがな、あの全日空乗ってな、あのあれ言うらしいわ、あの横のおっさんが言うてたって聞いてた、黒木瞳さんみたいな人はいまへんなとか言われて、もう、まあ、いやな顔されてたみんな、そんなこと言うとあかんねんってみたいな、ドラマの話せんとってみたいなさ、ね、あるんですよやっぱり、はいはいはい、うん、うんねえ、あるんですよ。エアバス A40。いや、だからまあ、そのグッドラックの話でも引くぐらいだから、そう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 、月間エアバスとか、エアラインとか言われたら、もう、それ、すごいことですよ。ああ、本当に。うん、盛り上がれんかったやろ、全然。やっぱ演歌って、木の実奈々さんと山田マリアがおるときはみんなあんまり乱れてないねんって。はい。でもうなんかみんな早うとっとと帰らそうとするんだよね。もう寝たらみたいなね。そう、もう寝たら、うん、うん。もういいでしょ。もうね、もうこれ、キロメダルさんとかまだアホの下げてるらしいねんけど、なかなかされへんねんけど。ああ、うん。ちょっと鬱陶しいんだろうな。鬱陶しい。だからもうちょっと、ね、だってあの AV 女優さんおって、みんなスタッフも男もいっぱいおって、ウェーって、じゃあ乾杯、じゃあ今日はお疲れ様でした、皆さんとかで、古谷さんを中心にまとまってるのに、楽しそうですね。キロメダルさんと山田マリアがおると、うんね、そらもやっとまで気使うわね。多少はね、ええ、ずっとこれいつまでにかいつまでおんねやと。もうさんざん食っとるだなと。はいはいはい。ね、ね、ちろ皆さん、あ、もう踊らんで。ミュージカルでもうミュージカルせんでええねやと。山田マリアも一時お前はんみたいに一時俺日見するような目すなとかね。思うじゃないですか。思いますよね。ああ。うん。ね、みんなの目線はもう早く帰れーって。早く帰れーと、うん。誰かちょっともう、あれ、アニサキスでもええって、誰かサバッコして当てさせよと。そうそう、なんかね、下痢させろみたいな、ね。そうそう、もう、豚役でも、半豚。そうですね、それぐらいの気持ちで、気持ちでしょ、早く帰ってくれと、うん、思いますわね。仕掛けてでもいいから早く帰らせたいぐらいの気持ちで、あと AV の人とね。はい、もう二次会って本宴会でね、そうそうそう、本宴会と、うん、ああこれからみたいな、ね、下手したら今度が あれちゃいますから、今日の宴会は天丼だけで、ね、そうそう、キルミさんとおったらね、天丼だけで15分ぐらいでね、天丼とビールの小瓶ぐらいで漬物とね、ガーッて食うて、じゃあ今日はおしまいって、おいや部屋戻って寝るよ、いや部屋戻ってみたいなやっぱりだからね、みんな、いやー、そんな顔してるらしいですよ。うん。ああ。そうですよね。そらせん、AV 女優6人ぐらいおるもんね。そうですね。うん。あれ、盛り上がるでしょうね。だから、いなかったら、この皆さんとか。そう、いなかったら、それはもう、のっけから。もう、古谷さんなんかでもね。ああ。すごいでしょうな。そうやで、ほんまにね。息子以上に革命を起こそうとしてますからね。息子以上に息子暴れるみたいなね。息子以上に暴れますよね。ああ、はい。もうね。ええ。もうほんまに股間がドラゴンですからね、あれは間違いなく。お父さんも息子以上にドラゴン足ですよ。ドラゴン足でしょうね。絶対そうですよ、そら。言うてました、マリアちゃん。もういつもなんか、なんかうっとしがられる顔されるっていう。ああ、でし、まあね、そのみんな口には出して言わないけど。あ、そらせやん。ちなみに奈々さんとか失礼な、そんなもん。ねえ。あ、もっとおってくれていいんですよって言うんだけどね。もうお借りですかみたいな。トイレ立つため、いや、もうお借りですかおられへんか、おられへん、言われたら。気持ちは分かるけども、気持ちは分かるけどもね、ですよね。でも古谷さんも言われるんですよね、こうやってね、みんなでやっぱりなみたいな。いや、だからまあ俺もね、前のぞみで通路やられてて、ね、古谷さんでマネージャーのというか、あのベテランのおっさんと並んで座ってましたけど、ずーっとその話してましたもん。でしょうね。2時間半。はい。2時間半でね、何がかわいそうや言うて、うん、あの巨乳系セクシーグラビアクイーンが集まっとったんですわ。あ、はいはい、ね、そんな、まあ青田のり子ちゃんがリーダーシップみたいなもんで筆頭で、そんな、はい、いろんなやつが出てくるんですね。ああ、もう、ね、芸能界のね、そういう、で今まで自分がこう偉い目に遭うたっていう中で、何がかわいそうやって、うん、大原香織が MH って書きよったイニシャル、 MH って歌いましたね。 MH ですわ、 MH、 MH書きますよ、 MH ですよ、 MH、 はい、ね、お笑い芸人ですと、うん、でクイズ番組とかで一緒にパネラーで一緒になってねと、はい、
で、なんか言うたら私の腰に手回してたり、お尻のところに手回してたりするんですよと。やらしいわけや。あ、ほんなら MH や、今をときめく宮迫かなと思って、うん、関西のお笑い芸人なんですよって言うんですよ。ね、はい、で、みんなが、あ、ほんで俺らが、俺とそのまま東さんとか松村が、うん、あ、宮迫かと、宮迫くんかと、ね、雨上がりのと。言うてたやん。宮迫が、宮迫の人の名前になったから忘れたけど、と思って。うん、宮迫君書いたら、違いますよ。関西廊下のお笑い芸人ですよ。おうおうやたらもう、腰に手回したりとかして、肩抱いてきて、クイズの途中でもね、お前、ええ女やな、とかね。届いてくるわけや。届いてくると、本番注意ですよって言うから、ほんまに関西のお笑い芸人はろくないませんよって言うから、はい、誰やに言うてくるやん、俺が怒ったるわって言うから、うん、まさかひろしさんですよ。お笑い芸人やないやな、みたいな。しかも、クイズしんすけくんかい。え、おやつだ、やっぱやつだ。あー、そうなんだ。爆笑や。お笑い芸人。みんなで、ね、山下慎吾さんも、うん、あれ、お笑いちゃうやろ、鳥に言うから、歌手歌手、ヤマハのね、世界歌謡祭グランプリ、中島みゆきと同ランク。うん、で、ねええ、しかもお笑い芸人扱いでセクハラを散々テレビの全国ネットで言われてる、あとヘロさん、許したるよ、しんのすけもやるんやったら、許すんやったら。ねな、どんくらい扱いちゃうんやと。音楽の世界ではとかやね、離縁の世界やったら音楽の世界でもお笑い世界でも一緒ちゃうんか。そうそうそう。ある種特別なのはね。ほんで前におった青田のり子が、そういえば私もそうだったんですよ。お前はかけて。ABC の近所の寿司屋で口説かれました。すぐそこの口説くところな。生々しいですね。え、どこやったの寿司屋。ああ。あ、来た、来た。なあ。はいはいはい、はい。なあ、すぐそこの寿司屋や。な、そんな近いとこで、しかも大したもん食べてないのに、くどくんですと。ほんで次行ったが、あさり屋。お好み焼き屋、親もたまに行ってた。ああ、そこね。よく会う。あさみ、あさみ。ABC の近所だけはまどかさんが回ってんねん。ああ、そらなんかダメージきついね。しかもね、ノースとかトライベッカーとかワイン飲んでないので、はい、寿司屋と、ちょっと平たい感じのね、というか、落ち着いた感じのとこ狙ってんだ。そうやね、これがおもろい。前の青田のり子もそういうの口説かれましたと。ああ、輪かけられて、輪かけられてね。言われ放題ですよね、やっぱり。かわいそう。一応、半中お笑いだから。大原香織はやね、お笑い芸人、お笑い芸人、関西ローカルのお笑い芸人。しかも関西ローカルのお笑い芸人ってね。かわいそう。かわいそうね。まどかさん、かわいそうやね。一年を守るというぐらいの気持ちが一番大切なわけでしょ。うん、そうそうそう。ね、それぐらいの気持ちが。そう、だからそういう意味で言うと、なんか、すべてをブラックバスでって形づけるっていうのも、うん、俺はかなりあれは読んでても思いましたし、いろんなもん文献見てて、かなり乱暴な意見なんやろなと思いますね。象徴が必要なんですよね、なんか運動するときには。そう。この人が悪いんだっていう、うん、それがあれば動きやすいわけですよ。はいはいはい。だそのクジラを守ろうっていうのは、はい、一つのスローガンとして立派だとは思うけど、はい、俺なんか知ってたら、そのクジラを守ろうとしたら、もう幾多あまたの他の別の魚は食われるっていうのがあるじゃないですか。はいはいはい。すごい、まあまあまあ、食料です。やっぱ食われるっていうか、まあまあそうですね。ね、はい。どうしてもこう入っていくじゃないですか。はいはい、口の中でね、はいはいはい。そういうことも含めて考えたら、はい、じゃあそのイワシの命はええのかみたいなことになってきたら。まあ、ちりめんじゃことからね、うん。はいはいはい。ちっちゃいエビ輪とか。はい、これはぐる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 こう回転してね。食物連鎖ですからね、ある部分のね。クジラも守ってたら、あと100年、200年したら、海が埋まってしまうとかね、極端な話、はいはいはい、何千年かしたら、はい。そういうこともあり得るわけだから、それだったらまた一つ一つね、殺していかないといけないわけでしょ。はいはいはい。やっぱり適切なものっていうのはいいんじゃない、過剰になったら。だからね、読んでて思ったんやけど、ブラックバスさえいなくなれば日本の生態系は守られるみたいな論調の人も結構いるんですよね、うん、でも俺はそうは思わんねんけどな。俺は日本の川とかがなかったら一番大きなのは公共工事だと俺は思うんだけどな、うん、まあやらなあかんとこも当然あると思うんですけども、ただその中で、あるどっかの、うん、あそうか、四万十川もそうやったし、ロケ行った時も、うん、うちこの川の一番やとこは、まあ、こっちは見てくれ、なんでここにこんなメダカがおると思う、うん、日本には、まあ、メダカ今絶滅危惧種ですからね、ここは護岸工事してないからね、うん、って言われるんですよね、はい、護岸工事しないとこはこうやってメダカはちゃんと巣を作って、うん、自分らで卵産んで育っていっちゃうんだよ、うんうん、ずっとねそれを繰り返していくんだよね。そうそう、ね、そんなことは反省もせんとね、琵琶湖も今まで護岸工事もしまくってきたのにっていうのはあると思いますけどね、まあまあその辺の問題は僕も全部語り尽くせるわけじゃないし、うん、そこまで知識ないですけども、その清水さんの書いた挑戦記という本は非常に、なんていうかな、ブラックバスのことだけじゃなくて、日本のこの今持ってる産業構造みたいなもん、に対しても、なんかね、非常に面白い本やし、国明さん真面目に取り組んでますよ。うん、ちょっとさすがに読んだ時もあんまりよく、これは国明さんすごいなと思って、はい、先輩やってからこんなこと言うの失礼ですが、見直しましたというメールを打ちました。なるほどね、やっぱ真面目にね、やっぱりそういうところは取り込んではんねや。普段楽屋ではセクハラ大魔王なんですけどね、ほんま
まにしょうもないエロいことしか言ってないんですけどね、うん、でも頭の中ではね、うん、やっぱりこういうことも含めて、まあ、股間と頭は別名というだけ分かりましたけどねまあまあ、 あの釣り人社から出てる挑戦時という本を、はい、一度もしそういうのに興味ある方がおられましたら、うん、読んでみてもらったら面白いと思います。分かりました。さて、秀明先生どうもこんばんは、はい、サイキックが始まった時高校生だった私も今は結婚し 3歳と1歳の娘を持つ父となりましたが、妻への理解を得て、うん、毎年イベントに参加しているサイチッカーショーなどで、確かとりあえず俺と一緒に半年ぐらいやったよな、はい、うん、今日の中でイニシャルってことないよな聞いたらないです、だって私口説かれてませんもんとかって、いっぱい嬉しくに行きましたよみんなで、それだけですもん、それだけです、ね、純ちゃんの時はまだ若かったし、はい、子供やったから、うん、その時もなく、いつもロケ終わりで遅かったらお兄ちゃんが迎え来てましたから、そのこともなく、はい、よかったなぁ、うん、ね、ああ、その時ねちょっとでもねお酒とか誘ってたらね、いやまあお酒誘っ 何言われるか、お酒誘っただけでも言われるよ、そういう時はまあ向こうもギャグやってでも大原香織はまどかさんにはあの本番中に腰を抱かれて、うん、息かかれて息かけられてました言ってました、それはほんまやなと本番中に新助君であんだけみんなワーワー言う時にもう何しそうなの俺はまどかさんってすごいなと思いましたけどね、素晴らしいですね、素晴らしい、うん、あ、はい、そう、君に会うために生きてきた言ってましたからしいです、ね、そこまで言うんや、そう、おもろいな、面白いなあの人、いやまどかさんもそんなんね、いやそれあれですよ、うん、あの、はい、本人も言ってますけど、うん、運あわよかっただけですからね、そう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 、案外真剣にね言ってるわけじゃなくて、ね、そうそう、そんなもん、もし大原からそれで乗ってきたら、食ったろかというようなもんですよ、ね、一応種だけ撒いたということですからね、そうそうそう、悪気ないですよ、そう、アウタドリブでも寿司食いた時に俺に相談したんですよ、まどかさんとね ABC の近所で寿司食うたんですよ、はい、食いに行こうやーって言われて、いや別にまあと思って、どこに、うん、まあでもまどかさんがね美味しい寿司屋知ってんねーって言うから、タッカー寿司屋行くんだよ、っぽど美味しいやろと、タクシー乗るんだよ、歩いて行こうって言うからすぐそこやばで近場やんと、しかも二人で食うて一番行ってないんだけど、あ、うん、で俺のことどう思うと、いやどう思う言われても言われへんからな、もうそれではねおかしかったわ、あの番組出てたらなんかね、うん、みんなそんなことしてるんやと思って、はいはいはい、あ、もう最近ねあの番組でそういうの多なってきましたな、多なってきました、多なってきました、その暴露するのは、暴露はね、いやまあその方が取れるんですよね、しかも生々しい暴露が多なってきてまんな、はい、特にあのお笑い芸人だったら、はい、ほんまなんかレッド吉田なんかものすごい言われてましたな、はい、ああ言われるよな、めちゃくちゃ言われましたよ、はい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 、佐藤恵理子に、ああうん、はいはい、あんたはねみたいな、こういうやり方をすると、はいはい、やらしいと、はい、自分の携帯にいろんな、はい、男のタレントさんのイケメンとかのタレントの電話番号全部入れてるのを見せるんだって、はいはい、これだけ俺知ってるからと、はいはい、全部呼べるから、はい、だから君も女の子を調達しておいてっていうのはやり方らしい、なるほど、んでつまり合コンしようと言うて、俺はもうイケメン来るよと言うといて、行ったなんか自分の連れみたいなのしか来てなくって、自分が主役で、はいはい、後の女をこうなんかそこから選んで選んでみんななんかちょっと、うん、いう古水発想やと、発想あんたはせこい、せこいしやらしい下水みたいなこと言ってた、ああわかるわかる、うん、さんまさんもあの巨乳の女の子にかけられてんでね、はいはい、引っ掛けられてんでね、あれなんかあのもともとね、うん、あれデストライクやってんでね、そう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 、あのこれ浅草キッドにも言ってましたけど、ラサンさんも言ってましたけど、ええ、覆面のかぶった女の子やってんね、斎藤真澄ちゃんですか、あの東京の、ね、深夜番組で、はいはいはい、キッドの、はい、ずっと結局今無理してやってるということじゃなくて、それ慣れてしまってこれできるやん君らみたいなことになると、もう絶対経費なんて良くならないじゃない、うん、そうやね、だからリサイクルショップが安いのって分かるけど、新品売る店がね、例えば1000円均一とか500円均一でなんか割と高級そうな手袋とか売り出して、わ安い安いってみんな飛びつくけど、あかんねんって、こんな値段で物が買えたら、うん、ダメ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 、この値段で物が買えるということは、この裏で泣いてる人がいっぱいおるわけやから、そうやね、これはもう考えまで安いであげないと、うんうん、だから古本屋とかね、そういうところっていうのは値段下げの商売だから、はいはい、新品というのはやっぱりその価格で売るということが基本じゃないですか、うん、そうやな、そう、新品がこんなに安い、よかった買っ安いから買ってきたら、ちょっと待ってと、うん、もうこれはあかんやろと思うね、うん、最近ね、うんなあ、うん、とこそこまで行くとな、ね、と思いますけどね、うん、いやほんまそういう意味ではすごいよ、厳しい業界になってるよ ね今ね、もう俺らでもさすがにもう厳しいと思ってますからね、やっぱりね、俺でもあの TBS とかさ、あんなことになるんやろ、そうやね、あんなおっさんおんねん、そうやね、ほんで TBS ももうきっちり肩つけっちゅうね、うん、ああいうおっさんにはもう、うん、あかんね、能力あるからとか、昔からこれからまでの貢献があるからとかね、そうそうそう、はいはいはい、なんねんけど、かっこ悪いで、かっこ悪いですよね、やっぱり、いや競争は買いよんねんほんで自分の愛人の名前つけた人の牝馬にもやめてくれっちゅう
うね。いつも目の中新馬戦の暇とか見てて、怪しいっていう。怪しい馬の名前あんねん。これなんなんみたいな。そうそうそう。ほんまね、ファイト恵みとかね。なんでここ恵みなんやろって思うことがあるねん、俺。悪いけど。悪いけど、俺もつけてんな。つけてんな、若いお姉ちゃんの名前をね。そうやね、キラキラ香り、誰やねん、それみたいな。おんねん、ほんまに。怪しいねん。間違っても自分の奥さんの名前とつけないんだよね。つけないね。つけないでしょ。つけない、ほんまね、新馬戦見たと、ちょっと。ちょっと怪しい新馬あるよな。お水系やね、ほんでね。そう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 。うん。ちょっとね、気になる。なるほど。気になる。ほんまね。それ、あれ見てたほんまにね、絶対なんか馬主さんがなんかの、あれやなって、愛人かクラブの姉ちゃんの名前やなってわかるもん。うん。ああ。そんなとこに奥さん名前つけて集めてもらえやん。なんかね、ほんま、ほんまそうやねん。で、あの、例は、アケミ・ジョバンニみたいなな。このアケミって何って思うねん。ジョバンニはわかるけど、みたいな。まあ、香織ジョバンニを言いますけどね。香織ジョバンニって本当にいるんですけど。そう、いるんですけどね。これわかんないですけど。だから、それを俺の想像で言うと、馬主席に行って、今日、お前の名前つけて、馬走り読んで、とか言うて、馬主席に行って、馬主席が当然入れますわね。当然何人も入れれますから。大臣の連中で行って、その馬が勝って、なやかやしながら、で、まあ、そのまま一緒にクラブ飲みに行くというのが、一応まあ基本パターンやろなと思って。ステータスと思ってるんだ、そういう人がね。だから俺はだから、牝馬に、あの、名前つけるのもええねんけど、出どころ聞いてくれていつも思うねん。そうそう。つけるときにね。そう、JR に言いたいねん。ちょっと聞いてくれと。まあ何でもいいこの名前はどっから来たんですかというのを、出生明らかにしてもらうとね。例えば、俺の孫の名前をつけましたとか。なるほど。まあ俺 JR で今、走って絶対買う馬、音羽ちゃんね。ああ、音羽ちゃん。音羽4着やったんですけど。そこに魚が溜まるようにして、淀川に魚の生態系を守っていこうという。ああ、そういうやり方をしてんだ。ところが、生態系が壊れるって言って、ほんで、ものすごく僕も前から新幹線のね、グリーン車のところに貼ったんですよ。琵琶湖を元に戻そうとかね。400万年前の琵琶湖に戻そうとか、嘘、どないやねんか。あの師匠もね、俺かなり怪しいと思ったんですよ、自分で見ながら。400万年前ってそれっていつの時代みたいな。ねえ。それやったら、恋とかもおらんかったんちゃうみたいな。それって別のものがおったでしょ。多分ね。うん。そん中に淘汰されていって、今の形になってるわけやから、だってね、魚なんてせいぜい、ね、うん、何年か前。うまい環境は育って初めて生きていくわけやから、うん、だから絶滅する魚とかいっぱいいますからね。だから400万年前に戻せ。400年前、400万年前。400万年前でしょ、うん、それやったら、500万年前に戻せという人も出てきますよ。そう、そんなのって言ったら、何代前やったら、琵琶湖はここにあったこと自体がもっと動かなあかんし、ね、うん、琵琶湖自体も動いてますからね。ね、もともと陸が続いてたわけだから。うん、元々の地球はね。はいはいはい。うん、そこまで言い出してきりがないし、ね。だからそんな風にしてね、だから僕らが日本全国回ってきてね、よくほんまにみんな、あの、高速道路のことも言い過ぎちゃうかとか言う意見もありますけど、うん、いやほんま日本ぐらいね、大阪湾だとしたけど、ようあんだけコンクリートで固めたなと思いますよ。はいはいはい。それはもう氾濫が起きたらあかんからやとかいろいろ、確かに前に言いましたけど、行くとつけてますけど、うん、それね、100年に1遍ぐらいの氾濫のこととかいろいろあってね、ほとんど日本で護岸工事とか河川の浚渫工事とかやりながらね、うん、ほとんど背丈に人間が壊してるんです一番。はいはい、まあ、だからものすごいそれが大量にね、あの公共事業でやってた頃っていうのは、はい、みんなそれで潤ってて、もうイケイケやったわけですよ。はいはい、ね、自然とか帰り見てなかったわけ。帰りじゃない。だからな、俺なんか一番思うと、長良川の河口石もそうやし、あそこのね、有明の海のあのギロチンみたいに落としたもんやけど、結局あれのことするから、一番持ってる生態系壊しますからね。そのブラックバスどころの話じゃないわけですよ。はいはいはい。結局だから、調和でしょ、必要なの。バランス。バランスバランス。今、アメリカなんかもダムどんどん壊してるのは、結局、調和やと。自然はありのままの姿に戻すという作業が一番大事なんやと。うん、だからそれをこう人間にとってね、あるいは生物にとって適切な自然ってあるわけじゃないですか。はいはい、自然っていうのをほっとけばもう歩けなくなっちゃうわけでしょ。はいはい、木とかが密集しすぎて。はいはい、でも人間というのはそこを開拓して畑を作ってということをやってきたわけじゃないですか。はいはい、だから自然とか生物にとって、まあ特に主役の人間にとって快適な場を作ろうということでしょ。それはいわゆる人間にとっての自然なわけじゃない。それを今やりすぎてるから、うん、便利にしすぎてるから、はいはい、もう自然じゃなくなってるということでしょ。だからやっぱりある程度は不自由な目しても自然を守るというぐらいの気持ちが一番大切なわけでしょ。うん、そうそうそう。ね、それぐらいの気持ちが。そうだからそういう意味で言うと、なんか全てをブラックバスでって形づけるっていうのも、うん、俺はかなりあれは読んでても思いましたし、あのいろんな文献見てて、うん、かな
り乱暴な意見なんやろなと思いますね。象徴が必要なんですよね、なんか運動するときには。そう、この人が悪いんだっていう、うん、それ買うとかね、そんなもあるっていうところで、でもそれは私の持ってもらったものが、それも環境なんかあった時に、お母さんの育て方とって違ったんやとか。例えば端的な例を言うと、小さい時に自分が学校の試験行って勉強頑張ってきて、80点取ったとしたら、80点を取って頑張ったね、よかったねっていうんじゃなくて、嘘、もうちょっとできたんちゃうの、なんで80点なんで80点っていうのが、自分の心に深く傷をつけた。だから、あんまり小学校の時の記憶はないとか言うねんね。でもなぁ、それ言われてもなぁ、アダルトチルドンっていう言葉が生まれてあるかもしれんけど、うん、それってなぁ、と、うん。そんなんやったら多分、東千鶴よりもっと上の世代の俺らとか、伊藤とか竹内さんの世代やったら、うん、もうそんな普通やったからなぁ。普通やし。それでね、なんかうじうじしたりとか、ちょっと怒ったりとかいうの、それ普通やん。普通やからな。アダルト千鶴の面でね、親からなんかって言うんやったら、もっと何かね、凄まじいことしててね、うん、だからこれなんか理由があるって言うんやったらまだわかるけど、うん、ちょっとうじうじするとか、はい、普通やん、普通やん。今の結果を無理やり何かにこじつけようとしてるような気もします。わかんないけどさ、ね、でも俺らの世代は親は褒めへんもんや。そうやね。特に親父はもう叱る時だけ出てくると。そう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 。ね、基本的に褒めないと、うん。もううちの親父なんかでもね、はい、なんか気にならんかったね、箸を持ってね、バチみたいにこう。はいはい。それでバーンとつくわけよ。はいはい。で、口癖がね、俺はお前ら一回もとついたことがないっての口癖なのよ。嘘つけやと思いません？いや、そんな育てられ方や。いや、俺の時ね、ほんまに家の上がりがまちのドマンとこにね、うん、ほんまにちゃぶ台があってね、ほんまに親父とお母さんが喧嘩したけどが、マジに親父、星一徹のように、ちゃぶ台ひっくり返してましたからね。はいはい、もうええんや、こんな飯食えるかーって。あれ考えたらね、一番楽しみである飯をね、うん、誰にも食わさない権利って親父がなかったよね。あれが親父の威厳やってな、ね、考えてみれば、うん、腹減るやん、減るよ、ね、子供やねんし、食えないと親父怒ってるし、ね、食えないひっくり返してるしというね、あるよね、あるよな。だってちょっと悪いことしたらね、うん、台風が近づいて坂巻くこうね、たるみの海に連れてって、はい、投げるぞ、ここから、ね、それはトラウマやね。それはトラウマだわ。いたちゃん坊主にしても OK だわ。それだわ。いやでもね、それだそれだ、ちゃんなんか見たらね、それでね、それは何が問題なんて思うことがものすごい心の闇の中にあるわけですよ。でカウンセリングしながら親と一緒にやっていってね、うん、私のいかんとこはここやったとか言いながらね、お母さんにも反省してもらいたいんだけど、それってな、俺みたいに子供育てる人間は、うん、そんなもんやろって、いや、それで当たると中途に言われてもなと、ね、一緒にカウンセリング連れて行かれてね、うん、親がいろいろ娘から言われるやんか、はいはい、今度親がトラウマになりますよ、それ。まあそれでまあ最後は解放されていくという話なんやけどね、解放されるんですか、ね、分かる。逆にほんなそんなんちゅうの子育てすごい大変だね、どうしようどうしよう悩んでるね、若い奥さんがね、内田春吟を本読んで、はい、子育てなんてこんなもんやって読んで、あ、ちょっと救われましたみたいな。そうそうそう、そっちの方やんな。そうだから、千鶴ちゃんの言うてることはみんな立派なんかもしれんけど、それはそうかもしれんけど、それ言うてたら、これを作ってですね、はい、ブラックバスを釣ったら、うん、全部リリースしたらあかん、持って帰れ、うん、それは殺せということですけどね、うんうんうん、まあ、それに対して反対するっていうので、で今、今回ですね、はい、釣り人社という本屋さんから、出版社から、釣りの戦う木と書いて、挑戦木というのはですね、本出版してあったんですけど、で、ね、それはまあうん、いわゆるリリース禁止に対する、まあ、保証を起こしてありましたよね、はい、でまあ、僕らもあんまり詳しくないんで、釣りのことに関して言うと、はい、詳しくないんで、まあ、もうほとんど僕はこの番組で取り上げなかったんですが、うん、改めてその本を読ませていただいたら、うん、あの戦いっていうのはすごい、国脇さんがちゃんと真面目に戦ってあるっていうのがよく分かってね、なおかつ、うん、ブラックバスが全ての外来種の敵やみたいなことを言ってるんですけどね、向こう側は、だから殺せというか、もう戻すなと、うん、でもブルーギルなんの方がもっと下道種な、まあ、生態系乱すという意味ではもっとブルーギルの方が悪なところあるんですよ。例えば大阪城公園のお堀なんかで、うん、ナイトスクープで、はい、このお堀にどんな魚がいますかって許可もらって網とかでバンバン取り上げた時に、うん、ブルーギルが一番占めるんですよね。やっぱりね、強いんだ。強いんです、うんうんうん、一番だから卵もブラックバスというのはある程度稚魚とか当然食べますけど、意外と知られませんが、アユとかも他の魚食ったりしますからね。はい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 、はいはい、種類のあれは種類のアユなんかも他の魚食ったりはするんですよ、うん、当然、まあ、生態系ですからね。そうなんです、うん、ほんで、まあ、その中にはブラックバスが全ての外境や外役やっていう、ね、壊すという学者もおれば、うんうん、そうじゃないんだと、もうブラックバスなんて今日本に来て何年も入ってきて、はい、そのうちだんだん落ちてきて、それほどの害も与えてないんだと、うん、まあこうね、まあ、バランス取れてくるんだと。ね、自然界というのは生き物はね、例えば、じゃあ外来魚は全部あかんのか言ったら、うん、まあ、いつから下がるか言ったら、うん、台湾土壌もそうやし、はい、まあ言うてみたら鯉も日本古来のもんではないし、例えば琵琶湖特有のなんとか、鮎、うん、とかを他
の川に移すとそれは外来種なんですよ、その川にとっては、うん、その時代でね、うんうんうん、って言われてるんですわ、はいはい、だからその辺のことを深く考えるとマンダラ、なんですか、国明さんのやってることも、うん、あ、そういうことなんやと。はいはいはい、はい、うん。まあ意味のあるというかね、考えて考えてやってるわけだ。でしかも、琵琶湖自体に魚が減ってるのは全部ブラックバスのように言ってますけど、うん、あれはほとんどが一番減ってるのは護岸工事であったり、はいはいはい、いわゆる卵を産むところの一番ね、岸壁のところに護岸工事やって、足と言われてるね、水生植物なんかを全部潰してしもたりとかして、撤去することによって、ね。撤去することで護岸工事でコンクリートで縁回り固めることによって、もう自然の形が壊れますから。壊れますからね、で今は琵琶湖なんかは琵琶湖の、ね、日本中の沼とか湖を守る会みたいなので起こしていてシンポジウムやりながらね、うん、琵琶湖を元に戻すんだとか言うてんねんけど、それはお前ら行政もブラックバスが来るまでの間にやってきたことなんやろ、護岸工事とか、うん、それはそうですよ。でしかもブルーギル話したらお前らとこちゃうのって噂もあるんですよ、うん、はいはいはい、一部、ね、証拠もだいぶ結構上がってるらしいんですけどね、うんうんうん、だから行政ってね、都合のいい風に解釈しますからね。ほんでさほど漁業権ずっと持ってて、はあ、今釣れなくなったのは全部ブラックバスのせいやで税金を下ろしてとか言うてんねんけど、それはお前ら行政もブラックバスが来るまでの間にやってきたことなんやろ、護岸工事とか。それはそうですよ。でしかもブルーギル話したらお前らとこちゃうのって噂もあるんですよ、うん、はいはいはい、一部、一部ね、証拠もだいぶ結構上がってるらしいんですけどね、うんうんうん、だから行政ってね、都合のいい風に解釈しますからね。ほんでさほど漁業権ずっと持ってて、はあ、今釣れなくなったのは全部ブラックバスのせいやで税金を下ろして漁業保証をもらおうとしてる釣り人とかも結構いるんですね、やっぱり。あ、まあね、そうまあなってきますよね、うん、いろいろまあ理屈つけたら、そうそう、だからるというそんなもう全部ブラックバスのせいにしてしまうっていうのも一気に報道メディアもどうなんやと思ったりもしてますけどね。はいはいはい、はい、まあ僕らも一時ねそういう報道を読んだりしてたら、ブラックバスってひどい魚なんだみたいなね、うん、思いをちょっと持ちましたからね。いや持ちました持ちました、テレビの映像なんか見たらブラックバスの腹かっさいたら、はい、ちっちゃい魚の稚魚とかが入ってて、うん、ほらこんな風に稚魚を食い寄るんですわ言うけど、はい、マスアユとかなんかでも腹かっさばいたら多分食うとるんですよね。まあいろんなもの食べてますよ、そりゃ食べてますね。釣りしとったら分かりますやん、うん、魚って後でさばいたらいろんなの出てくるじゃないですか。そうそう、あんこうなんかたまに開けた時に、トリックで奪えるらしいですね。これすごいっすね。いやほんまほんま、 あんこうとかなんかはだから美味しいね。あ、いわゆる雑食というか、うん、いろんなものを食べるから。でだから海面に浮かんで掴んできたら、そう逆に食うたりするんですって、鳥とか。怖いですね。すごいですよ。すごいね。腹かっさばいた中の鳥の骨でできたとかあるらしいんですか。ああ、そんなんこう食ってみたいね。美味しいかもしれないね。そう。だからね、そう一概にはだから言えんってことで、僕らなんかほら、うん、僕らもあんまり釣りとかしないんで、あれですけど、ブラックバスが全ての眼鏡みたいに言うてる論調もありますけど、ありましたね。いや、実際にデータとか調べていって、データもそんなにね、出てないんやと、はい。だから実際にブラックバスがどんだけ生態系に悪影響を及ぼしたかという、ちゃんとした調査も、もうブラックバスが悪いんやーって。なんかさ、うん、そういうのあるやんか、イルカは正しいみたいなね、うん、そうそうそう、クジラは優しいみたいなね、うん、そういうブラックバスは凶暴みたいな、うん、なんかそういうのありますよね。あるよ。だから例えば淀川なんかでもある時本読んでたら、ワンドって言って、うん、はい、淀川も護岸工事するために魚が激減したんですけど、はい、それをちょっとやめて、うん、足を作って川の流れじゃないところのちょっとたまりを作っていくと、そこに魚が川の流れの中の早いところでは魚って卵を産みつきませんから、うん、こっちの方の端っこの方の岸壁のところで、うん、足とか魚の水生植物があって、そこに卵を産みつけて、はい、そこで大体みんなが魚を生活をしていくというね。それがなくなったら住むとこがなくなるわけだ。だから淀川の寝屋川 の堤防沿いとかの淀川べりの、うん、寝屋川市のね、淀川長田のところにワンドって、うん、内側に、はい、中央環状線通ったら見えますけど、結構ね、あ、こうやって川の流れじゃないところにちょっと内側にちょっとワンドを作って、作ってそこに水生植物植えて、そこに魚がたまるようにして淀川に魚の生態系を守っていこうという動きが。そういうやり方をしてんだ。ところが、うん、生態系が壊れるって言って、ほんでものすごく僕も前から新幹線のね、うん、グリーン車のところに貼ったんですよ、はい、琵琶湖を元に戻そうとかね、400万年前の琵琶湖に戻そうとか、嘘、どないやねん。